田舎教師田山片井こちらは LibriVox です LibriVox の録音はすべてパブリックドメインですボランティアについてなど詳しくはサイトをご覧ください URL l i b r i v o x o r g 1四里の道は長かったその間に青島の位置の立つ羽生の町があった田んぼには原源が咲き 豪華の柿か,からは八重桜が散りこぼれた赤い毛出しを出した田舎の姉さんがお料理通った羽生からは車に乗った母親が徹夜して縫ってくれた木綿の三つもの羽織に身長のメリンスのへこをシャフは色の合せた血統を袴の上にかけてかじ棒をあげたなんとなく胸が躍った製造の前には 新しいい生活が広げられていたどんな生活でも新しい生活には意味があり希望があるように思われる。5年間の中学校生活行田から熊谷まで3人の道を朝早く小倉服着て通ったことももう過去になった。卒業式卒業の祝宴初めて席にはべる芸者なる者の,の筐体にも接すれば平然難しい顔をしている教員が ドラ声を張り上げて調子外れの歌を歌ったのをも聞いたひと月二月と経つうちに学校の窓から覗いた人生と実際の人生とはどことなく違っているような気がだんだんしてきた第一に父母からしてすでにそうであるそれに周りの人々の自分に対する言葉のうちにもそれが見える常に往来している友人の群れの空気もそれぞれに変わったふと思い出した 10日ほど前親友の加藤育児と熊谷から歩いて帰ってくる途中で文学のことやら将来のことやら恋のことやらを話した二人は一少女に対するある友人の関係についてまず語った「そうしてみると先生なかなかご就心なんだね」「ご就心以上さ」と育児は笑った「この間まではそんな様子が少しもなかったから何でもないと思っていたのさ」 現にこの間も大いに悟ったって言うから、ラブのために心上の希望を捨ててはつまらないと思って、それで諦めたのかと思ったら正反対だったんだね。そうさ、不思議だね。この間手紙をよこして、世もケイラの世のラブのために力を貸せしをしやす。世は初めて恋の物置を知れり、しかして今はこのラブの進み進まんを寝返り、フィズカルなしに。 なんてて言ってきたよこの「フィズカルなしに」という言葉は製造に一種の刺激を与えた。育児も黙って歩いた。育児は突然「僕には君大秘密があるんだがね」。その調子が軽かったので「僕にもあるさ」と製造が笑って合わせた。調子抜けがして2人はまた黙って歩いた。しばらくして「君はあの尾のを知ってるね」。育児はこう尋ねた。 知ってるさ君は先生にラブができるかねいや、と製造は笑って、ラブはできるかどうか知らんが、単に外形美として見てることは見てるさ。絵の方は、そんな考えはない。育児は躊躇しながら、じゃあアートは。製造の胸は少しく踊った。そうさね、機会が来ればどうなるかわからんけれど、今のところでは、まだそんなことを考えていないね。 こう言いかけて急にはしゃいだ調子でもし君がアートに行けばそうさな僕はちょうどおばとミス・エとトに対する関係のような考えで君とアートに対するようになると思うね。じゃあ僕はその方面に進むぞ。育児は一歩を進めた。製蔵は今車の上でその時のことを思い出した。心臓の鼓動の尋常でなかったことをも思い出した。そしてそのように貴重に かれ、幸をかれ。願わくば、幸をかれ。おう、神よ、神よ。かの友の清きラブ。美しき、無邪気なるラブに、願わくば、幸をからしめよ。涙を浮き、何時の手を持って、願わくば、幸をからしめよ。神よ、願う。親しき、友のために願う。と書いて、机の上に、うっぷしたことを思い出した。それから10日ほどたって、二人はその女の家を出て、 種族屋敷の寂しい暗いよみちを通った。その日は女はいなかった。女は浦和に師範学校の入学試験を受けに行っていた。どんなことでも人の力を尽くせばできないことはないとは思うけれど、僕は先天的にそういう資格はないんだからね。そんなことはないさ。でもねえ、弱いことを言うもんじゃないよ。君のようだといいけれど、僕はどうしたって言うんだ。 僕は君などと違ってラブなどのできる柄じゃないからな。星蔵は育児をいろいろに慰めた。星蔵は友をあおれみ、また己をあおれんだ。いろいろな顔と事件とが目に映っては消え映っては消えた。道には藩のまばらな並木やら、行進塚やら、旗やら、百姓ややらが車のすむままに送り迎えた。馬車が一台後から来て 砂煙を立ててて追いい越していった育児の父親は軍師学であった。育児の妹が2人、ユキコは17、シンエクは15であった。製造が毎日のように遊びに行くと、ユキコは常にニコニコとして迎えた。シンエクはまだほんの子供ではあるが、少年世界などをよく読んでいた。家が貧しく、到底東京に遊学などのできぬことが、 製造にもだんだん意識されてきたので遊んでいても仕方がないから当分小学校にでも出た方がいいという話になった今度月給11円でいよいよ羽生剤の弥勒の小学校に出ることになったのは全く幾児の父親の尽力の結果である道の傍らに小さな門があったと思うと泉村役場という札が目に留まった製造は車を降りて門に入った頼む と声を立てると、奥から小遣いらしい五重男が出てきた。女役さんは出ていらっしゃいますか岸野さんかなと小遣いは、目をしょぼしょぼさせて反問した。ああ、そうです。小遣いは名刺と志学からの手紙とを受け取って引っ込んだが、やがて製造は応接室に導かれた。応接室と言っても、テーブルや椅子があるわけではなく、ガランとした普通の六畳で、 粗末な瀬戸火鉢が真ん中に置かれてあった。条役は太った背の低い男で島の羽織を着ていた。四役からの手紙を見て「そうですかあなたが林さんですか?」。加藤さんからこの間その話がありました。「紹介状を一つ書いてあげましょう」。こう言って汚い硯箱を取り寄せて何かしきりに考えながら長く黙って一通の手紙を書いて上に「三田ヶ谷村村長」。 医師の映像様という宛名を書いた。それじゃあこれをミルクの役場に持っていらっしゃい。章終わり。この録音はパブリックドメインです。リブリボックスドットオのために録音されました。二ミルクまではそこからまだ十兆ほどある。三田谷村と言っても。 一ところに人家が固まっっているわけではなかったそこに一軒、かしこに一軒、杉の森の貝に三四軒、野の旗の向こうに一軒というふうで、町から来てみると、なんだかこれでも村という共同の生活をしているのかと疑われた。けれど少し行くと、人家が両側に並び出して、汚い理髪店、誰までもい,いそうな料理店、子どもの集まった駄菓子屋などが目に留まった。 ふと見ると平屋造りの小学校がその右にあって門に「三田谷村弥勒高等尋常小学校」と書いた古びた札がかかっている授業中で学童の消毒の声に混じって折々教師のかんばした高い声が聞こえる埃りに汚れたガラス窓には日が当たってところどころ生徒の並んでいる様や黒板やテーブルや洋服姿などがかすかに透かして見える 出入の時に生徒でいっぱいになる下駄箱の辺りも今は浸透して広場には白縁の犬がのすのすと餌を漁っていたオルガンの音がかすかに坑道とおぼしき辺りから聞こえてくる学校の門前を車は通り抜けたそこに笠さがあったうちじゅうを油紙や渋皿や糸や道具などで散らかしてその真ん中に五十ぐらいの中親父が せせっせと傘を張っていた家の周りには油を敷いた傘のまだ乾かないのが幾本となく星連ねてある。製造は車をとどめて役場のあるところをこの中央親父に尋ねた。役場はその街道に沿った一塊の人家のうちにはなかった。人家が尽きると昔の城跡でもあったかと思われるような土手と堀とがあって土手には笹や草が一面に茂り。 堀には汚い錆びた水が菓子や死の大木の影を帯びてさらに暗い寒い色をしていたその堀に沿って曲がって一丁ほど行ったところが役場だと製造は教えられた彼はここで車代を二十銭払って車を捨てた笹やぶの傍らに茅葺きの家が一軒古びた大和商事に「お料理そば切りうどん小川屋」と書いてあるのがふと目に留まった 家の周りは旗で麦の青い上にはひばりがいい声で低くさえずっていた。弥勒には小川屋という料理屋があって学校の教員が宴会をしたり飲み食いに行ったりするということをかねて聞いていた。当分はその料理屋でまかないもしてくれるしヤグも貸してくれるとも聞いた。そこにはお種というきれいな評判な娘もいるという。製造は 辺たりに人がいなかったのを幸い、通りがかりの足をとどめて、低い柿から庭をのぞいてみた。庭には松が二、三本、桜の葉になったのが一、二本、障子の黒いのが琴に際立って目についた。柿の隅には椿とサンゴジとの厚い緑の葉が火を受けていた。椿には花がまだ二つ三つ葉くれに残って見える。この辺の名物だという赤木おろしも、 4月に入ると全くやんで今は野も緑と黄と赤とで美しく彩られた麦の旗を貫いた細い道は向こうに見えるひろ長い藩の並木に通じてその間から厄払しい藁吹屋根が水彩画のように見渡される応接室は泉村役場の応接室よりもきれいであったそこからはリーンのジムを取っている部屋がガラス窓を通してはっきりと見えた テーブルの上には戸籍台帳やら中税帳やら願い届をひとまとめにした書類やらが秩序よく置かれて頭を分けた痩せぎすの二十四五の男と五十ぐらいの頭の生えたジュジートが何かせっせと書いていた。助役らしいひげの生えた中年者と土地の勢力家らしい太った百姓とがしきりに何か笑いながら話していたが折々キセルをトントンと叩く。 村長は四十五ぐらいで、あばたらで、頭は半ば白かった。ここあたりによく見るタイプで、言葉には時々、武州なまりが混じる。泉村の助役の手紙を読んで、巻き返して、私は私役からも助役からもそういう話は聞かなかったが、と頭を傾けた時は、製造は不思議な思いに打たれた。なんだか狐につままれたような気がした。 私学も岸野もあまり無責任に過ぎるとも思った。村長はしばらく考えていたが、やがて、それじゃもう、うちうち、転任の話も決まったのかもしれない。今いる平田という教員が評判が悪いので、帰るっていう話はちょっと聞いたことがあるから、と言って、一つ学校に行って、校長に会って聞いてみる方がいい。横平な口の聞き方が。 まず若い彼のプライドを傷つけた。何もできもしない百姓の文在で金があるからといって生意気なやつだと思った初めての教員初めての世間への門でそれがこうした冷淡な幕で開かれようとは彼は思いもかけなかった1時間後彼は学校に行って校長に会った授業中なので30分ほど教員室で待った教員室には掛けずや大きなそろばんや 書籍や植物標本やいろいろなものが散らばって乱れていた。助教員が一人隅の方で何かせっせと調べ物をしていたが、はじめちょっと挨拶したぎりで言葉もかけてくれなかった。やがてベルが鳴る。長い廊下を生徒はぞろぞろと整列してきて、別れをやるとそのまま蜘蛛の子を散らしたように広場に散った。今までの性質とは打って変わって、足音、号令の音、 散らばった生徒の騒ごとが校内に道渡った校長の背広には白いチョークがついていた顔の長い背の高いどっちかといえば痩せた方の体格で市販校での特色の医師の気取りがその態度にありありと見えた知らぬふりをしたのかそれとも本当に知らぬのか製造にはその時の校長の心がわからなかった校長はこんなことを言ったちっとも知りません しかし加藤さんがそう言って岸野さんもご存知ならいずれ何とか命令があるでしょう少し待っていただきたいものですが次議によればすぐにも死者をやってよく聞き正してみてもいいから今夜一晩は不自由でもあろうが役場に泊まってくれとのことであった教員室には教員が出たり入ったりしていた五十ぐらいの平田という老朽と若い背広の関という準教員とが 廊下の柱のところに立って、久しく何を問うか語っていた。二人は時々こっちを見た。ベルがまた鳴った。校長も教員も皆出て行った。生徒はぞろぞろとお潮のように集まって入ってきた。助教員は教員室を出ようとして、じろりと製造を見ていった。消化の時間であると見えて、校道に生徒が集まって、やがて緩やかなオルガンの音が、 静かな校内に聞こえ出した。ショー終わり。この録音はパブリックドメインです。リブリボックスドットオグのために録音されました。三村役場の人へは寂しかった。小遣いの部屋に彼は寝ることになった。日のくれぐれに勝手口から井戸のそばに出て平野をめぐる 遠い山々の暗くなるのを眺めていると身も引き入れられるような悲しみがそれとなく心を襲ってくる父母のことがひしひしと思い出された幼い頃は兄弟も多かったその頃父は足利で呉服屋をしていた財産もかなり豊かであった7歳の時没落して熊谷に来た時のことを彼はおぼろげながら覚えている。 母親の泣いたのを不思議に思ったのをも覚えている。今は、兄も弟も死んでしまって、自分一人になった今は、家庭の関係についても、他の学友のような自由なことは言っていられない。人のいい父親と、弱々しく、情愛の深い母親と思ったこの身は、生まれながらにして、すでに発光の運命を得てきたのである。こう思うと、例のセンチメンタルな感情が、 激しく胸に迫ってきて涙がおのずと押すように出る。近い森や道や旗は名残なく暮れても遠い山々の頂はまだ明るかった。浅間の煙が刷毛で吐いたように夕焼けの空になびいてその末がぼかしたように広く広がり渡った。河津の声がそこにもここにも聞こえ出した。ところどころの農家にともしびがとぼって 歌を歌っていく声がどこか遠くで聞こえる彼はじっと立ち尽くしていたふと前の藩の並木の辺りに人の来る気配がしたと思うと華やかに笑う声がして足音がバタバタと聞こえる小川屋に弁当とヤグを取りに行った小遣いが帰ってきたのだと思っていると夕闇の中から大きなヤグを担いだ黒い影が浮き出すように動いてきてその後に 女らしいいがちょこちょょここついてきた小遣いは部屋のうちにどさりとヤグを置いてさも重かったというように息をついたが昼間掃除しておいた産部人のランプに火をとぼした辺りは急に明るくなったご苦労でしたこう言って製蔵が庫内に入ってきたこの時製蔵はそこに立っている娘の色白の顔を見た 娘は携えてきた弁当をそこに置いて急に明るくなった一室をまぶしそうに見渡した。お種棒遊んで行くがええや小遣いはこんなことを言った。娘はニコニコと笑って見せた。評判な美しさというほどでもないが前のところに人に好かれるように縁なところがあって豊かな肉付きが頬にも腕にもあるわに見えた。 おっか、安兵衛が悪いって聞いたが、どうだい、もういいかなああ、風だんべえ寒い思いをしてはいけない、いけないって言っても、うたた寝などしているもんだから、風邪をひいちゃったんさ。おっか、いい気だからな。本当に困るよ。でも、お種うは、稼ぎのだから。おっか、楽ができだな。娘は黙って笑った。しばらくして、お客様の弁当は、明日も持ってくるんだんべえか。 そうよ。それじゃあおやすみ。と、娘は帰りかけると。まあいいじゃねえか。遊んでいきやな。遊んでなんかいられねえ。これから後じまいしねきゃなんねえ。それだらおやすみ。と出ていってしまう。弁当には卵焼きと漬物とが入れられてあった。小遣いは出流れのぬるい茶をついでくれた。やがてじじいは脇に行って、内職のわらを打ち始めた。夜はしんとしている。 川津の声に家も身も埋められるように感じた彼は想像にも疲れ去りとて読むべき雑誌も持ってこなかったので包みの中から洋紙を横閉じにした手帳を出して鉛筆で日記をつけ出した4月25日と前の日に続けて書いてふと思いついて鉛筆を逆さにしてゴムでゴシゴシ消した今日は少なくとも一生のうちで 新しい生活に入るる記念の第一日である小説ならばパートが改まるところである」で。で彼はページの裏を半分白いままにしておいて次のページから新たに書き始めた「4月25日弥勒にて」。1ページほど簡単に書き終わってついでに今日の係りを数えてみた。「信号で買った天狗タバコが10銭」「途中の車代が30銭」 精神炭が5銭。学校で取った弁当が4銭5輪。合計49銭5輪。持ってきた1円20銭のうちから差し引き70銭5輪がまだ蒲口の中に残っていた。続いて今度ここに来るについての費用を計算してみた。25銭認め印。22銭名刺。3銭5輪歯磨き及び幼児。8銭5輪筆2本。 十四銭すずり一円十五銭帽子一円七十五銭羽織三十銭へこび十四銭五輪下駄四円七銭五輪これに前の七十銭五輪を加えて総計四円七十八銭なりと書いてそしてこの金を作るについて父母の苦心したことを思い出したわずか一円の金すら容易にできない家庭の憐れむべきを つくづくくづ味気なく思った夜儀の襟は汚れていた旅の緩やかな悲哀がスイートな涙を誘った彼はいつかかすかにいびきを立てていた翌日は学校の予算表の引きを頼まれて役場で一日を暮らしたそれが済んでから父母に手紙を書いて出した夕暮れに校長の家から使いがある校長の家は遠くはなかった 麦の青い旗のところどころに黄色い菜の花の一景が混じった。かやぶき屋根の一軒立ちではあるが、作りはすべて百姓屋の構えで、広い入り口、六畳と八畳と続いた部屋の前に小さな庭があるばかりで、細君のだらしのない姿も、子供の泣き顔も、茶の間の長火鉢も、畳の汚れて破れたのも、表から来る人の目に皆映った。校長の部屋には、 学校管理法や心理学や教育持論の赤い表紙などが見えた「君には本当に気の毒でした。実はまだ手はずだけで表向きにしなかったものだからね」と言って細君の運んできた茶を一杯ついで出して「君もご存知かもしれないが平田というあの年のよった教員あれがもう老朽で仕方がないから転校か免職かさせようと言っていたところに。 ちょうど加藤さんからそういう話があるって、岸野君が言うもんだから、それでお頼みしようって言うことにしたのでした。ところが少しあなたのおいでが早かったものだから、言いかけて笑った。そうでしたか、少しも知りませんものでしたから。それはそうですとも、あなたは知るわけはない。岸野さんが今少し注意してくれるといいんですけれど、あの人はああいう風で何事にも無頓着ですからな。 そそれじゃあその教員がいたんですか「ええそれじゃあまだ知らずにおりましたのですか?」「うちうちは知ってるでしょうけれど表向きはまだ発表してないんです」2「23日のうちにはすっかり損壊で決めてしまうつもりですから来週からは出ていただけると思いますがこう言って少し途切れて私の方の学校はみんないい方ばかりで万事全て丸くいっていますから初めて来た方にも勤めいいです」 あなたも一つ大いに奮発していただきたい。報給もそのうちにはだんだんどうかなりますから。タバコを一服吸ってトンとたたいて。あなたはまだ正教員の免状は持っていないんですね。ええ。じゃあ一つ取っておく方が万事都合がいいですな。中学の証明があれば実家を少しやればわけはありゃしないから。教授法はちっとは読みましたか。 少しは読んでみましたけれどどうも面白くなくて困るんです。どうも教授法も実地にあたってみなくては面白くないものです。やってみるとこれでなかなか味が出てくるもんですがな。学校教授法の実験に興味を持つ人間と詩や歌に憧れている青年とがこうして長く相対して座った。茶請けには大きい塩せんべいが56枚盆にのせて出された。校長の細君は 挨拶をしながら顔の青白い鼻の高い眉と眉との間の遠い客の姿を見て弱々しい人だと思った次の間では話をしている間今年生まれた子がしっきりなしに泣いたがしかし主はそれをやかまやしいとも言わなかった六月が辺りに散らばって火鉢の鉄瓶はカラカラ煮え立っていた中学の話が出る師範校の話が出る教授用の経験談が出る 同僚になる人々の噂が出る製造は思わず今日に乗って理想をめいたことやら家庭のための犠牲ということやらその他いろいろのことを打ち明けて語って一生小学校の教員をする気はないというようなことまでほのめかした製造は昨日学校で会った時に見ずこの校長の存外性質の良さそうなところのあるのを発見した校長の語るところによるとこの三田谷という地は村長や 死刑の府兄の権力の強いところで、その舵を取っていくのがなかなか難しいそうである。それに人気もあまり良い方ではない。ほっと、上村君、下村君などという利根川図寄りの村落では、青島の鎮畑が盛んで、若い男や女が出入りするので、風俗もどうも悪い。七八歳の子供が、ひわい極まる歌などを覚えてきて、それを平気で学校で歌っている。 私がここに来てからもう三年になりますが、その自分は生徒の風紀はそれはずいぶんひどかったものですよ。はじめは私もこんなところにはとても務まらないと思ったくらいでしたよ。今ではそれでもだいぶよくなったがな、と校長は語った。帰るときに、明日は土曜日ですから、日曜にかけて一度行田に帰ってきたいと思いますが、お差し支えはないでしょうか。彼はこう尋ねた。ようござんすとも。 それでは来週から勤めていただくように。そのよはやはり役場の小遣い部屋に寝た。章終わり。この録音はパブリックドメインです。リブリボックス。オのために録音されました。し。朝起きると。春雨が。ひとひとと降っていた。濡れた。麦の緑と。 菜の花の黄色とはいつもよりは際立って美しく野を彩った。村の道を蛇の目傘が一つ通っていった。製造は八時過ぎに晩傘を借りて雨をついて出た。それには三鷹村役場と黒々と大きく書きつけてあった。小川屋の傍らの川べりの市民からは雨だれがハラハラと傘の上に乱れ落ちた。錆びた黒い水には いいが赤い腹を見せているふと街道のとっつきの家から小川屋のた種という色白娘が白い手ぬぐいで髪を覆ったまま傘もささずに大きな雨だれの落ちる木陰を急いでこなたにやってきたが二三歩前で製蔵と顔見合わせてちょっと会釈し,して笑顔を見せて通り過ぎた。学校はまだ授業が始まらぬので。 門から下駄箱の見えるほとりには生徒の傘がぞろぞろと続いた。男性とも女性とも多くは包みを腰のところに背負って飼料をからげて歩いてくる。雨の降る中を濡れそぼちながら傘を車の輪のように地上に回してくるわっぱもあれば傘の絵を首のところで押さえて網棒と毛糸とを動かして歩いてくる十二三の娘もあった。 このらを来週からは自分が教えるのだと思って製造はその前を通った。秋方から降り出した雨なので道はまだそう大して悪くなかった。車や馬の通ったところはぐしゃぐしゃしているが拾えば泥にならぬところがいくらもある。道の縁の乾いた土には雨がまだわずかに染み込んだばかりであった。泉村の役場に助役を訪ねてみたがまだ出勤していなかった。 道に沿った長い汚い土ブにはもやいや足の新芽や桃高がごたごたと吐いてけの網を帯びた藪がその上に覆いかぶさった雨だれがバラバラ落ちた道のほとりに軒の傾いた小さな百姓屋があって壁には月や桑や古い箕などがかけてある髪の乱れた太ったかかが,が柱によりかかって 今年生まれた赤子に乳を飲ませていると亭主らしいひげ面の四十男は雨に仕事のできぬのを退屈そうに手を伸ばして大きなあくびをしていた鎮守の八幡宮の貝吹の古い社殿は街道から見えるところにあった鳥居の傍らには社殿修繕の寄付金の生命と高とが古く新しく並べて書いてある周囲の欅の大木にはもう新芽が兆し始めた 祭銭箱の前には、額紙を手ぬぐいで巻いた子守が2人、子守歌を調子よく歌っていた。昨日の売れ残りの深しい芋がまずそうに並べてある店もあった。雨は細く糸のように、その飛行機の木をかすめた。畑にはようやく芽を出しかけた桑。目も覚めるように黄色い菜の花。原げやスミレや草の生えているあぜ。遠くに杉や菓子の森に囲まれた。 豪の,の白壁も見える青島も折る音が所々に聞こえる。ちゃんからちゃんからと忙しそうな調子が絶えず響いてくる。時には辺りにそれらしい人家も見えないのにどこで覆ってるのだろうと思わせることもある。歌が若々しい調子で聞こえてくることもある。ほっとかしの方に分かれる道の角にはここらで評判だといううどん屋があった。朝から大釜には湯がたぎって。 あるじらしい男が大きな延べ板にうどん粉をなすってせっせと玉を伸ばしていた赤いたすきをかけた若い女中がなじみらしい百姓と笑って話をしていた「道の曲がったところに古い石が建ててある維新前からある境界石でこれより羽生漁としてある広長い藩の片側並木が田んぼの間にひとしきり長く続くそれに沿って細い川が流れて 燃え出した水草の陰を不幸がちょろちょろ泳いでいる。羽生から大声に通う乗り合い場所が泥を飛ばして通っていった。来る時には道端のこけらぶきの汚いだるま屋の2階の屋根に襟垢のついた布団が昼の日ののどかな光に干されて下では青白い顔をした女がせっせと張り物をしていたが今日は障子がびっしゃりと閉じられて。 日当たりの悪いところには青ゴケの生えたのが汚く目についた。だんだん道が悪くなってきた。拾って歩いてもピシャピシャしないようなところはもうなくなった。足のかかとを離さないようにして歩いてもすり減らしたコマゲーターからは絶えず羽が上がった。風が出て雨も横しぶきになって袖も濡れてしまった。羽生の町は寂しかった。時々晩傘や ジャガスが通るばかり久しの長く出た広い通りは新んとしている郵便局の前には為替を受け取りに来た若い女が立っているし呉服屋の店には番頭と小僧とが固まって話をしているし旅屋の店には青島と雲彩織戸が積み重ねられた中で職人がせっせと旅を縫っていた新式にガラス戸の店を作った動物屋の前には自転車が1個 中場は軒の雨だれに濡れながら置かれてある。町の四つ筋には繁殖台が高く立った。そこから行田道は分かれている。タバコやうどんや医者の大きな玄関塀の上にそびえている形の面白い松。吹き居が清い水を吹いている豪華の前を向こうに出ると草の生えた溝があって白いペンキの生えた門に「羽生文章」という札がかかっている。 巡査が一人剣をじゃらつかせて雨の降りしきる中を出てきたそれからまた裏町の人化が続いた多くはこけらぶきの古い貧しい江波である馬車屋の前に乗り合い馬車が一台あってもう出ると見えて客が二三人乗り込んでいた製造は立ち止まって聞いたがあにくいっぱいで乗せてもらう余地がなかった製造の姿はなおしばらくその裏町の 古い家並みの間に見えていたがふととある小さな家の大和商事を開けて入っていった中には中年の神さんがいた「下駄を一つ貸していただきたいんですが巫力から雨に降られて閉行してしまいましたお安い御用ですともかみさんは足立を出してくれた足立の刃はすれて曲がって歩きにくいことを一通り出なかった駒げたよりはいいが 羽はやっぱり少しずつ上がった。彼はついに信号から十五線で車に乗った。書終わり。この録音はパブリックドメインです。リブリボックスドットオグのために録音されました。5. 家は行田町の大通りから昔の城跡の方に行く横丁にあった。 角に柳の湯という湯屋があってそれと対してきれいな女中のいる料理屋の入り口が見える胸割り長屋を一軒仕切ったというような軒の低い家で風雨にさらされて黒くなった大和商事に糸のような細い雨が蓮に降りかかった隣には蚕の仲買をする人が住んでいてその時節になると狭い雑誌から台所茶の間入り口まで 白い眉でいっぱいになって朝から晩までごたごたと人が出入りするのが例であるが今は立てつけの悪い障子がぴっしゃりとしまって辺りがしんとしていた。施蔵は大和障子をがらりと開けて中に入った。年の頃40ぐらいの品のいい丸まぎに言った母親が立ち物板を前に辺りにハサみ糸巻き針箱などを散らかして せっせとん仕事をしていたが障子が開いてせがれの顔がそこに現れると「まあ製造会」と呼んで立ってきた「まあ雨が降って大変だったね」「濡れそぼちた袖やら羽の上がった袴などをすぐ見て取ったが言葉をついで「あいにくだったねお前昨日の具合ではこんな天気になろうとは思わなかったのにずっと歩いてきたのかえ?」「歩いてこようと思ったけれど」信号に 安い帰り車があっったた。から乗ってきた見慣れぬ足田を履いているのを見て「どっから借りてきたえ足田を」みんなだでそうか「みんなで」「そうかえみんなで借りてきたのかえ本当に大変だったね」こう言って雑巾を買ってから持ってこようとすると「雑巾ではだめだよおっかさん」「バケツに水を汲んでくださいな」「そんなに汚れているかえ?」と言いながら買ってから バケツに水を半分ほど汲んでくる乾いた手ぬぐいをもそこに出した。清三はきれいに足を洗って手ぬぐいで拭いて上に上がった。母親はその間に結城島の綿入れと自分の紬の着物を縫い直した羽織とをそろえてそこに出して縫いだ羽織と墓とを手ばしこく獲物だけにかける。二人はやがて長火鉢の前に座った。どうだったえ 母親は鉄瓶の下に火を荒らけながら、心にかかるその様子を聞く。かいつまんで製蔵が話すと、そうだってね手紙が今朝はついたよ。どうしてそんな不都合なことになっていたんだろうね。なあに少し早く行き過ぎたのさ。それで話はどう決まったえ来週から出ることになった。それはよかったね喜びの色が母親の顔に昇った。 それからそれへと話は続いた。校長さんはどういう人だの優しそうな人かどうかの魅力というところはどんなところかの下宿する良いところがあったかのといろいろなことを持ち出して母親は聞いた。製蔵はいちいちそれを話して聞かせた。お父さんはしばらくして製蔵がこう聞いた。ちょっと下押しまで行ってくるって出かけて行ったよ。 どうしても少しお,お足をこしらえてこなくってはってね雨が降るから明日にしたらいいだろうと言ったんだけれど製造は黙ってしまった貧しい自分の家のことが今さらに頭に繰り返される父親の働きのないことが歯がゆいようにも思われるが一方にはまた好人物で善人で人に騙されやすい弱い鈍い性質を持っていながら偽物の書画を 人にはめることを職業にしているということに華だしく不快を感じた正直な彼の心には父親の職業は人間のすべき制業ではないように常に考えられているのである騙されさえしなければ今でも相応な呉服屋の店を持っていられたのであるこう思うと何も知らぬ母親に対する同情とともに制業でない職業とは言いながらこうした雨の降る日に わずか五十銭か一円の銭で一里もあるところに出かけていく老いた父親を気の毒に思った。やがて鉄瓶がちんちん音を立て始めた。母親は古い茶ダンスから茶の入った缶と急ストを取った。茶はもう子になっていた。火鉢の引き出しの紙袋には塩せんべいが二枚しか残っていなかった。製造は夕暮れ近くまで母親の仕事する傍らの 暗い窓の下で熊谷にいる同窓の友に手紙を書いたり新聞を読んだりしていた友の手紙には恋のことやら詩のことやら明星派の歌のことやら我ながら若々しいと思うようなことを慶視に2枚も3枚も書いた「4時ごろから雨は晴れた道はまだぐしゃぐしゃしている父親が不成功で帰ってきたので家庭の空気が何となく重々しく」。 親子三人黙って湯飯を食っていると「ごめんなさい」という声を先に立てて立て付けの悪い大和商事を開けようとする人がある。母親が立って行って「まあさあどうぞ」い「いえちょっと湯に参りましたのですが帰りにねあなたお宅へ上がって今日は土曜日だから製造さんがお帰りになったかどうか育児が伺ってこいと申しますものですからいつもご無沙汰ばかりいたしておりましてね。 「まあ本当に、まあどうぞおかけくださいまし」親「親ユキさんもご一緒に」「さあユキさんこっちにお入りなさいましよ」と女同士はしきりにしゃべり立てる。育児の妹のユキ子は「やせぎすなすらりとした田舎には珍しいいい娘だが湯上がりの薄く化粧した白い顔を夕暮れの暗くなりかけた空気にくっきりと浮き出すように見せて」 濡れてぬぐいに世けんを包んだのを持って立っていた。さあこんなところですけど。いいえ、もうそうはいたしてはおりませんから。それでもまあちょっとおかけなさいましな。この会話にそれと知った星蔵は箸を捨てて立ってそこに出てきた。母親どもの挨拶し合っている向こうにゆきコの立っているのをちょっと見てすぐ目をそらした。育児の母親は星蔵の顔を見て。 お帰りりになりましたね。育児が待っておりますから今夜あがろうと思っていましたそれじゃあどうぞお遊びにおいでくださいまし毎日行ったり来たりしていた方が急においでにならなくなるとあれも寂しくって仕方がないと見えましてねそれに他に仲のいいお友達もないものですから育児の母親はやがて帰っていく製蔵も母親も再び茶豚台に向かった 親ははやはり黙って湯,飯を,食った湯を飲む時母親は急に「ゆきさん大変きれいになんなすったな」と誰に向かって言うともなく言ったけれど誰もそれに調子を合わせるものもなかった父親の茶漬けをかき込む音がさらさらと聞こえた製造はたくあんをガリガリ食った日は暮れかかる雨はまた降り出した「を終わり」 この録音はパブリックドメインです。リブリボックスドットオのために録音されました。6. 加藤の家は五丁と隔たっておらなかった。公園道の半ばから左に折れて裏町の間を少し行くとやがて一方麦畑一方垣根になって夏は暮れないと 白の木綿が咲いたりきゅうりやトーナツがなったりした緑色の重なった夕闇に蛍の飛ぶのを雪子や茂子と追い回したこともあれば寒い冬の月夜をカルタに吹かしてカラコロと足音高く帰ってきたこともあった細い麹の杉垣の奥の門と瓦屋根それは彼にとって誠に少なからぬ思い出がある今日は桜の葉を通して ランプの光がキラキラと雨に濡れて光っていた。いい子の色の白い取り澄ました顔や、シエ子のあどけなくニコニコと笑って迎える様や、晩酌によって機嫌よく話しかける父親の様子などが、まだ訪問せぬうちから、はっきりと目に見えるような気がする。笑い声がいつも絶えぬ平和な友の家庭を羨ましく思ったことも、一度や二度ではなかった。軍師学といえば、 田舎では随分こわもてのする方で難しい理屈っぽい取りつきにくい太刀のものが多いが育児の父親はものの分かりが早くって優しくって親切でそして口を利く方にかけてもかなり重みがあると人から思われていたひげは半ば白く髪にもちらちら混じっているが気はどちらかといえば若い方で青年を相手に教育上の議論などを 開かかずにして聞かせる蔵と,と育児と話している部屋に来ては二人を相手にいろいろなことを語った。門を開けるとベルがチリチリンとなった。踏み石を伝って入り口の格子戸の前に立つとランプを持って迎えに出た茂子の笑顔が浮き出すように闇の中にいる製蔵の目に映った。「林さん」と覗くようにしてみて「兄さん林さん」 と高い無邪気な声を立てる父親は今日熊谷に行って不在であった子供がいないので部屋がきれいに片付いている掃除も行き届いて茶の間のランプも明るかった母親は長火鉢の前に晴れやかな顔をして座っていたユキコは勝手で後じまいをしていたがちょうどそれが終わったので白い前かけで手をふきふき茶の間に来た挨拶をしていると 育児は奥から出てきて製造をそのまま自分の書斎に連れて行った書斎は四畳半であった霧の古い本箱が積み重ねられて「交換一六四季五経闘争八課文」などと書いた白い紙がそこに貼られてあった三尺の半読の宋雲の蘭の服のかかっているのがランプの遠い光におぼろげに見える ランプの乗った頬の大きな机の上には、明星、文芸クラブ、万葉集、一葉全集などが乱雑に散らばって置かれてある。一年も会わなかったようにして、二人は熱心に話した。いろいろな話が絶え間なく二人の口から出る。君はどう決まったしばらくして、製造が尋ねた。来年の春、高等師範を受けてみることにした。それまでは、ただ打っても仕方がないから、 ここの学校に教員に出ていて、そして勉強をしようと思う。熊谷のおばあたからもそう言ってきたよ。やっぱり講師を受けてみるって。そう、君のところにも行ってきたかい。僕のところにも行ってきたよ。小島や杉谷はもう東京に行ったってね。そう書いてあったね。どこに入るつもりだろう。小島は大地を志願するらしい。杉谷は。先生はどうするんだか。どうせ。 先生は学費になんか困らんのだからどうでも好きにできるだろう。この町からも東京に行くものはあるかねそうと育児は考えて佐藤は行くようなことを言っていたよ。どういう方面に工業学校に入るつもりらしい。同窓に関する話が尽きずに出た。製造の身にしては将来の方針を定めて天でに出たい方面に出ていく友達が。 この上もなく羨ましかった中学校にいるうちから卒業して後の境遇をあらかじめ想像せぬでもなかったがその時はまたその時で思わぬ運が思わぬところから向いてこないとも限らないと強いて心を休んじていたけれどそれは空想であった家庭の上は日に日にその身を実際生活に近づけていった彼はまた母親から優しい温かい血を受け継いでいた 幼い時からさざ波のおじさんのおとぎ話を読み小説や歌や俳句に若い思いを沸かしていた体の発達するにつれて心は燃えたり冷えたりした町の若い娘たちの目つきをも読みうるようにもなった声の味もいつか覚えたあるデザイーに促されて人を知れず汚い技をすることもあった世間は自分の前に 面白い楽しい舞台を広げていると思うこともあれば汚い醜い近づくべからざる現象を示していると思うこともある自己の満たしがたい欲望と美しい花のような世界といかになりゆくかを知らぬ自己の将来と考えるときはいつも暗いわびしい耐えがたい心になった熊谷にいる友人の声の話からアートの君の話が出る僕は苦しくて仕方がない どうかする方法がありそうなもんだね。二人はこんなことを言った。昨日公園で会ったんさ。ちょっと裏側から帰ってきたんだって。先生いたずらに肥えてるっていう形だった。育児はこう言って笑った。いたずらに肥えてるはいいね。生蔵も笑った。君のシスターが友達だし、先生のエルダーブラザーもいるんだし、どうにか方法がありそうなもんだね。 まあ放っておいてくれ考えると苦しくなる」。胸にひそかに恋を包める青年の苦しさというような顔を育児はしてみせた。前に自らも言ったように育児は講談師ではなかった。男らしいきっぱりとしたところはあるが体格の大きい肩のいかった目の鋭い頬骨の出たところなど女に疲れるような点はなかった。若い者の苦しむような反問は彼の胸にもあった。 製造に比べては境遇も良かった。家庭も良かった。高等師範に入れぬまでも東京に行って1、2年は就業するほどの学費は出してやる気が父親にもある。それに体格がいいだけに思想も健全で製造のようにセンチメンタルのところはない。製造が今度の弥勒行きをこの上もない絶望のように田舎にうずもれて出られなくなる第一歩であるかのように言ったのを。だって、 そんなことはありゃしないよ。君、人間は境遇に支配されるということは、それはいくらかはあるに違いないが、どんな境遇からでも出ようと思えば出てこられる、と言ったのでも、育児の性格の一部はわかる。その時、製造は、君はそう言うけれど、それは境遇の束縛の恐ろしいことを君が知らないからだよ。つまり君の家庭の幸福から出た言葉だよ。そんなことはないよ。 いや僕はそう思うね。僕はこれっきり埋もれてしまうような気がしてならないよ。僕はまた彼に一歩譲って、人間がそういう種類の動物であると仮定しても、そういう消極的な考えには服従していられないね。じゃあどんな境遇からでも、その人の考え一つで抜け出ることができるというんだね。そうさ。つまりそうすると、人間万能論だね。どんなことでもできないことはないという議論だね。 君はじきそう極端に言うけれど、それはそこに取りのけもあるがね。その時、いつもの単純な理想論が出る。積極的な考えと消極的な考えとがごたごたと混合して、要領を得ずにおしまいになった。彼らの群れは、学校にいる頃から、文学上の議論や人生上の議論などをよくした。審派の和歌や俳句や叙情文などを作って、互いに見せ合ったこともある。 一人が仙骨という号をつけると、みんな骨という字を用いた号をつけようじゃないかという道義が出て、破骨だの、遮骨だの、露骨だの、肋骨だの、肩骨だの、骨だのという面白い号ができて、しばらくの間は手紙をやるにも話をするにもみんなその骨の字の号を使った。肋骨というのはやはり育児や製造と同じく三人の道を朝早く熊谷に通った連中の一人だが、 その本当の号は喜山といって町でも屈指の青島省の息子で平成は囲みなどを占めて常に色の白い顔に銀縁の金眼鏡をかけていた田舎の青年に多く見るような非常に熱心な文学好きで雑誌という雑誌は大抵取って初めはいろいろな投書をして自分の号の活字になるのを喜んでいたが近頃ではもう投書でもあるまいという気になって 毎月の雑誌に出る小説や詩や歌の批評を縦横にその仲間にして聞かせるようになったそれに当初から付き合いをすることが好きで地方分断の小さな雑誌の支出と常に手紙の往復をするので地方分断小息には「武州行団には石川絆あり」などとよく書かれてあった時の分断に名のある作家も二三人は知っていたやはり骨の字の「号をつけた一人で これは文学などはあまりわかる方ではなく同じ仲間にお付き合いにつけてもらった組であるが彼の兄が行田町に一つしかない印刷業をやっていてその前を通るとガラス戸の入り口に行田印刷所と書いた陰気に汚れた大きい看板がかかっていて旧式な手釣りが一台例の大きな羽を巻き返し繰り返し動いているのが見える広告の引き札や名刺が主で、 時には軍役所警察署の簡単な報告などを頼まれてすることもあるがそれは極めてまれであった棚に並べたケースの活字も少なかった文線も食事も印刷も主が皆一人でやった日曜日などにはその弟が汚れた筒袖を着て手釣り台の前に立ってすれた紙を翻しているのを常に見かけた金持ちの息子と見てその小遣いを見込んで それで、そそんのかしたというわけでもあるまいが、この4月の月の初めに、木山がこの印刷所に遊びに来て、長い間その主人兄弟と話していったが、帰るとき、それじゃあ毎月7、8円ずつ損するつもりなら大丈夫だね。原稿料は出さなくったって、書き手はたくさんあるし、それに、2、30部は売れるわね、といった顔は、新しい計画に対する喜びに輝いていた。 行田文学という小雑誌を起こすことについての相談がその連中の間に持ち上がったのはこれからである。喜山がその相談の席で「それから羽生の浄願寺に山形古城がいるあね」「あの人はあれでなかなか文壇には聞こえている名家で新大使じゃ有名な人だからまず第一にあの人に参成員になってもらうんだね」「あの人から頼んでもらえば原教花の原稿ももらえるよ」 あの古城っていう人は、ここの士族だって言うじゃないか。そうだって。だから参政員にするのはわけはないさ。ちょうど製造が弥勒に出るようになった時なので、彼がまずその寺を訪問する責任を仲間から負わせられた。そのよ、行田文学の話が出ると、育児が、寄ってみたかね。あいにく雨にあっちゃったものだから。そうだったね。今度行ったら一つ寄ってみよう。そういえば、 今日、小木生君が、羽生に行ったが、会わなかったかね小木生君がと、製造は珍しがる。小木生君というのは、やはりその仲間で、熊谷の郵便局に出ている、同じ町の料理店の息子さんである。今度、羽生局に勤めることになって、今、車で行くというところを、育児は町の角で会った。これからずっと長く勤めているのかしら。無論、そうだろう。羽生の局をやっているのは、 君の親類だから。それはいいな。君の話し相手ができていいと僕も思ったよ。でも、そんなに親しくはないけれど。じき親しくなるよ。ああいう優しい人だもの。そこにシエ子が、昼間こしらえたのですから、まずくなれましたけれど、とおはぎを運んで茶をさしてきた。そのまま兄のそばに座って、無邪気な口ぶりで二言と三ことを話していたが、今度は姉のゆき子が、 竹の高い姿をそこに表して、兄さん、石川さんが、と言う。やがて石川が入ってきた。座に、製蔵がいるのを見て、君のところに今寄ってきたよ。そうか。こっちに来たってマザーが言ったから、こう言って石川は座って、先生がうまく務まりましたかね。製蔵は笑っている。育児は、まだできるかできないかやってみないんだとさ、とそばから言う。 茂子,子も石川の顔を見ると挨拶してすぐ引っ込んで行ってしまった。育児と製蔵と話している間は話に気が置けないのでよく長くそばに座っているが他人が混じると済ましてしまうのが常である。それほど製蔵と育児とは仲が良かった。それほど製蔵とこの家庭とは親しかった。育児と製蔵との話しぶりも石川が来るとまるで変わった。 いよいよ来月の15日から1号を出そうと思うんだがねもうすっかり決まったかえ東京からも大化では冷水と天水とが書いてくれるはずだそれに地方からもだいぶ原稿が来るから大丈夫だろうと思うよ」こう言って地方の小雑誌やら東京の文学雑誌やらを56種出したが岡山地方で発行する菊版24ページの小文学というのを特に抜き出して 大抵こういうふうにしようと思うんだ。沢田印刷所にも相談してみたが、それがいいだろうと言うんだけれど、どうも中の体裁はあまり感心しないから、組み方なんかは別にしようと思うんだがね。そうね、中はあまりきれいじゃないね、と二人は小文学を見ている。これはどうだろう、と二段十八行、二十四字詰めの石川は見せた。そうね。三人は、 育児の持っている雑誌もそこに参考に出したランプは額を集めた3人の青年とそこに乱雑に散らかった雑誌とをくっきり照らしたやがてその中の一つにあれ方決まる石川の持ってきた雑誌の中に明星の4月号があった製蔵はそれを手に取って初めは藤島武二や中澤博光の木版画の鮮やかなのを見ていたが やがて愛子の歌にに熱心に見入った。新しい明星派の傾向が星座の乾いた胸にはさながら泉のように感じられた石川はそれを見て笑って「もう見てる違ったもんだね崇拝者は」だって実際いいんだもの何がいいんだか国語は死滅裂思想は新しいかもしれないが訳のわからない文句ばかり集めてそれで歌になってるつもりなんだから明星派の人たちには並行するよ。 いつかもやった「明星派是非論」それを三人はまた繰り返して論じた「章終わり」この録音はパブリックドメインです「リブリボックス .org」のために録音されました「夜はもう十二時を過ぎた」「雨だれの音はまだしている」 時々ざっと降っていく気配も聞き取られる。城跡の沼のあたりで潜りの鳴く声が寂しく聞こえた。一部屋には三つ床が敷いてあった。小さい丸曲げと、はげた頭とが、床を並べてそこに寝ていた。母親はつい先ほどまで目を覚ましていて、明日眠いから早くお休みよ、と幾度となく言った。 ランプを枕元につけておいてつい寝込んでしまうと危ないからとも忠告した。その母親も寝てしまって父親のいびきに混じってかすかな息がスースー聞こえる。さらなだに髪の傘が古いのに先ほど芯が出過ぎたのを知らずにいたので声が半分ほど黒くなって光線が嫌に赤く暗い。製蔵は枯れてきた明情をほとんど我を忘れるほど熱心に読みふけった。 椿それも梅もさなりき白かりきわがつみ問わぬ色桃に見るわがつみ問わぬ色桃に見る桃に見るあの赤い桃に見ると歌った心がしみじみと胸にしみた不思議なようでもあるし不自然のようにも考えられたまたこの不思議な不自然なところに新しい泉がこんこんとして湧いているようにも思われた色桃に見ると 四の句と五の句を分けたところに言うに言われぬ匂いがあるようにも思われた。彼は石ごとに、一ページごとに本を伏せて、湧いてくる思いを味わうべく余儀なくされた。この瞬間には、昨夜、役場に寝たわびしさも、弥勒から羽生まで雨にそぼ濡れてきた辛さも全く忘れていた。ふと石川と今夜議論をしたことを思い出した。あんな荒い感情で、 文学などをやる気が知れぬと思った。それに控えて自分の感情のかく鮮やかに新しい主張に触れ得るのを我と自ら感謝した。渋谷の寂しい奥に住んでいる詩人夫妻の詫び住まいのことなどをも想像してみた。なんだか悲しいようにもあれば羨ましいようにもある。彼は歌を読むのをやめて、体裁から、組み方から、表紙の絵から全て新しい匂いに満たされた。 その雑誌に憧れ渡った。時計が二重を打っても彼はまだ床の中に目を大きく開いていた。ネズミの天井を渡る音が騒がしく聞こえた。雨は降ったり晴れたりしていた。人の心を高いに誘うようにざっと寂しく降って通るかと思うとびしょびしょと雨だれの音が軒の問いを伝って落ちた。いつまで憧れていたって仕方がない。もう寝ようと思って起き上がって。 暗いランプを手にして父母の寝ている余ぎの裾のところを通って川屋に行った。手を洗おうとして雨戸を一枚開けると縁側に置いたランプがくっきりと闇を照らして濡れた南天の葉に雨の降りかかるのが光って見えた。障子を立てる音に母親が目を覚まして「製造かえああ。まだ寝ずにいるのかえ今寝るところなんだ。早くお寝よ。 明日が眠いよ』と言って寝返りをして「もう何時だえ ?2 時が今鳴った」「2時」「もう夜が明けてしまうじゃないかお寝よ」「ああ」で布団の中に入ってランプをふっと吹き消した。「ショー終わり」「この録音はパブリックドメインです」「リブリボックス .org のために録音されました」 翌日午後1時ごろ白島の袴をつけて借りてきた足田を下げた製造と半ば剥いた新紬の古ぼけた島の羽織を着た父親とは行田の町外れを連れ立って歩いていった雨上がりの空はやや曇って時々思い出したように薄い日陰が差した町と村との境を限った川には足や胃やヒアナギが もう青々と目を出していたが、アヒルが五六杯ギャギャ鳴いて、バンガ傘と蛇の目傘とがその岸に並べて干されてあった。町に買い物に来た近所の百姓は腰をかけてしきりにうどんを食っていた。並んで歩く親子の後ろ姿は、低いひしや地焼きの瓦で吹いた屋根や、むつきを干し連ねた軒や、石屋の工作場や、鍛冶屋や、娘の青島を追っている家や、 子供の集まっている駄菓子屋などの両側に連なった間を静かに動いていった。と向こうから頭に番台を乗せて上に小旗を無数にひらひらさした網屋が太鼓を面白く叩きながらやって来る。父親は近在の新号というところの豪華に23日前昭和の服を5ピ品預けて置いてきた。今日行っていくらかにしてこなければならないと思って剛から弥国に行く 製造と一緒に出かけてきたのであるここまで来る間に父親は町の濃いな人に二人あった一人は気の置けない仲間のものでどこへ行くけそうけ信号へ行くけあそこはどうもなケチな人間ばかりで根っから拉致があかんなと言って声高くその中年の男は笑った一人は町の豪華の書が道楽の主人でそれが向こうから来ると 父親は丁寧に挨拶をして立ち止まった。この間のは「どうも悪いようだね、どうも怪しい」と向こうから言うと「いやそんなことはございません。出所がしっかりしていますから、折り紙付きですから」と父親はしきりに弁解した。製造は五6軒先から振り返ってみると父親がしきりに腰を低くして頭を下げている。その剥げた額を薄い光がテラテラ照らした。 数に行く街道と、立林に行く街道とが、町の外れで二つに分かれる。それから向こうは広々した野になっている。野のところどころには、こんもりとした森があって、その間に白壁の土蔵などが見えている。まだ桑を入れぬ谷は、原木が赤い毛線を敷いたように、きれいに咲いた。昇家の若旦那らしい男が、平坦な街道に滑らかに自転車を引き出してきた。道は、 野から村に入ったり村から野に出たりした菓子の高い毛垣で家を囲んだ豪華もあれば青ゴケが汚く生えた水を前にした荒壁の崩れかけた家もあった鶏の声がところどころにのどかに聞こえる街道に卸菓子屋が荷を卸していると髪をぼうぼうさせた村の駄菓子屋の神さんが帯も締めずに出てきて豆菓子や鉄砲玉をあれのこれのと言って いるようだけ犯している信号への分かれ道が近くなった頃、親子はこういう話をした。今度はいつ来るなお前。この月の土曜日には帰る。それまでに少しはどうかならんか。どうだかわからんけれど、月末だから少しはくれるだろうと思うがね。少しでも手伝ってもらうと助かるがな。製造は返事をしなかった。やがて別れるところに来た。 信号へはこれから一田んぼを越せばいける。それじゃあ気をつけてな。ああ。そこには行進塚が立っていた。は頭の父親が猫背になって歩いていくのと茶色の帽子に白島の袴をつけた製造の姿とは長い間野の道に見えていた。章終わり。この録音はパブリックドメインです。 リブルボックスドットオムのために録音されました。句。その世は役場に泊まった。校長を訪ねたが不在であった。彼は日記帳に、ああ我、ついに大変や。ああ我、ついに田舎の一教師に埋もれんとするか。明日、明日は万事定まるべし。損壊の夜の集合。ああ、一号持って後日によす。と書いた。 なお詳しく、その心持ちを書こうと思ったが、到底十分に書き表し得ようとも思えぬので、記憶に留めておくことにした。翌日、朝九時に学校に行ってみた。けれど、その平田というのがまだいたので、ひとまず役場に引き返した。一時間ばかりして、また出かけた。今度はもうその教員はいなかった。授業はすでに始まっていた。生徒を教える教員の声が、 各教場からはっきりと聞こえてくる。助教員の冴えた声も聞こえた。製蔵の胸はなんとなく踊った。教員室に入ると校長はテーブルに向かって何か書類の調べ物をしていたが、さあ入りたまえと言って製蔵の入ってくるのを待ってそばにある椅子を勧めた。お気の毒でした。ようやくすっかり決まりました。なかなか面倒でしてな。昨夜の相談でも いろいろの話が出ましたな。こう言って笑って。どうも、胸が小さくって、それで、やかましい学務委員がいるから困りますよ。校長は、言葉を継いで。それで、家の方はどうするつもりです。毎日、行田から通うというわけにも行くまい。まあ、当分は、学校に泊まっていてもいいけれど、考えがありますか。どっか、寄宿する良いところがございますまいか。 とこれをきっかけに製造が通った。どうも田舎だから格好なところがなくってここでなくても少しは遠くてもいいんですけれどそうですな一つ考えてみましょうどっかあるかもしれません2時間住んだところで製造は同僚になるべき人々に紹介された関という準教員はニコニコと気が置けぬようなところがあった 大島という校長辞席は、四十五、六ぐらいの都市好で、頭はもうだいぶ白く、ちょっと見ると、窮屈そうな人であるが、笑うと、顔に優しい表情が出て、初等教育には、さもさも熟達しているように見えた。はあ、この方が林さん、私は大島と申します。何分よろしく、といった言葉の調子にも、よなれたところがあった。次に、加納という、 顔にほころのある訓動と、杉田という太った師範校でとが紹介された。師範校では、なんだかそっけないような挨拶をした。助教員は下を向いて、ニコニコしていた。次の時間の授業の始まる前に、校長は生徒を第一教室に集めた。彼はテーブルのところに立って、新しい教員を生徒に紹介した。今度、林先生とおっしゃる新しい先生がおいでになりまして、 皆ささんの授業をななることになりました新しい先生は行田のお方で中学の方を勉強しているら知っ,ってよくお出来になる先生でございますから皆さんもよくいいことを聞いて勉強するようにしなければなりません。校長の脇に立って少しうつむき加減に顔を赤くしている新しい先生はなんとなく困ったような恥ずかしそうな様子に生徒には見えた。 生徒は黙って校長の言葉を聞いた。次の時間にはその新しい先生の姿は第三教室のテーブルの前に現れた。そこには高等一年生の十二三歳の児童がずらりと前に並んで何かしきりにガイガイや言っていたが先生が入ってくるといずれも目をその方に向けて黙ってしまった。新しい教師はテーブルの前に来て椅子に腰をかけたが その顔は赤かった。読本を一冊持ってきたが、テーブルの上に顔を垂れたまま、しばしの間はその教科書のページを翻して見ていた。後ろの方で、ささやく声がお料理した。教室のガラス戸は、塵にまみれて、灰色に汚く汚れているが、そこはちょうど光が黄色くさして、郊外ではスズメが桃さえずりをしている。通りを荷車のきしる音がガタガタ聞こえた。 隣の教室からは、助教員の細く尖った声が聞こえ出した。しばらくして、思い切ったというように、新しい教師は顔を上げた。髪の伸びた、額の広い、眉の濃いその顔には、一種の努力が見えた。第何課からですかこういった声は、広い教室に広がって聞こえた。第何課からですかと繰り返していって、どこまで襲われましたかこういったときには、 もう赤かった顔の色が冷めていた。答えがあちこちから雑然として起こった。生造は生徒の示した特本のページを広げた。もうこの時は初めて教場に立った苦痛がよほど薄らいでいた。どうせ教えずには済まされぬ身である。どうせ自分のベストを尽くすより他に仕方がないのである。人が何と言おうが、どう思おうが、そんなことに頓着していられる場合ではない。 こう思った彼の心は軽くなった。それでは始めますから。新しい教師は第六課を読み始めた。生徒は早い、しかし滑らかな流れるような声を聞いた。前の老朽教師の低い鉢のうなるような活気のない声に比べては大変な違いである。しかしその声はとかく早すぎて生徒の耳に止まらぬところが多かった。生徒は 本よりも先生の顔ばかり見ていた。どうですこれでわかりますか今少しゆっくり読んでください。いろいろな声があちこちから起こった。二度目には勤めてゆっくりした調子で読んだ。どうですこのくらいならわかりますかニコニコと笑顔を見せて、なれなれしげに彼は言った。先生、あとのはよくわかりました。今少し早くってもようございます。 などと生徒は言った。今までは先生に幾度読んでもらいました。二度ですか三度ですか二度二度です。という声が、そこにもここにも起こった。それじゃあこれでいいですな。と生蔵は生徒の存外無邪気な調子に元気づいて。でも始めのは早すぎましたから、今一度読んであげましょう。よく聞いておいでなさい。今度のは一層はっきりしていた。早くも遅くもなかった。 読める人に手を挙げさせて、前の列にいる色の白い可愛い子に読ませてみたり何かした。読めるのもあれば読めぬのもあった。製造は文章の中から難しい文字を拾って、それを黒板に書いて、順々に覚えさせていくようにした。ことに難しい字には、剣点をつけて、そのそばにカタカナでルビーを振ってみせた。テーブルの前に初めて立った時の苦痛はいつか、 ぬぐごとく消えて自分ながらやれさえすればやれるものだという快感が胸にあふれたやがて時間が来てベルが鳴った昼飯は小川屋から運んできてくれた正午の休みに生徒らはみんな運動場に出て遊んだブランコに乗るものもあれば鬼ごとをする者も,もある女性とは男性ととはおのずから別に組を作って愛を取ったりお手玉をもてあそんだりしている 運動場を縁取って柳の緑葉がまばらに並んでいるがその間からは広い青いのが見えた。製蔵は廊下の柱に寄りかかって無心にタウンで遊ぶ生徒らに見とれていた。そこにやってきたのは関という教員であった。優しい目つきとニコニコした円満な顔には初めて会った時から人の良さそうなという感を製蔵の胸に起こさせた。この人には 隔てを置かずに話ができるという気もした。どうでした一時間お休みになりましたかええ。どうも初めてというものは具合の悪いものでしてな。私などもつい三けほど前にここに来たのですが、初めは言われましたよ。どうも慣れないものですから。この道場を製造も嬉しく思った。私の前に勤めていた方はどういう方でしたあの方はもう年を取ったから。 辞めさせるという噂が前からあったんです今泉の人で随分古くから教員はやっているんだそうですがやはり若い者はずんずん出てくるものだからそれに教員をやめても困るっていう人ではありませんから家には財産があるんですか財産ということもありますまいが息子が荒物屋の店をしておりますからそうですかこんな普通な会話も この若い二人を近づける動機とはなった。二人はベルの鳴るまでそこに立って話した。午後には理科と習字等を教えた。夜は宿直室に泊まった。宿直室は六畳で、その隣に小遣い部屋があった。小遣い部屋には大きないろりに火がかかっかと起こって、自在階に吊るした鉄瓶は常に逃げくり返っていた。その向こうは流し元で、手桶のそばに、 茶碗や箸が置いてあった。棚には桶とすり鉢が伏せてあった。その世は大島訓道の宿職で、いろいろ打ち解けて話をした。彼は栃木県のもので、久しく宇都宮に教鞭をとっていたが、一昨年埼玉県に来るようになって、ちょっと浦和にいて、それからここに赴任したという。家は大声剤で、十五歳になる娘と九歳になる男の子がある。 初めて会った時と打ち解けて話し合った時と漢字はまるで違っていた。大島先生は一号の晩酌に真っ赤になって、教育上の経験やら若い者の,のためになるような話やらを得意になってして聞かせた。夕夜が通りにあった。細い煙突から煙が青く黒く上がっているのを見たことがある。格子戸が男湯と女湯とに分かれて入るとそこに番台があった。 湯気の白くいっぱいにこもった中に、箱ランプがぼんやりと暗くついていて、トイから落ちるあがれ水の音が高く聞こえた。湯殿は掃除が行き届かぬので気味悪くぬらぬらと滑る。製蔵は湯に浸かりながら自分の新しい生活を思い浮かべた。章終わり。この録音はパブリックドメインです。 リブルボックスドットオンのために録音されました。10。ある朝、授業を始める前に、製造はテーブルの前に立って、真面目な調子で生徒に言った。今日は皆さんにおめでたいことを一つお知らせいたします。皇太子妃殿下、貞子姫には、去る29日、新たに親王殿下を、やすやすとご分べ遊ばされました。これは皆さんも新聞史上で、 お父様やお母様からすでにお聞きなされたことと存じます。皇室の御栄荒らせられることは、我々国民にとって、まことに喜びに耐えませんことで、先週万歳、皆さんの毎日お歌いになる君が代の昇華にも、さざれ石の慰やおとなれて、苔のおむすまでと申してございますとおりであります。しかるに、一昨日、その新郎殿下のご命名式がございまして、 道宮殿下博仁親王と名乗らせられるということがご発表になりましたこう言って彼は後ろ向きになってチョークを取って黒板に「道宮博仁親王」という六字を大きく書いてみせた「章終わり」この録音はパブリックドメインです「リブリボックス」 ドットのたた。めに録音されました11どうぞ一つ名誉参戦員になっていただきたいと存じます。それに何か原稿を。どんなに短いものでも結構ですから。製造はこう言って前に座っている浄元寺の北条さんの顔を見た。かねて聞いていたよりも風斎のあがらぬ人だと彼は思った。新大使小説その名は東京の文壇にも かなり聞こえている製造はかつてその詩集を拝読したこともある。雑誌に載った小説を読んだこともある。一昨年ここの住職になるについてもやむを得ぬ先住からの縁故があったからで、羽生町で屈しな名刹とは言いながら、こうした田舎寺には惜しいということも噂にも聞いていた。それがこうした背の低い小作りな弱々しそうな人だとは、 夢にも思いがけなかった彼は土曜日の家への帰りがけに羽生の郵便局に荻生秀之助を訪ねたが秀之助がちょうど上願寺の山形工場を知っているというのでそれで連れ立って訪問した「それは面白いですなそれは面白いですな」こう繰り返して思想は言った行田文学についての話が3人の間に語られた。 無論ご尽力しましょうとも何かまあ初めには詩でもあげましょう東京の原にもそう言ってやりましょう首相はこう言って軽く挨拶した「どうぞ何分」「製蔵は頼んだ」「お牛君もお仲間ですか?」「いいえ私には文学などわかりゃしませんから」とお牛さんはどっか長家の息子といったような風で笑って頭をかいた中学にいる頃から 石川や加藤や製造などとは違って文学だの宗教だのということにはあまり携わらなかったしたがって空想的なところはなかった中学を出るとすぐ前から手伝っていた郵便局に勤めて不平も不満足もなく世の中に出ていった首相の部屋は十畳の人まで天井は高かった前にはキャラや松やツツジや木製などの されれれたた。庭がが広げらてて、てあってそにに接して本堂に通ずる廊下が長く続いた瓦屋根と本堂の離れの6畳の障子の黒くなったのが見えた本箱には要所がいっぱい入れられてある首相は珍しく調子づいて話した「今の分断の不真面目と討伐の兵途を説いてとても東京にいても勉強などはできない。 田園生活などという声の聞こえるのももっともなことですなどと言った風采は上がらぬが言葉に一種の熱があって若い人たちの胸をそそった詩の話から小説の話戯曲の話それが容易に尽きようとはしなかった明星派の詩歌の話も出た手相もやはり愛子の歌を照合していたそうですとも言葉などはあまりやかましく言い必要はないです 新しい思想を盛るにはやはり新しい文字の配列も必要ですともこう言って林の説に同意したふと理想ということが話題に上ったがこれが出ると思想の顔はにやかに生き生きした色をつけてきた思想の早稲田に通って勉強した時代は紅葉、露伴の時代であったいわゆる文学界の感情派の人々とも往来した背年の詩を愛読する大学生とも親しかった アザブの曹洞州の大学林から早稲田の自由な文学社会に入った彼には日向の山から緑葉の野に出たような気がした今ではそれがこうした生活に逆戻りしたくらいであるからよほど鎮静はしているがそれでもどうかすると昔の熱情がほとばしった人間は理想がなくっては駄目です宗教の方でもこの理想を非常に重く見ているどうかする 枠すす。るとといいうことは理想がないからです美しい恋を望む心それはやはり理想ですからな普通の人間のように愛情に盲従したくないというところに力があるそれは仏も乳舌一心といって売れ肉の一致は説いていますがどうせ自然の力には従わなければならないのは分かっていますがそこに理想があってものに憧れるところがあるのが人間として意味がある。 持ち前の猫背をいよいよ猫背にして青い顔にやや紅を調した熱心な思想の態度と言葉とに製造はそのまま引き入れられるような気がしたその言葉はひしひしと胸に応えたかつて書籍で読み詞で読んだ思想と昇華それはまだ空想であった事故の周りを見回してもそんなことを口にする者は一人もなかった養蚕の話でなければ 金儲けの話、月給の多い少ないという話、世間の人は多くパンの話で生きている、理想などということを言い出すと、まだ世間を知らぬ入習時のように一言のもとに言い聞される。思想の言葉の中に、成功不成功は人格の上に何の価値もない。人は多くそうした標準で価値をつけるが、私はそういう標準よりも理想や趣味の標準で、 価値をつけるのが本当だと思う「古事記にも立派な人格があるかもしれぬ」という意味があった「製造には事故の寂しい生活に対して非常に有力な医者者を得たように思われた」「主客の間には陶器の手あぶりが2つ置かれて貸し器には金平糖が入れられてあった」「思想とは正反対に体格のがっしりした色の黒い細君が継いでいった茶は冷たくなったまま黄色く濁っていた」 1一時間の後には2人の友達は本堂から山門に通ずる長い敷石道を歩いていた鐘楼のそばに扉を閉め切った不動堂があってその高い縁では額紙を手ぬぐいで巻いた子守が23人遊んでいる大きい蝶の木が56本その幹と幹との間にこれから折ろうとする大島の旗をかけて256の串巻きの細君がしきりにそれを経ていた「面白い人だね」 生蔵は友を顧みていった。あれでなかなかいい人ですよ。僕はこんな田舎にあんな人がいようとは思わなかった。田舎寺には惜しいっていう話は聞いていたが、本当にそうだね。話し相手やなくって困るって言っていましたね。それはそうだろうね、君。田舎には百姓や町人しかいやしないから。二人は三門を過ぎて、半の木の並んだ道を街道に出た。街道の片側には、 汚い溝があって、歩くとカエルが幾匹となく草むらから水の中に飛び込んだ。水には黒い青い苔やらもやらが浮いていた。大和商事を半ば開けて、色の白い娘が横顔を見せて、青島をちゃんからちゃんから折っていた。その前を通るとき、あのお寺の本堂に部屋がないだろうか、こう製造は聞いた。ありますよ六畳が、と友は振り返った。 どうだろうね君。あそこで置いてくれないかしらん。置いてくれるでしょう。この間までんさんが借りて自炊をしていましたよ。もうその潤さんはいないのかねこの間、岩瀬転人になって行ったって聞きました。ひとつ君は懇意だから、頼んでみてくれませんか。自炊でも何でもして、食事の方は世話をかけずに、野菜さえ貸してもらえばいいが。それはいい考えですね。と、お牛くんも賛成した。 ここからなら、ミロクにもニ里に近いし、土曜日に行代帰るにもあまり遠くないし、それにいろいろ教えてもらえるしね。君、ミロクあたりのくだらんところに下宿するより、いくらいいか知れない。本当ですね。私も話し相手ができていい。お牛さんが来週の月曜日までに聞いておいてやるということに決まって、二人の友達は文書の角で別れた。章終わり。 この録音はパブリックドメインです。リブリボックス。のために録音されました。十二。昨日の午後。月給が半月分わたった。製造の財布は。銀貨や銅貨でガチャガチャしていた。古い、閉じの切れた汚れた財布。今まで、この財布に。 ここんななに多く金の入ったことはなかったた。とはかそれにとにかく自分で働いて初めて取ったのだと思うとなんとなく違った意味がある。母親が勝手に立とうとするのを呼び止めて懐から財布を出して彼はそこに紙幣と銀貨と三円80銭並べた。母親はさまさも喜ばしさに耐えぬように息子の顔を見ていたがお前が こうして働いて取ってくれるようになったかと思うと本当に嬉しいと心から言った。息子は残りの半分は今四五日経つと売れるはずであるということを語ってどうも田舎はそれだから困るよ何でも三度四度ぐらいに売れることもあるんだってケチケチしてるから母親はその金をさも尊そうにおしいただく真似をして立って神棚に備えた。 神棚には、ツツジと山吹とが小さい花瓶に生けてあげられてあった。製造は、後ろ向きになった母親の小さい丸まげに、このごろ髪の多くなったのを見て、その優しい心のいかに生活の嵐に吹きさまれているかを考えて同情した。こればかりの金にすら、こうして喜ぶのが親の心である。彼は、 中学からすぐ東京に出ていく友達の噂を聞くたびに燃やした「戦謀の情」とこうした貧しい生活をしている親の慈愛に対するこの境遇等を考えずにはいられなかったその土曜日は愉快に過ぎた母親は自分で出かけて製造の好きな田舎まんじゅうを買ってきて茶を入れてくれた母親の小じわの多いニコニコした顔と 息子の青白い弱々しい寂しい笑顔とは久しく長ば鉢に愛したいして座った。製蔵は来週から先方の都合さえよければ羽生の上願寺に下宿したいという話を持ち出して若い学問のある北条さんのことや優しい荻生君のことなどを話して聞かせた。母親はそれまでにはヤグや着物を洗濯してやりたい。 それに合わせを一枚こしらえたいなどと言った。父親の商売の不景気なことも続いて語った。製造の幼い頃の冬な家庭の話も出た。夜は菓子を買って育児の家に行った。キコがニコニコと笑って迎えた。書斎での話は容いに尽きようともしなかった。同じことを繰り返して語っても、それが同じこととは思えぬほど二人は親しかった。 相対して互いに顔を見合わせているということが、二人にとって好みもなく愉快である。行田文学の話も出れば、山形工場の話も出る。そこに育児の父親が、おりよく昨日帰ってきていたとて出てきて、林さんどうです。学校の方はうまくいきますか、などと言った。あそこの学校は圧力がなくていいでしょう。校長は、 二十七年の卒業生だが、割合にあれで話がわかっている男でしてな、村の受けもいいです。軍師学はこんなことを語って聞かせた。ユキコが茶を差しに来たとき、たもから絵はがきを出して、浦和の美穂子さんから今、私のところにこんな手紙が来てよ、と二人に示した。美穂子はかのアートの君である。ユキコはまだ兄の心の秘密を知らなかった。 絵はがきは、ジョワンク世界についていた初夏という題で、新緑の会に、イからの女が細い流行のパラソールを携えて立っていた。文句は別に変わったこともなかった。ゆき子さん、おかわりございませんかここに参ってからもう二月になりました。寄宿の生活、それは他からは想像ができないくらいでございます。この春、 ご一緒に楽しく遊んだことなどをお料理考えることがございますよ。ご無沙汰のお詫びまでに、美穂子。清造はそのはがを畳の上に置いて、今度はあなたも裏わにいらっしゃるんでしょう。私などダメと雪子は笑った。その笑顔を清造は帰路の闇の中に思い出した。相対していたのはわずかの間であった。その横顔をランプが照らした。 常に似ず美しいと思った。つんと済ましたようなところがあるのをいつも不愉快に思っていたが、今宵はそれがかえって品があるかのように見えた。美穂子の顔が続いて眼前を通る。雪子の顔と美穂子の顔が重なって一つになる。他のあぜに買わずの声がして、町の病院の二階の明かりが窓から漏れた。町の裏に小さな寺があった。 門を入ると栗のわらぶき屋根と風にさらされた黒い窓障子が見えた。本堂の如来様は黒く光って木魚は赤いメリンスの敷物の上に載せてある。その裏にある墓地には竹やぶが隣の地面を仕切って墓石にはナメクジの張った跡がありありと残っていた。その多い墓石の中に製造の弟の墓があった。 弟は一昨年の春15歳で死んだその病は長かった次第に痩せ衰えて顔はひんひんに青白くなった医者は診断書に肺結核と書いたが父母はそんな病気が家の血糖にあるわけがないと言ってその医者の診断書を信じなかった製蔵は時々その幼い弟のことを思い起こすことがある死んだ時の悲しみ それよりも、今生きていてくれたなら、話し相手になって、どんなに嬉しかったろうとも、その度ごとに、彼は花を携えて、墓参りをした。日曜日の朝、彼はしき日と山吹きと思って出かけた。栗で手置きを借りて、水を汲んで、手ずからさえて、裏へ回った。墓石はまだ立ててなく、風にさらされて、黒くなった墓標が、土饅頭の上に、 寂しく立っている。父母も久しくお参りをせぬと見えて花立ては割れていた水を入れてもかいがなかった製造の姿は久しくその前に立っていたもう五月の新緑が辺りを鮮やかにして老後の声が竹やぶの中に聞こえた午後からは印刷所に行ったり石川を訪問したりした今日弥勒に帰らぬと 明日は少なくも朝の四時に家を出なければ、授業時間に間に合わぬと知ってはいるが、どうも帰るのが嫌で、親しい友人と物語る楽しみを捨てて、ろくろく話す人もないところに帰っていくのが嫌で、我知らず時間を過ごしてしまった。夕飯を食ってから湯に出かけたが、帰りに再び育児を訪ねて、明らかな夕暮れの野を散歩した。城跡は、 ちょっと見てはそれと思えぬくらい昔の様を失っていた。牛乳屋の小さい牧場には牛が五六頭、もうもうと声を立てて鳴いていて、それに接した青島企業会社の細長い建物からは旗を折る音に混じって女工の歌う声がはっきり聞こえる。夕日は昔大友んのあったというあたりから年々谷に埋め立てられて里側のように細くなった沼に、 絵のようにに明らかに照り渡った新たに目を出した足や茅やガマやそれに錆びた水がいっぱいに満ちてあるところは暗くあるところは明るかった沼にかかった板橋を渡ると細い田んぼ道がうねうねと野に通じて車を引いてくる百姓の顔は夕日に赤く彩られて見えた麦畑と桑畑 その間を縫うようにして二人は歩いた。話は話と続いて容易に着きようとしなかった。道はいつか士族屋敷の辺りに出た。家はところどころにあった。今日まで踏みとどまっている士族は少なかった。昔は家から家へと続いたものであるが、今は明日の星のように畑と畑の間に一軒二軒と残っている。昔風の 黒い下見や白い壁や大きい栗の木や柿の木や政治型の井戸川やまばらな生垣からは古い縁側に低いひさし文人画を貼った襖なども明らかに見透かされた。夏の日などそこを通ると柿に目の覚めるような赤いバラが咲いていることもあれば新しい青すだれが縁側にかけてあって風鈴が涼しげになっていることもある。 秋の霧の深い朝には、羽鶴べのギーとなる音がして、しの黄色いのが柿か,から口を開いている。琴の音などもお料り理おり聞こえた。この種族屋敷には、やはり元の種族が世に遅れて住んでいた。役場に出ている者も,もあれば、小学校の先生をしている者も,もある。財産があって、部位に月日を送っている者も,もあれば。 小規模の養蚕などをやってて暮らしているるも,もある金貸しなどをしているものもあった。し族屋敷の中での金持ちの家が一軒道のほとりにあった。さんごの柿は茂ってはっきりと中は見えないがそれでも白壁の土蔵と胸の高い家屋とは分かった。門から中を見ると立派な玄関があって小屋のそばに鳥が餌を拾っている。 二人はその柿に沿って歩いた。柿が尽きると水の満ちた幅の狭い川が気持ちよく流れている。岸には柳がその葉を水面に浸してさざ波を作っている。細い板橋が川の折れ曲がったところにかかっている。美穂子の家はそこから近かった。行ってみようか、北側は今日はいるだろう。製造はこう言って友を誘った。その家は 大きな田舎道を隔てて広い野に向かっていた古びた黒い門があったやっぱり日差しの低いわらぶきの家で土台がいくらか曲がっている庭には松だの檜田のだの椿だのが茂っていた今年の1月から3月にかけて若い人々はよくこの家に歌がるとを取りに来たものである美保子の姉の伊代子妹の貞子それに国分という人の妹に 子といいって美しい人がいた。それらの乙女連と育児や製造や石川や沢田や美穂子の兄の北川などの若い人々が八丈の間にいっぱいになって竹筒台のご武神のランプの光の下に頭を並べて夢中になって疑われたを取るとそばには反白の品のいい桑名なまりのある美穂子の母親が眼鏡をかけて高く通った声で 若い人々のために飽きずに疑われたを呼んでくれた。茶の時にはみかんと五目めしの生姜とが一座の目を鮮やかにした。海流はいつも十一時を過ぎていた。寂しい種族屋敷の竹やぶの陰の道を若い男と女とは笑いずさざめいて帰った。北側は湯に行って留守であった。まあよくいらっしゃいましたな。今もうじき帰ってまいりますから。 母親はこう言ってニコニコして二人を迎えた。育児はその笑顔に美穂子の笑顔を思い出した。声もよく似ている。二人は庭に面した北側の主催に通された。父親はどこに行ったか姿は見えなかった。母親はしばし二人の相手をした。林さんは弥勒の方においでになりましたってな。まあ結構でしたな。おっかさんさぞお喜びでしたろうな。 ここんなことを言った。浦和にいる美保子の噂も出た。女がそんなことをしたって仕方がないって父は言いますけれどもな当人がなかなか言うことを聞きませんでなどうせ女のすることだからろくなことはできんのは知れてるんですけどでもおかわりはないでしょう製造がこう聞くとええもうおてんばばかりしているそうでなと母親は笑った。 すぐ言葉を継いで今度は育児に「ユキさんどうしてござるな相変わらずブラブラしています。ちと遊びにおかわしさだも退屈しておりますで、ね。それこれするうちに北側は湯から帰ってきた。背の高い頬骨の出た男で手織りの綿入れにかすりの羽織りを着ていた。話のさなかにけたたましく声を立てて笑う癖がある。 歯科や製造などとは違って文学に対してはあまり興味を持っていない学校にいた頃は有名な運動家でベースボールなどにかけてはクラスの中で彼に匹敵するものはなかった軍人志願で卒業するとすぐ熱心に勉強してこの4月の士官学校の試験に応じてみたが数学と英語とで失敗したけれどあまり失望もしておらなかった 9月の楽器には、東京に出て、しかるべき学校に入って、十分な準備をすると言っている。三人は胸筋を開いて語り合った。けれど、ここで語る話と、製造と育児と話す話とは、大いに異なっていた。同じ親しさでも、単に学友としての親しさであった。打ち解けで語ると言っても、心の底をお互いに匹敵するようなことはなかった。 ここでは学校の話と将来の希望と受験の準備の話などが多く出た。北側は東京で受けた士官学校入学試験の話を二人に指摘かせた。どうも試験に余裕がなくって困った。英語の書き取りなど一度しか読んでくれないんだから困るよ。それに試験の場所が大きく広すぎて声が散ってよく聞き取れないんだからドマドマしてしまったよ。 「おまけに台数がばかに難しかった」「台数の二次方程式の問題を彼は手帳に書きつけてきたそれを机の引き出しやら押し入れの中やら文庫の中やらあちこちと探し回ってようやく探し出して2人に見せる」「なるほど問題は難しかった数学に長じた育児にもできなかった」「北川は感学には長じていた父親は でも屈指の漢学者で、漢詩などをよく作った。今は町の役場に出るようになったのでよしたが、三年前までは町や屋敷の指定に師を五教の所読を教えたものである。午後三時頃から日没前までの間、蜂のうなるような声は常にこの家の柿から漏れた。その頃美穂子は赤いメリンスの帯を締めて、髪をお下げに打って、門の前で、 近所の友達と遊んだ。製蔵はその自分から美子の目の美しいのを知っていた育児と製蔵がいとまを告げたのは夜の9時過ぎであった若い人々は話がないと言っても話がある2人はそこを出てしばしの間黙って歩いた竹藪のガサガサする影の道は暗かった育児の胸にも製蔵の胸にもこの際浦和の学校にいる 子のことが浮かんだ。あの時育児がそれと打ち明けた時なぜ自分もラブしているということを思い切って言わなかったろうと製造は思ったけれど友の恋はまだ美保子に通じてあるわけではない恋された人の知らぬ前に恋した人の心を自分はその人から打ち明けられたそれだけ彼は苦しかったまたそれだけ彼はその問題に突き詰めていなかった 時にははままだ決まったといい、うわけではないぶつかってみてどうなることかわからない希望がすっかり破れてしまったというわけでもないなどと思うこともある友のために犠牲になるという気は無論ある友の恋のならんことを望む念もある彼の性質から言っても家庭の事情から言っても現在の恋の状態から言っても激しく熱するにはまだだいぶ距離もあり余裕もあった しかし、その世は二人とも不思議に胸が躍っていた。黙って歩いていても、その心はいろいろなことを語っていた。野に出ようとすると、昨日の雨に道の悪くなっているところがあった。低い小曲げとはずぶずぶ入った。悪い道だね。二人は互いにこう言い合った。しかし、心では二人とも美保子のことを考えていた。育児にしては、女に対する反問。 それを残すところなくこの友に語りたいと思った。打ち明けて話したならいくらかこの胸が静まるだろうとも思った。しかしなぜかそれを打ち明けて語る気にはならなかった。二人はやっぱり黙って歩いた。城跡の森が黒く見える。沼がところどころ闇の夜の星に光った。足やガマがガサガサと夜風に動く。街の明かりがそこにもここにも見える。 公園から町に入った。もうその頃は二人は黙っていなかった。育児は低い声で得意の詩吟を始めた。心の感激の余波がそれにも残って聞かれる。別れの道の角に来ても彼らはなんだかこのまま別れるのが物足らなかった。僕の家に寄って茶でも飲んでいかんか。製蔵がこう誘うと育児はついてきた。製蔵の母親は立ち物板に向かって。 まだせっせと珍仕事をしていた。茶を入れてもらって、また1時間ぐらい話した。語っても語っても尽きないのは若い人々の思いであった。12時が鳴って、育児が思い切って帰っていくのを、製蔵はまた夕屋の角まで送る。町の大通りはもうしんとしていた。翌日は母も製蔵も寝過ごしてしまった。時計は7時を過ぎていた。 製造は慌てて茶漬けをかっこんで出かけた。いくら急いでも夜の長い長い道、ミルクに着いたころはもう十時をよほど過ぎた。学校のガラス窓には朝日がすでにたけて校長の終身を教える声が高く明らかに辺りに聞こえる。急いで行ってみると、受け持ちの組では生徒がガイガヤと騒いでいた。ショー終わり。この録音は、 『パブリックドメイン』です。「リブリボックス .org のために録音されました」13「熊谷町にも彼の同窓の友はかなりにある」「小ばというのと桜井というのと小島というのとことに小ばとは彼も育児も人並み優れて仲が良かった」「卒業して 会われなくなってからは毎日のように互いに手紙の往復をして冗談を言ったり議論をしたりした月に12度は製造はきっと出かけた行田町から熊谷町まで2里半その道はきれいな豊富な水で満たされた用水の淵に沿って走った田んぼごとに村があり一村ごとに田んぼが開けるというふうで夏の日には家の前の広場で 麦を売っている百姓屋や遠ナスの見事に熟している畑や豪農の白壁の土蔵などが続いた秋の晴れた日には田んぼから村に稲を満載した車がきしって黄色く熟した谷はオオカ理リをした田舎娘が釜の手を止めて街道を通っていく旅人の群れを眺めたその街道にはいろいろなものが通る 熊谷行田間の乗り合い馬車、大島屋の旗回りの荷車、その頃流行った豪華の旦那の自転車、それに車には様々な人が乗って通った。よぼよぼの老いた車夫が町に買い物に行った田舎のばあさんを二人乗りに乗せて重そうに引いていくのもあれば、黒鴨を仕立ての立派な車に町の医者らしいひげの紳士が、 威勢よくく乗ってて走らせていくのもある田植え自分には雨がしょぼしょぼと降ってこね返した田の泥の中にうつむいたまんじゅうガスがいくつとなく並んで見えるいい声で歌う田植え歌も聞こえる植え終わった田の緑は美しかった田のあぜ街道の両側の草の上には折より植え残った苗の束などが捨ててあったさつきばれには白い眉が 村の人家の軒下や屋根の上などに干してあるのを常に見かけた。用水のそばに一軒涼しそうな休み茶屋があった。にれの大きな木がまるでかぶさるように茂って、店には土地でできる幕輪が手置きの水の中につけられてある。平たい半切りにところも入れられてあった。暑い木陰のない道を歩いてきて、ここで汗になった集め襟の 小倉の夏服を脱いで売りを食った時のうまかったことを製造は覚えているその店のおばあさんに娘が一であって東京の赤坂に奉公に出ていることも知っている関東平野を輪のように巡った山々の眺めその眺めの美しいのも忘れられられぬ印象の一つであった秋の末木の葉がどっからともなく街道を転がって通る頃から春の霞の 薄く担ぎのようにかかる23月の頃までの山々の美しさは特別であった雪に光る日光の連山羊の毛のように白くなびく蓮がだけの煙赤城は近く春菜は遠く足利付近の連山の複雑した飛騨には夕日が絵のように美しく光線をみなぎらした行田から熊谷に通う中学生の群れはこの間を 笑っっったたたたりりり走して帰って帰きた熊谷の町はやがてその瓦屋根や煙突や白壁造りの家などを広い野の末に表してくる。熊谷は行田とは比較にならぬほどにげやかな町であった。家並みもそろっているし金持ちも多いし人口は1万以上もあり中学校農学校裁判所税務管理局なども置かれた。 汽車が停車場に着くごとに行田地方と目沼地方に行く乗り合い場所が天でに客を待ち受けて町の広い大通りにラッパの音をけたたましくみなぎらせてガラガラと通っていった夜は商家に電気がついて熊物や洋物店呉服屋の店も晴れ晴れしく料理店からは陽気な三味線の音がにやかに聞こえた 町は製造にとって第二の故郷である。8歳の時に足利を出て通りの郵便局の前の工事の奥に一家はその落泊の実を落ち着けたその工事は彼にとっていろいろな思い出があるそこには郵便局の小遣いや走り遣いに人に頼まれる火を取りなどが住んでいた山形辺りに生まれてそこここと流れ渡ってきて 故郷の言葉が失せないという元気なおばあさんもあった。八歳から十七歳まで、小学校から中学の二年まで、彼は六畳、八畳、三畳のその小さい家に住んでいた。小学校は町の裏通りにあった。明神の鳥居から右に入って、どぶ板を踏み鳴らす細い工事を通って、駄菓子屋の角を左に、それから少し行くと向こうに大きな二階造りの建物と、 ブランコや木馬のある運動場が見えた。生徒の騒ぐ音がガイガイと聞こえた校長の太った顔校長辞責の難しい顔体操の先生のニコニコした顔などが今もありありと目に見える卒業式に晴れ着を着飾ってくる女生徒の群れの中にも彼の好きな少女が34人あった紫の矢がすりの着物にエビちゃんの袴を履いてくる子が 中でも一番目に残っている。その子は町外れの町から来た。農学校の校長の娘だということを聞いたことがある。生蔵が中学の一年にいるとき、一家は長野の方に移転してし行ってしまったので、その明らかな瞳を町のいずこにも見いだすことができなくなったが、それでも今も時々思い出すことがある。一人は芸者屋の娘で、今は小滝といって、 おととし一本になって、町でも流行りっ子のうちに数えられてある。通りで清掃した座敷姿に出くわすことなどあると、失礼よ、林さん、などと鮮やかに笑って挨拶して通っていく。中学卒業の祝いの宴会にもやってきて、いい声で歌を歌ったり、三味線を弾いたりした。おばたがそばに座って、小滝は僕らの芸者だ。なあ、小滝、などと言って、 酔った顔をその前に押し付けるようにすると、いやよ、小畑さん。あなたは昔から私をいじめるのね。覚えていてよ。と打つ真似をした。その時、貴様は同級生の中で、誰が一番好きだという問題がゆっくりなく出た。小学校時代の同級生が、だいぶその周りにたかっていた。と、小滝は少しも躊躇の色を示さずに、 それは誰だってそうですわね。無論林さん。と言った。小滝も酔っていた。喝采の声が嵐のように起こった。それからは、小ばや桜井や小島などに会うと、小滝の話がよく出る。しまいには、小滝くんどうした、健在かねなどと書いたはがを送ってよこした。小滝というあだ名をつけられてしまったのである。生造もまた、面白い半分に、小滝を白滝に改めて、 それを別号にして日記の上表紙に書いたり手紙に書したりした。書き白滝の歌というご七朝四行五節の新大使を作ってわざとおばたのところに書いてやったりした。時には製造も真面目に芸者というものを考えてみることもある。その時にはきっと自分と小滝とを引きつけて考えてみる。ロマンチックな一幕などを描いてみることもあった。時には ま紗尾も肉体も自ら守ることのできない芸者の薄明な生活を想像して同情の涙を流すことなどもあった。製造には芸者などのことはまだわからなかった。彼はまた熊谷から行田に移転した時のことを明らかに記憶している。父親がよそから帰ってきて突然今夜引っ越しをするという。明日になすったらいいではありませんかと母親が言ったが。 しかし昼間公然と移転して行かれぬわけがあった。熊谷における八年の生活は、少なからざる借金を彼の家に残したばかりであった。父親は財布の銭、わずかに荷車二三台を頼む銭を、チャラチャラと落とさせながら出ていくと、その後で母親と生蔵とは、近所に知れぬように二人きりで荷造りをした。長い行田街道には冬の月が照った。 二台の車のカエト親子四人のカエトが寂しく黒く地上に陰した。これが一家の冷落した縮図かと思うと製造はたまらなく悲しかった。その夜行田の新居にたどり着いたのはもうかれこれ十二時に近かった。明かりもない暗い大和商事の前に立った時には涙がほろほろと彼の頬を伝って流れた。けれどいかようにしても暮らしていかれる世の中である。 それからもう4年は経過した。その狭い行田の家も住み慣れてはさして居ぶせくも思わなかった。彼はお料理行田の今の家と熊谷の家と足利の家と思ってみることがある。熊谷の家は今もある。老いた夫婦者が住まっている。よく行った松の湯は新しく不審をして見違えるように立派になった。通りの荒物屋には やはり愛嬌者の神さんが座って客に接している種物屋の娘は久し髪などに言ってツンと済まして歩いていく薬師屋の隠居は相変わらずハゲ頭を掘り立ててせがれや小僧を叱っている郵便局の為替受け口には黒じゅスとメレンスの腹合わせの帯を締めた女が為替の下げ渡しを待ちかねて叩きを下駄でことこと言わせているそのそばに おなじみの白が頭を血につけて目を閉じて眠っている郵便集配人がズクの効能を担いで入ってくる小幡は軍役所に住めている管理の息子小島は町で有名な大きな獄屋の息子桜井は行田の藩士で明治の初年にこの地に辞書を買って移ってきた金持ちの息子その他、蔵主や米や紙や 裁判所の判事などの息子たちに同窓のお供がいくらもあった。そしてそれが大抵は小学校からの馴染みなので行田の友達の群れよりも一層親しいところがある。小ばの家は停車場の敷地に隣っていてそこからは有名な熊谷堤の花が見える。桜井の家は蓮生寺の近所でお参りのワニ口の音が終日聞こえる。蔵は熊谷に行くと、 きっとこの二人を訪問したどちらのうちでもうちの人々とも恋になってわがままも言えば気の置けない言葉も使う食事自分には黙っていても善を出してくれるし夜遅くなれば友達と一緒に一つ布団にくるまって寝たどうした嫌にしおげてるじゃないかどうかしたかまだ追い込むには早いぜ少しは何か調べたか なんだか顔色が悪いぜ熊谷に来るとこうした活気ある言葉をあちこちから浴びせかけられる。生き生きした友達の顔色には中学校時代の面影がまだ残っていてガラス窓の下や運動場や湯飲み場などで話し合った不調や言葉が絶えず出る。また次のような話もした。「エルはどうした?」。「まだいる。そうかまだいるか。 仙骨は先生に熱中しているが、実におかしくって話にならん。先生このごろひげなど生やして、ステッキなどついて歩いているな。次はすっかり色男になったね君。君。傍らで聞いては、ちょっと分からぬような話の仕方で、それでぐんぐん話は分かっていく。熊谷の町が行田・羽生に比べてにぎやかでもあり、商業も盛んであると同じように。 ここには同窓の友で小学校の教師などになるものはまれであった格帯を占めて老舗の若旦那になってしまう者のほかは多くは他の高等学校の入学試験の準備に忙しかった活気は若い人々の上に満ちていたこれに引き比べて製造は自分の育児のないのを常に感じた熊谷から行田行田から羽生羽生から無力と だんだん活気がなくなっていくような気がして、カエルはいつも寂しい思いに包まれながら、その長い街道を歩いた。それに人の種類も顔色も語り合う話も皆違った。同じ観念儲けの話にしても、ミろクあたりでは田舎者のケチくさいことを言っている。小学校の校長さんといえば、よほど立身したように思っている。また校長自らも鼻を高くして、その地位に満足している。製造は 熊谷で会う友達と、行田で語る人々と、魅力で顔を合わせる同僚とを比べてみぬわけにはいかなかった。彼は今の境遇を考えて、理想が現実に触れて次第に崩れていく一種の寂しさと侘しさとを痛切に感じた。ある日曜日の午前に、彼は小畑と桜井と連れ立って中学校に行ってみた。中学校は町の外れにあった。 二階造りの大きな建物で木馬と金棒とブランコとがあった運動場には小倉の爪入れの洋服を着た寄宿舎にいる生徒がところどころにちらほら歩いているばかりどの教室も浸透していた湯飲み所には例の難しい顔をした彼らが犯人やというあだ名を奉った小遣いがいた社官の姉将軍もいた当直場にあたった数学の教師もいた 2階の階段長い廊下教室の黒板ガラス窓から小勢だけ見える青霧一つとして追加の伴わないものはなかった彼らはその自分のことを語りながらあちこちと歩いた当直室で1時間ほど話した同級生のことを聞かれるままその知れる限りを3人は話した東京に出た者が10人国に残っている者が15人 小学校教師になった者が8人他の5人は不明であった3人は行動に行ってオルガンを鳴らしたり運動場に出てボールを投いてみたりした別れる前に3人は町の蕎麦屋に入ったいつもよく行く清流庵という家である奥の一軒は小ざっぱりした小庭に向かってもみじの若葉は人の顔を青く見せたざるに生卵調子を1本つけさせて 三人は朝も楽しそうに飲食した。この間、小滝に会ったぜ。おばたは製造の顔を見て。先生、この頃なかなか生えるんだそうだ。土地のものでは一番売れるんだろうよ。湯屋の路地を通ると、今座敷に出るところかなんかで、ニコニコしてやってきたっけ。林さんはって聞かなかったか。傍らから桜井が笑いながら言った。製造も笑った。ワイはどうしたね 製造は続いて聞いた。相変わらずご熱心さ。もうエンゲージができたのか。当人同士はできてるんだろうけれど、家では両方とも難しいという話だ。面白いことになったものだね、と製造は考えて、Y は一体 V のラバーだったんだろう。それがそういうふうになるとは、実際運命というものは分からんねえ。V はどうしたえと桜井が小畑に聞く。先生、足利に行った。 会社にでも出たのか。何でも企業会社とか何とかいうところに出るようになったんだそうだ。三人はおかわりの天ぷらそばを命じた。アートの君はどうした小畑が聞いた。浦和にいるよ。それは知ってるさ。どうしたっていうのはそういう意味じゃないんだ。うむそうか、と製造はうなずいて。まだ元の通りさ。加藤も臆病者だからな、と小畑も笑った。 一本の酒で三人の顔は赤くなった。感情は釜口から銀貨や銅貨をじゃらつかせながらおばたがした。かわいい女の子が釣り船とそば湯と幼児と持ってきた。その日の午後四時過ぎには製造は行田と羽生の間の田舎道を弥勒へと歩いていた。野は日に輝いて向こうの村の若葉は美しく鮮やかに光った。けれど心は寂しく暗かった。 彼は希望に満たされて通った熊谷街道と寂しい心を抱いて帰っていく弥勒街道とを比べてみた若い元気のいい友達がうやましかった「章終わり」この録音はパブリックドメインです「リブリボックストオムのために録音されました。 6こう日,日,日記に彼は書いた「荻生君が思想といろいろ打ち合わせをしてくれたので話は容易にまとまった」「部人で食事の世話まではしてあげることはできないがうちにあるものでいるようなものは何でもお使いなさい」こう言って思想は机火鉢座布団茶器などを貸してくれた本堂の右と左に 六畳の間があった右の部屋は日が当たって冬はいいが夏は暑くて仕方がないで左の間を借りることにするおしょさんは障子の合うのをあちこちから外してきてはめてくれるかみさんはバケツを廊下に持ち出して畳を拭いてくれる机を真ん中に据えて持ってきた本箱を脇に置いて角火鉢に茶器を揃えると それでで立派な心地の良い書斎ができた。荻生くんはちょうど郵便局が暇なので同僚に後を頼んでやってきて庭に生えた草などをむしった。生造が学校から引けて帰ってきた時にはもう辺りはきれいになって思想と荻生くんとは茶器を真ん中にさも部屋の明るくなったのを楽しむというふうに笑って話をしていた。これはきれいになりましたな。まるで別の部屋のようになりましたな。 こう言って製造はニコニコした。お牛さんが草を取ってくれたんですよ」主宗が笑いながら言うと「荻生君がそれは気の毒でしたね」「いや草を取って庭をきれいにするということは趣味があるものですよ」と荻生君は言ったそこに持ち菓子が竹の皮に入ったまま出してあったこれも荻生君のお土産である製造は「これはごちそうですな」と言いながら 一つ二つ三つまでつまんでむしゃむしゃと送った弁当ばらで長い道を歩いてきたので少なからず上を覚えていたのであるその日の晩餐は寺で調理してくれた里芋とたけのこのを煮つけ汁には炊けたうどが入れられてあった主宗は自分の分もここに持って来させてビールを二本おごって三人して団らんして食った 文学の話人生問題の話近所の話小学校の話首相のお得意のお禅の話も出た庭に近く柱に寄った思想の顔が白く夕暮れの空気に見えた長い廊下に小僧が急ぎ足でこっちにやって来るのが見えたがやがて入ってきて一通の電報を思想に渡した急いで封を切って読み終わった思想の顔色は変わった大島昆越が死んだ コエツさんが二人も驚きの目を見張った大島光悦といえば文学好きの人は大抵知っていた某女子の女性で創作家としてよりも諸子の支配人としての勢力の大きな人であった昨年の秋大勢漫遊に出かけて一月ほど前に記帳した送別会と歓迎会その記事はいつも新聞史上を賑わした雑誌にも 色々なことが書いてあったここの思想がまだ東京にいる頃は、ことにこの人の世話になって、原稿を買ってもらったり、その家に置いてもらったりした。もう今日は行かれませんな。そう、馬車はありませんしな。車じゃ大変ですし、それに汽車に乗っても、あっちへ着いてから困るでしょう。主想は考えて、明日にしましょうかな。明日でいいなら、明日朝の馬車で茎まで行って、 お風船の2番に乗る方がいいですな。行だから吹き上げの方が便利じゃないでしょうか。いや茎の方が便利です。とおぎゅくんは言った。首相はそれと心を定めたらしく、やがて人間というものはいつ死ぬか分かりませんな、と外嘆して、ちょっと病気で病院に入ってるということは聞きましたけれど、死ぬなどとは夢にも思わなかったですよ。先生など幸福ではあるし、得意でもあるし、 これからますます自分の解放を実行していかれる身なんですからこう言って自分の田舎寺に隠れた心の動機を考えて首相は安全とした世の中は家牛格上の相当私は東京にいる頃にはつくづくそれが嫌になったんですよ人の弱点を利用したり砲塔を作って人を陥れたり一歩でも人の先に出よう出ようとの,のみアクセクしている。 実に浅ましく感じたですよ。世の中はいいがいいじゃない悪いが悪いじゃない幸福が幸福じゃないどんな人でもやっぱり人間は人間でそれ相応の安易と幸福とはあるそれに価値もある何も名誉を負って一生を悪せく暮らすには当たらないそれよりも人間としての理想のライフを送る方がどれほど人間として偉いか知れないどんなに霊落して死んでも その方が意味がありますからな。本当にそうですとも。聖像は思想の言葉に引き込まれるような気がした。不幸せな人だった。と思想は思わず感激して独り言のように言った。得意なる地位を知ってるだけそれだけその背景が悲しかった。平然冗談ばかり言う男で軽い皮肉を常に人に浴びせかけた。まだ三十四五であったが世の中の辛酸を舐め尽くして その計画がなくなって心持ちは40近い人のようであった。養子としての寂しい心の反問をも思いやった。何のかのと言って誰も皆死んでしまうんですなそれを考えると本当につまらない。思想は深く動かされたような調子で言った。こんなことでその世は一室の空気が何となく低い部屋に包まれた。やがて思想は栗に引き上げたが。 製蔵とゅうくんとの話も瑠に落ちてしまっていつものように快活に語ることができなかった二人は暗いランプに対して久しく黙した翌日思想は早く出かけた製蔵は大島小越の病死と葬儀とについての記事をそれから毎日毎日新聞市場で見た彼はその度ごとにいろいろな思いに打たれたその人の策には感心してはおらぬが 出版社としての勢力が分断に及ぼす関係などを想像してみたり自分の崇拝している明星一派の不遇などをそれに比べて考えてみたりした時にはとにかく不思議と言っても死んでこうして新聞に書かれれば光栄であるなどと考えてお供かもなく生まれて生きて死んでいく普通の多数の人々の上をも思いやったその間に雨が降ったり風が吹いたりした雨の降る日には 本堂の紙面の新緑が琴に鮮やかに見えて栗の高い屋根にかけた途端の問いからびしょびしょ雨だれの落ちるのを見た風の吹く日には裏の林がざわざわ鳴ってなんだか海近くにでも住んでいるように思われた弁当は朝2晩に馬車継ぎ立て所のそばの米寿しという小さな飲食店から赤いメリンスの帯を締めた十三子の娘が運んできた 行田の家からもやがて家具や机や本箱などを届けてよこした。彼は寺から町の大通りにまっすぐに出てうどんひも皮と障子に書いた汚い飲食店の角を裏通りに入って細い煙突に白い薄い煙の上がる薄いや文工場の養蚕所や怪しげなガス灯の出ている料理屋の前などを通ってそれから用水の橋のたもとへといつも出る。 時には大声に通う馬車がおりよくそこにいて安く負けて乗せてもらっていくことなどもあった五六日して首相は東京から帰ってきた葬儀の模様は新聞で見て知っていたが詳しく聞いてさらに鮮やかにその様を目の前に見るような気がした分断の大か小かはことごとく雨をついてその葬式についていったという雨がざんざん降って新緑の中にいていったという。 生け花のさまざまな色彩がさながら絵のようなコントラストをなしたということに寺の本堂が狭かったので中に入れなかった人々は蛇の目傘やばれのコウモリ傘を雨だれのびしょびしょ落ちるひさしのところに差し掛けて立っていた度胸は長かったそれが済むと形のごとき証拠があってやがて勘は裏の墓地へと運ばれる墓地への道には新しいむしろが敷き詰められて そこを白むくや羽織馬鹿馬が雨に濡れて行ったり来たりする。小説の某大科は柱によって悲しそうな顔をしている。生前最も親しかった某画家は羽織を雨にめちゃめちゃにしてあちこちと修繕して歩いている。君、実際、勘に打たれましたよ。苦労をし抜いてようやく得意の競合になって、これから多少志も遂げようという時にあたって、 何や来たかと思うとしこう若い大塩さんは話した「名誉を追って都会の塵にまみれたって仕方がありませんなどんなに得意になったって死が一度来れば人々から一滴の涙を注がれるばかりじゃありませんか死んでからいくら涙を注がれたって仕方がない」「首相の眉は上がっていたその世は遅くまで聖三はいろいろなことを考えた名誉得意の境遇 それを彼は目の前にいいでいる。若い心はただそれのみに憧れている。けれど今宵は、なんだかその希望と野心の上に一つの新しい解決を得たように思われる。彼は閉じの切れた当村の若菜集を出して読みふけった。本堂には如来様が若年としていた。章終わり。この録音はパブリックドメインです。 リブリボックスドットオ g のために録音されました。十五裏の林の中に吉の吐いた湿地があって、元池であった水の名残が黒く錆びて光っている。六月の末には吉切キがどっからともなくそこへ来て泣いた。寺では慰みに蚕を買った。栗の八畳の一間は棚やむしろでいっぱいになって、温度を測るための寒暖計が、 柱にかみさんが白い手ぬぐいをかぶって朝に夕に裏の畑に桑を積みに行く雨の降る日にはその晴れ間を待って和尚さんも一緒になって桑積みの手伝いをしてやる濡れた緑の葉は勝手の広い板の間に山のように積まれるそれを小僧が一枚一枚拭いていると和尚さんはそばで桑切り包丁で丹念に細かく刻む 解雇の上がりかける頃になると町はにわかに活気を帯びてくる。平勢は火の消えたように静かな裏通りにも「眉買い入れ所」などというひらひらした紙が貼られて金材から売りに来る人々が多く集まった。頬ひげの生えた角帯の仲買いの四十男がはかりではかってそれからむしろへとその白い美しい眉を開けた。相場は日ごとに変わった。 銅貨や銀貨をジャラジャラと落とさせて景気よく金を払ってやった料理店では三味線の音が昼から聞こえたある日曜日であった育児が土曜日の晩から来て泊まっていた行田文学の書号ができて持ってきたので昨夜から文学の話が盛んに出たところがちょうど十時すぎ山門の敷石道にガラガラと車の音がした ついぞ今まで車の入ってきたことなどはないので不思議に思って製造が本堂の障子を開けてみると白いラシャの背広にイタリアンストローの夏帽子をかぶった太った男と白がかった夏街灯を羽織った背の高い男とが栗の入り口に車をつけて今しも降りようとするところであった。やがて小僧が取り継ぐと和尚さんの姿がそこに出てきた。 休活の共に大人われた喜びが、声やら言葉やら態度やらに現れて見えた。やがてその客は、東京から来た地名の文学者で、一人は原京か、一人は相原健二という有名な太陽の記者だということが分かった。いずれも思想が東京にいた頃の友達である。製造の部屋は中庭の定時を隔てて、栗の座敷に対していたので、 客ととの話している様が明らかに見えた。緑の葉の間に白いラシャの夏服がチラチラしたり折々こわだかく快活に笑う声がしたりするその洋服や笑い声は若い青年にとってこの上もない羨望の種であった「花っていう人はあんな太った人かねあれであんな優しいことを書くとは思わなかった育児はこう言って笑った」。 買って行ってみるとかみさんと小僧とはごちそうの支度に忙しそうにしていたおしょうさんも時々出てきていろいろ指揮をする米寿司の若い衆はおかちに鯉の洗いを持ってくる通りの酒屋は貧乏どっくりをさげてくる小僧はかまどの下と末風呂のかまとに火を燃やしつける活気は珍しくがらんとした台所に道渡った酒はやがて始まった だんだん話し声が高くなってきた。おしさんもいつもに似ぬ元気な声を出して愉快そうに笑った。正午近くになるとだいぶ酔ったらしく笑う声が絶えず聞こえた。縁側から川屋へ行く客の顔は火のように赤かった。やがておしさんのまずい詩吟が出たかと思うと今度はビア歌かとも思われるような一種の朗らかな銀星が聞こえた。 若い人たちは連れ立って街に出かけた懐に金はないが月末勘定の米寿司に行けば酒の一二本はいつも飲むことはできたそのバッセの飲食店の奥の六畳には衣服やら子供のおむつきやらがいっぱいに散らかされてあったがそれをかみさんが急いで片付けてくれたフルダンスや氷などのあるそばで狭い猫の額のような庭に対して 鉛節の硬い煮つけで彼らは酒を飲んだり飯を食ったりした帰りに荻生くんを郵便局に訪ねてみるということになったがこんなに赤い顔で町の大通りは歩けないというので桑の茂った麦の半ばかられた裏通りの田んぼを行った荻生くんは熊谷に行っていなかった二人は引き返して野を歩いた小川には青い藻が浮いて 小さな雑魚はすいすい泳いでいた。寺に帰ると座敷ではまだ酒を飲んでいた騒ぐ声が嵐のように聞こえる背の高い方がお嬢さんの手を引っ張ってどこへか連れて行こうとする洋服の腹が後から押すお嬢さんはいつか衣を着せられているまあいいよいいよ君らがそんなに望むならお経ぐらい読むさその代わり君らが 木魚を叩かなくってはいかんぜおしさんも少なからず酔っていた「よしよし木魚は俺が叩く」と雑誌記者は言った3人はよりつよられつして足元危なく長い廊下を本堂へとやってくる栗からはかみさんと小僧とが顔を出して笑ってその衰退を見ている3人は廊下から本堂に入ろうとしたが階段のところでつまずいて 将棋倒しにコロコロと折り重なって倒れた。笑う声が盛んにした。雑誌記者は土を取って木魚をたたいた。ポク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 、なかなかその調子がいい。お塩さんも原という文学者もそれを見て、これはうまい、たたいたことがあると見えるな、と笑った。雑誌記者は木魚をたたきながら、それはそうとも、これで寺の小僧を三年したんだから、こう言って、 とお経を読む真似をした。和尚、お経を読まなくちゃいかんじゃないか。こんなことを言ってなおしきりに木魚をたたいた。主相と原とは如来様の前に立ったり古い位牌の前にたたずんだりしていろいろな話をした。歴代の寺宗の大きな位牌の真ん中に難しい顔をした本寺中高の僧の木像が据えてあった。それは 恐ろししくむき出すような目をしていた和尚さんはその僧のことについて語った本堂を再建したことやその本堂が先代の時に焼けてしまったことやこの人の弟子に越前の永平寺へ行った人があったことなどを話したメリンスの敷物の上に鐘が乗せられてあってそのそばに頭の生えたびんずる尊者があった原は鐘をカンカンと鳴らしてみた。 雑誌記者から度胸を強いられるので、お尚さんは隙を見て、栗の方へ逃げていってしまった。酔った二人は、木魚と金とをやけに叩いて笑った。ドタドタと、けたたましい音をさせて、やがて二人は、廊下から栗へ行ってしまった。後で、六畳にいる若い友達は笑った。文学者なんていうものは、存外のんきな無邪気なものだね。製造はこう言うと。 想像していたのとはまるで違うね若い人々にはかねがねその名を聞いて想像していた文学者や雑誌記者がこうした子供らしい真似をしようとは思いもかけなかったしかしこうしたことをする心持ちや生活は彼らには十分には分からぬながらも羨ましかった東京の客は一夜泊まって翌日の正午降りしきる雨をついて 乗り合馬車で茎に向かっって立った袴を乗らして生蔵が学校から帰ってきて火種をもらおうと栗に入ってみると主相は寂しそうにぽつねんと一人机に座って書を見ていた。吉きりはしきりに泣いた。梅雨の中にも時々晴れた日があって鮮やかな緑の空がネズミ色の雲の内から見えることもある。 美しい光線がみなぎるように裏の林に差し渡ると緑葉がよみがえったように新しい色彩をあたりに見せる芭蕉の紅葉は風に震えて山門の壁のところにはトカゲが火に光ってちょろちょろしている前の胸割り長屋では柿から柿へ物押しざを連ねて汚いぼろを並べて干した栗の花は多く地に落ちて泥にまみれて 汚く人に踏まれている。川も夕暮れには軒に音を立てるほど集まってきて、夜は帰り火の煙が家々からなびいた。製造は1円50銭で、1人根の綿替えを買ってきて、机をその中に入れて、ランプを台の上に載せて外に出して、その中で毎夜遅くまで本を読んだ。自分の周りには、日ごとに寄せられる友達の手紙には、 一つとして将来の学問の準備について言ってこないものはない。高等師範に志しているものは親友の育児をはじめとして三四人はあるし、小島は高等学校の入学試験を受けるので、この頃は忙しく暮らしていると言ってくるし、北川は士官学校に入る準備のために、九月には東京に出ると言っているし、誰とて遊んでいるものはなかった。製造も、 首相に頼んで英語を教えてもらったりその本箱の中から論理学や哲学史などを借りたりした机の周りには文芸クラブや明星や太陽があるかと思うと学校教授法や通俗心理学や心地理学や大数幾何の書などが置かれてある首相が早稲田に通う頃読んだというシェイクスピアの「ロメオ」やテニソンの「 エノック・アーデンなどもその中に混じっていた若い憧れ心は果てしがなかった瞬間ごとによく変わった「明星を読むと渋谷の詩人の境遇を思い文芸クラブを読むと長い小説を関東に載せる大化を思い友人の手紙を見るとしかるべき関立学校に入学の計画がしてみたくなる」時には思想にプラトンの「アイデア」を質問して「 プラントニック・ラブなどということを考えてみることもあった。行田文学にある新大使もその狭い暑苦しい蚊の中で外のランプの光が青い影を透かしてチラチラする机の上で書いた。学校の校長は検定試験を受けることを常に勧めた。資格さえあれば月給もまだ上げてあげることができる。どうです林さんわけがないからやっておきなさいと言った。 この頃では2週間ぐらい行田に帰らずにいることがある。母が待っているだろうとは思うが、懐が冷ややかであったり、二里半を歩いていくのが大義であったり、それよりも少しでも勉強しようと思ったりして、常に寺の本堂の一間に土曜日曜を過ごした。しかし、これといって勉強らしい勉強をもしなかった。土曜日には小ばが熊谷から来て泊まっていった。育児が、 3日ぐらいい続けてて泊まっっくこともあったそれにお木生君は毎日のようにやってきた。学校から帰ってみるとあちこちを開けっぱなして顔の上にうちわをのせていい心地をして昼寝をしていることもある。彼は郵便局の暇な時を狙って同僚に後を頼んで何ぞと言ってはよく寺に遊びに来た。若い2人はよく菓子を買ってきて茶を入れて飲んだ。くず餅 アンコロスワマなどが好物で月給の降りた時には製造はきっと郵便局によってお生くんを誘って角の菓子屋で持ち菓子を買ってくる三度に1度は「お嬢さん菓子はいかが?」と栗に思想を呼びに来る製造の財布に金のない時にはお生くんが出す荻生くんにもない時には「お嬢さんは,なはだすみませんが23日のうちにお返ししますから」 50銭ほどを貸してくださいなどと言って製造が枯れる。不在に主想がその部屋に行ってみると竹の皮に栗やまちの持ち菓子が二つ三つ残ってそれにいっぱいにアリがたかっていることなどもあった。梅雨の間は二里の泥の道がつらかった。風のある日には吹きさらしの平原の習い糸のような雨が下から上に降って身長の夏場織も袴もしどろに濡れた。 後にたえて時間を計っていって10銭に負けてもらって乗り合い馬車に乗ったある日その女も同じ馬車に乗ってほっと貸しの角まで行ったその女というのはひ月ほど前から町の出はずれの四つ筋でよく出会った女でやはり小学校に勤める助教員らしかった久し神に墨霊色の袴を履いてエビ茶のメレンスの風呂敷包みを抱えていた その四つ筋には行進図鑑が立っていたこの間育児と一緒に弥勒に行く時にも例のごとくその女に会った「どうしてああいうそぶりをするのか僕にはわからんねえ」と清蔵が笑いながら言うと「しっかりしなくちゃいかんよ君」と育児は声を上げて笑ったその時どこに勤めるのだろうという評判をしたが馬車に一緒に乗り合わせてほっにある 泉村の小学校に勤める人だとということが分かった色の白い鼻の高い重空ぐらいの女であった雨の盛んに降る時には学校の宿直室に泊まることもあった学校に出てからもう三月にもなるのでだいぶ教師なりがして軍師学に参観されても赤い顔をするようなうぶなところもとれ年長の生徒に馬鹿にされるようなこともなくなった行田や 熊谷の小学校には校長と教員との間に随分激しい安闘があるとかねて聞いていたが、弥勒のような田舎の学校にはそうした難しいこともなかった。市販での過ぎたというのが嫌に威張るのが尺に障るが、自分はキャツらのように校長になるのを唯一の目的に一生小学校に勤めている人間とは種類が違うのだと思うと、別にやきもきする必要もなかった。 校長も、どっちかといえば、気が小さく、神経過敏に過ぎるのが嫌だが、しかし、害して怨霊な君子で、悪気というようなところは少しもなかった。関さんは例の通りの好人物、大島さんは話し好きの合口。製蔵にとって、この小学校は、あまり居心地の悪い方ではなかった。製蔵は一人でよくオルガンを弾いた。型の小さい安いオルガンで、 音もそう大してよくはなかったが、自ら物好きに歌などを作って、おぼつかない音楽の知識で、譜を合わせてみたりなんかする。闘村詩集にある、海辺の曲という譜のついた歌は、よく調子に乗った。それから、若菜集の中の好きな句を選んで、譜をつけて弾いてもみた。梅雨の降りしきる夕暮れの田舎道、小さなしんとした学校の窓から、そうしたさまざまな歌が絶えず聞こえたが、 しかし耳を傾けていく旅客もなかった。製造の教える部屋の窓からは、羽生から大声に通う街道が見えた。雨に濡れて汚い布を紙面に垂れた乗り合い馬車が折々ラッパを鳴らしてガラガラと通る。田舎娘が赤い毛出しを出して、メリンスの帯の後ろ姿を見せて、番傘を差して通っていく。晴れた日には番台を頭の上に乗せて、 太鼓を叩いていく雨や夫婦連れで網ガスをかぶって桔範をつけて歩いていく崩壊節七色のゴム風船を飛ばして売って歩く親父時には美しく着飾った近所の豪華の娘なども通った県庁の役人が車を五六台並べて通って行った時には先生も生徒もみんな授業をよそにしてその威勢のいいのに見とれていた。 製造の父親はどうかすると商売の都合でこの近所まで来ることがある。島の人へに古びたすき家の夏羽織を着て半ばはげた頭には帽子もかむらず小遣い部屋からこっそり入ってきて製造はいましたかと聞いた。はじめはさすがにこうした父親を同僚に見られるのを恥ずかしく思ったが後には慣れてそれほど嫌とも思わなくなった。 近所に用事が残っているというので製蔵は寺に帰るのをやめて親子を一緒にせんべい布団にくるまって宿泊室に寝ることなどもあったその時はきっと二人して手ぬぐいを下げて前の洗い湯に行く小川屋から例の娘が弁当をこしらえて持ってくる食事が済むと親子は友達のようにむつまじく話した家の困る話なども出た アレモセの財布から50銭買いられていくことなどもある。7月に入っても雨は続いて降った。晴れ間には日がカッと照ってネズミ色の雲の絶え間から緑の空が見える。畑には里芋の葉が大きくなりトウモロコシの紅葉がガサガサと風になびいた。熊谷の小島は一校の入学試験を受けに東京に出かけたが時々絵はがで状況を報じた。 英語が難しかったことなどをも知らせてきた。郵便客夫は毎日雨に濡れて山門から本堂にやってくる。若い心にはどのようなことでも面白い種になるのであちこちからはがきや手紙や、三四通は必ず届いた。かつ、と一時書いたはがきがあるかと思うと蕎麦屋で酒を飲んで席上で書いた熊谷の友達の連名の手紙などもある。石川からは 相変わらずの文壇昭和教という渋谷の詩人夫妻の思考を暴いた冊子をわざと送り届けてよこした中にも育児から来たのが一番多かった恋の悩みは片時も狩りをして心を静かならしめることができなかった育児はある時は希望に輝きある時は絶望にもだえある時は自己の心の影を追ってこうも思いああも思った 製造の心もそれにつれて動揺せざるを得なかった事故の失恋の苦痛を包むためには友の声に対する同情の文句がおのずから古代的にならざるを得なかった「一人もだゆるの悲哀は美しきかな君が思いに泣かぬことはあらじわざと和文帳に書いて末にこの子もと罪の絆の罠は知らず迷うて騎士をとらわれぬ鳩」という歌を書きなどした。 裏の学校にいる美穂子の写真が机の引き出しの奥にしまってあった。ゆき子と今一人清子という学校友達と三人して写した手札型で美穂子は腰掛けて花を持っていた。それをゆき子のアルバムからもらおうとした時ゆきこは「それはいけませんよ。変な風に写っているんですもの」と言って容易にそれをくれるとは言わなかった。ゆきこは皮膚を着て 物に驚いいたたような狂な顔をしていたそれに控えて美穂子は明るい目と眉とはっきりと見せて愛嬌のある微笑を口元にたたえていた。星蔵は読書に疲れた時などお料理それを出してみる。紀子と美穂子とを比べてみることもある。この頃では紀子のことを考えることも多くなった。その時はきっとなぜああ白々しい取りすました風をしているんだろう。 今少し打ち解けてみせてもよさそうなものだと思う。育児の手紙は小さい布箱にしまっておいた。前の土曜日には久しぶりで行田に帰った。おばたが熊谷からやってくるという頼りがあったが、運悪く日曜が激しい吹き降りなので育児と二人遠いから雨だれが滝のように落ちる暗い窓の下で暮らした。次の土曜日には羽生の小学校に朝から講習会があった。 校長と大島と関と星蔵と4人して出かけることになる大きな行堂には近在の小学校の校長やら訓導やらが大勢集まって浦和の師範から来た太った赤いネクタイの教授が児童心理学の初歩の講演をしたり尋常1年生の実地教授をしてみせたりした教員たちは数列に並んで鳴りを沈めて緊張している下見というところの校長は 県の教育界でも有名な老教員だが、銀のような白いひげをなでながら、霧工場で義務とでも思っているような質問をした。太った教授は顔に微笑をたたえて、いちいち丁寧にその質問に答える。十一時近く、それが済むと、今度は育児の父親や水谷という難しいので評判な軍師学が、教授法についての意見やら、 教員のの心得についての演説やらをした梅雨は23日前から上がって暑い日陰はキラキラと校庭に照りつけた扇の音がパタパタとそこにもここにも聞こえる助教員の白地にすみれ色の袴が目に立って額には汗が見えた浄願寺の森の中の露滴はもう人の肩を没するほどに高くなって義りが時を笑顔にかしましく泣く。 講習会の終わったのはもう十二時に近かった爪痢の服を着けた白島の袴に月屋の羽織を着たさまざまな教員連が校庭から門の方へぞろぞろ出ていく校庭には有志の寄付した標本用の樹木や草花がその名と寄付者の名とを記した札をつけられてまばらに植えられてあるクロの花が火の燃えるように赤く咲いているのが誰の目にもついた 木には、ヒノ檜。花には、チ竹、朝顔、悠長オ萩、御南市などがあった。寺の林には、セミが鳴いた。夕夜で、一日遊ぶようなところができたって言うじゃありませんか。林さん、行ってみましたか。校門を出るとき、校長はこう言った。そうですね。広告があちこちに貼ってありましたね。 何か何屋節があるって言うじゃありませんか。大島さんも言った。上町の鶴の湯にそういう催しがあるのを製造も聞いて知っていた。夏の間2階を開けっぱなして一日湯に入ったり昼寝でもしたりして遊んで行かれるようにしてある。氷も菓子もビールもうどんも売る。ちょっとした昼飯ぐらいは食わせる支度もできている。何屋節も昼一度夜一度あるという。 この二三日、梅雨が上がって暑くなったので、非常に客があると聞いた。思想は、昨日出かけて半日遊んできて、どうせ田舎のことだから、ろくなことはできはしないけれど、ちょっと遊びに行くにはいい。抵抗、うまい金儲けを考えたもんだ、と前の地主に話していた。どうです、林さんに一つ案内してもらおうじゃありませんか。ちょうど昼時分で、腹も空いている。 校長はこう言っって同僚を誘ったみんな賛成した。上町の鶴の湯はにやかであった。赤いメリンスの帯を締めた田舎娘が出たり入ったりした。あちこちから送ったビラがいっぱいにさえてあって、亭さんへという大きな味がそこにもここにも見えた。氷店には客が七八人もいて、この家の神さんが助けをかけて汗をだらだら流して、 せっせとをかいていてる先生たちは2階に通った。幸いにして客はまだ多くなかった。近在のばあさん連れが一組、温泉にでも来たつもりで湯文字一つになって別の部屋にゴロゴロしていた。八畳の広間には真ん中に何漫節を語る講座ができていて、そこにも紙や布のビラがひらひらなびいた。部屋は風通しがよかった。 奥の四畳半の畳は汚いが、青田が見通しになっているので、四人はそこに陣取った。一風呂入って汗を流してくる頃には、昼飯の支度がもうできていた。赤いたすきをかけたうちの娘が、ちゃぶ台を運んできた。魚は、鉛節の硬い煮つけと、きゅうりもみと、鶏卵に捧げのシルトであった。しかし人々にとっては、これでも結構なごちそうであった。 校長は洋服の上衣も、直器も、ネクタイも、すっかりとって、汚ら目の見える肌自慢一つになって、さも心地の良さそうな様子であぐらをかいていたが、みんな平らにあぐらをかきたまえ、関君どうです、服で窮屈にしていては仕方がない。こう言って笑って、私が一つビールをおごりましょう。たまには愉快に話すのもようござんすから。やがてビールが命じられる。 姉さん、氷をぶっかきにして持ってきてくださいな。娘はかしこまって降りていく。校長が関さんのコップに積もうとすると、彼は手でコップの蓋をした。一杯飲みたまえ、一杯ぐらい飲んだってどうもなれやしないから。い,いえ、もう本当にたくさんです。酒を飲むと後が苦しくって、とコップを脇にやる。関君は本当にだめですよ、と言って大島さんは、 なみなみとついだ自分のビールを一息に飲む。弱卒は困りますな。こう言って校長は自分のになみなみとついだ。泡が山をなしてこぼれかけるので慌てて口をつけて吸った。娘がそこにぶっかきをどんぼりに入れて持ってきた。みんなが一つずつ手でつまんでビールの中に入れる。酒を飲まぬ関さんも大きいのを一つ取って口の中に頬張る。やがて校長の顔も 大島さんの顔も見事に赤くなる。講習会なんてダメなものですな。校長の件がそろそろ出始めた。大島さんがこれに相図中を打った。各小学校の評判や年功・下法の話などが出る。軍史学の融通の利かない失敗談が一座を笑わせた。けれど製造にとってはこれらの物語は耳にも心にも遠かった。年が違うからとはいえ、 こうした境遇にこうして休んじている人々の気が知れなかった。彼は将来の希望にのみ生きている快活な友達とこれらの人たちとの間によくたわっている大きな溝を考えてみた。まごまごしていれば自分もこうなってしまうんだ。この考えはすでに幾度となく彼の頭を悩ました。これを考えるといつも胸が痛くなる。いても立ってもいられないような気がする。 小さい家庭の経類などのために、この若い燃える心を犠牲にするには、忍びないと思う。この間も、育児と論じた。偉い人は偉くなるがいい。世の中には、百姓もあれば、郵便客もある。巡査もあれば、下駄の入れ屋もある。偉くならんから、生きていられないということはない。人生は、我々の考えているような、切羽詰まったものではない。もっと楽に、平和に渡っていかれるものだ。 嘘と思うなら世世のの中中をを。見たまえ世の中をこう言って聖蔵は友の巧妙心を爆したけれどその言葉の会にはまるでこれと正反対の心が隠れていたそれだけ彼は激していた彼は泣きたかったそれを今思い出した自分も世の中の多くの人のようにのんきなことを言って暮らしていくようになるのかと思って校長の平凡な赤い顔を見た ついビールを杯煽った青い田の中をコウモリガスを差した人が通るそれは町の裏通りでそこには道に沿って里川が流れ川柳がこんもり茂っている森にはセミの鳴き声がかまびすしく聞こえた1時間経つと3人はみんな倒れてしまった校長は肘枕をして足を縮めていびきをかいているし大島さんは 仰向けに胸をあらわに足を伸ばしているし製蔵は赤い顔をして頭を畳につけていた一人関さんは退屈そうに次の広間に行ってビラなどを見た3時過ぎに製蔵が寺に帰ってくると荻生くんは風通しのよい本堂のいたじきに心地よさそうに昼寝をしている午後の日陰に義桐がしきりに泣いた章終わりこの録音はパブリックドメインです リブリボックスドトンのたた。めに録音されました「16」「暑いある日の午後白ガスリに袴という製造の学校帰りの姿が羽生の久しの長い街に見えた」「今日月給が全部下りて懐の財布が重かった」「今少し前郵便局によってお牛くんに借りた50銭を返し途中で買ってきたくず餅を出して」 二人で茶を飲みのみ楽しそうに食った。どうもこれも長々ありがとうと言って二月ほど前から借りていた鳥打ち棒を取って返した。まだいいよ君。でも今日夏帽子を買うから。買うまでかぶっていたまえおかしいよ。なあにすぐそこで買うから。足元を見られて高く売りつけられるよ。なあに大丈夫だ。で火のカンカン照りつける町の通りを 製造は帽子も被らずに歩いた通りにガラス戸を開け放した西洋雑貨帳があって毛糸や麦わら帽子が並べてある。製蔵は麦わら帽子をいくつか出させて見せてもらった。十六というのがちょうど彼の頭にあった。一円九十銭というのを六十銭にまきさせて買った。街の通りに新しい麦わら帽子が際立って日に輝いた。 ショー終わりこの録音はパブリックドメインです「リブリボックス .org のために録音されました」17「17美保子は初中休暇で帰ってきたその家へ行く道には夏草が深く茂っていた里側の水は多くみなぎって流れている足の緑葉に日陰がさした」 家の入り口には肌地袢や腰巻きや浴衣が物干し竿に干し連ねてある。育児は製造と連れ立っていった。美北は白がすりを着ていた。帯は白茶とうぐいす茶の腹合わせをしていた。顔は少し超えて頬のあたりがふっくりと肉付いた。髪は例のひさし髪にゆって白いリボンがよく似合った。ビールの空き瓶に入れられた麦湯が。 古い政治型の井戸に細い綱で吊るして冷やされてあった。井戸側には大きな葉の草がごちゃごちゃ生えている。流しには勝負貝などが一面に茂って鶴瓶の水をこぼすたびにしぶきがそれにかかる。二三日前までは老母が夕べごとにそこに出て米菓子桶の白い水を流すのが常であったが娘が帰ってきてからはその色白の顔が いつもはっきりと白馬の空気に見えるようになった。その頃には奥で父親の歌いがいつも聞こえた。美穂子は細い綱をスルスルとたぐった。ビールの瓶がやがて手にくる。弱いた砂を溶いてそれを家庭へ持ってきて土瓶に移してコップ蜜と砂糖を入れた器とを盆に乗せて兄の話している座敷へ持っていく。 何にもご馳走はございませんけど、これは一日井戸につけておいたんですから、お砂糖でも入れて召し上がって、麦湯は氷のように冷えていた。育児も製造も2、3倍おかわりをして飲んだ。美保子は兄のそばに座って遠慮なしにいろいろな話をした。寄宿生活は随分大変でしょう。製造はこう聞くと、えー、ええー、随分ん賑やかですよ。 他の女学校などと違って監督が難しいのですけどそれでもやっぱり「女学校の寄宿者なんてそれは大変なものさ話で聞いても随分愛想が尽きるよ」と北川は笑って「やっぱり男の寄宿とそう大して違いはないんだねまさか兄さん」と美穂子は笑ったその部屋には西日がさした松の貝が庭から縁側に移った。 のの外を荷車の通るる音がするこの春と同じように二人の友達は家への木頭を黙って歩いた言いたいことは育児の胸にも製造の胸にも山ほどあるしかし二人ともそれに触れようとしなかった白跡の錆びた沼に赤い夕日がさして山が足の小瀬に一匹二匹三匹まで止まっている子供が長い持ち竿を持って田の中に 腰まで使って、ておつるみのトンボを刺していた。石橋近くに来た時「今年は夏休みをどうするどこかへ行くかね?」。育児は突然こう尋ねた。「まだ考えていないけれどことによると日光か妙義に行こうと思うんだ君は。僕はそんな余裕はない。この夏は英語を今少し勉強しなくちゃならんから。美穂子がこの夏休暇をここに過ごすということが。 何の理由もなしに製造の胸に浮かんで妬ましいようなつらい心地がした。今夜は父母の家に寝て翌朝早く帰ろうと思った。現に育児にもそう言った。けれど道の角で育児と別れると急にここにいるのがたまらなく嫌になって足元から鳥の立つように母親を驚かして帰途についた。翌朝育児がやって来て。 驚くであろうという一種復旧の快感と束縛せられている力から免れ得たという念とたとえがたい寂しい心細い感東を抱いて彼はその長い夕暮れの街道をたどった寺に帰った時は日が暮れてからもう1時間ぐらい経った和尚さんは栗の六畳の長火鉢のあるところで酒を飲んでいたが常に臭る元気で「まあ一杯おえりなさい」 と杯を刺して冷ややっこを別に皿に分けて取ってくれた今まで聞かなかった思想の幼い頃の話が出る9歳の時この寺の小僧によこされてそれから78年の辛抱その観難は一通りでなかった玄関のそばの二畳にいてこの浄願寺の住職になることをこの上もない希望のように思っていた今でも浄願寺住職実苑 とと書書いいた落書きが、よく見るる。残っている首相は酔って「終了の壁」というついこの頃作った新大衆を歌って聞かせた「どうです君も何か一つ書いてみませんか?」こう言って星生さんは勧めた製造の胸はこうした言葉にも動かされるほど今宵は感激していた「何か一つ書いてみよう」彼はベルトルを書いてその実際の苦痛を忘れた ゲーテのことなどを思い出した自分には才能という才能もない、学問という学問もない、友達のように順序正しく修行をする境遇にもいない、人並みにしていてはとても駄目である。彼は感情を悲劇する詩人としてよりほかに巧妙を認め得るものはないと思った。一つ運試しをやろう。この初中休暇に全力を挙げてみよう。 自分の才能を試みてみてよう彼は大塩さんから趣旨の詩集や小説を借りることにした翌日学校から帰ってくると大塩さんは東京の文壇に顔を出している頃を集めた本を何かと持ってきて貸してくれた「国民小説」という赤い表紙の白く版の本の中には「地震と浮世の波と悪因縁」という3編がある。 それが面白いから読めと「むさんは言った。武蔵野という本もそのうちにあった。彼は「武蔵野に読みふけった。七月は次第に終わりに近づいた。暑さは日に日に加わった。久しく会わなかった夫の小学校の助教員に、例の更新塚の角でまた二三度開校した。白地の一と物に白のリボン、涼しそうな鳴りをして、微笑みを傾けて通っていった。 その微笑みのみ意味が、製造にはどうしてもわかからなかった。「学校では初中休暇を誰もみんな待ちわたっている暑い夏をぶどう棚の下に寝て暮らそうという人もある浦和にある講習会へ出かけて検定の資格を得ようとしている者も,もある旅に出ようとしている者も,もある東京に用達しに行こうと企てている者も,もある月の初めから昼切れになっていたが 前期の日課店を調べるので教員どもは1時間2時間を教室に残ったそれに費用のないものも昼から帰ると途中が暑いので控えのできる頃までオルガンを鳴らしたり雑談にふけったり宿直室へ行って昼寝をしたりした製造は日課店の調べに飽きて風呂敷包みの野中から武蔵野を出して精神な趣味に返した人のように熱心に読んだ。 忘れぬ人々に書いた作者の考え、武蔵野の郊外をざっと振って通る林のしぐれ、水車の月に光る橋のほとりに下宿した若い教員、それらはすべて自分の漢字によく似ていた。彼は折々本を伏せて頭を流れてくる環境に受けらざるを得なかった。三十日の学科は一時間で終わった。生徒を集めたテーブルの前で、 皆さんは初中休暇を有益に使わなければなりません。あまりに遊び過ごすと、せっかくこれまで教わったことをみんな忘れてしまいますから、毎日一度ずつは本を出しておさらいをなさい。それから父さん、母さんに世話を焼かしてはいけません。桃や梨やスイカなどをたくさん食べてはいけません。暑いところを遊んできて、そういうものをたくさんに食べますと、 お腹を壊すばかりりではありません。恐ろしい病気にかかって夏休みが済んで学校に行きたくっても来られないようになります。よく遊びよく学びよく勤めよう。本にもそう書いてありましょう。9月の初めにここで先生と一緒になる時には誰が一番先生の言うことをよく守ったかそれを先生は今から見ております。こう言って製蔵は生徒に別れの礼をさせた。 お下げに言った女性とと鼻を垂らした男性ととがぞろぞろと下駄箱の方に先を争って出て行ったいずれの教室にも同じような言葉が繰り返される助教員はスムレ色の袴をはっきりと廊下に見せて「一二一二」をやりながらそこまで来て解散した校庭にはクレ草ソの赤いのが日に照らされて咲いていた紫陽花の花もあった「章終わり」 この録音はパブリックドメインですリブリボックスドットオンのために録音されました18初中休暇はいたずらに過ぎた自己の才能に対する新しい試みも見事に失敗した思いは燃えても筆はこれに伴わなかった5日の後には彼は断念して筆を捨てた 寺にいい。ても面白くない行田に帰っても狭い家は暑く不愉快であるそれに美保子が帰っているだけそれだけそこにいるのが苦痛であった彼は一人で赤城から妙義に遊んだ旅から帰ってきたのは8月の末であったその時美保子はすでに浦和の寄宿舎に帰っていた行田から羽生羽生から弥勒という平凡な生活は また始まった「ショー終わり」この録音はパブリックドメインです「l リ,リボックスドットオ g のために録音されました19学校には新しいオルガンが一台買ってあった初めての日はちょうど日曜日で校長も大島さんも来なかったその夜は 宿直室に寂しく寝た。裏本を過ぎた後の夜は美しく晴れて天の川が明らかに空に横たわっている。柿にはスイッチョが鳴いて村の子供らのそれを探すちょちんがそこにもここにも見える。日中は暑いが夜は梅雨が草の葉に置いて人の話し声がどっからともなく聞こえた。初めの10日間は 授業は8時から10時次の10日間は12時までそれから間もなく午後2時の対校となるもうその頃は秋の木は辺りに満ちて雨の降る日など一柄一枚では冷ややかに感じられたも思う彼の身に月日は早く経った高等学校の入学試験を受けに行った小島は第4に合格して月の初めに 金沢へ行ったという噂を聞いたが得意の文句を並べた絵はがきはやがてそこから届いたその地にある兼六公園の写真は彼の好奇心を引くに十分であった友の成功を祝した手紙を書くとき彼は机にうっぷして事故の不運に泣かざるを得なかった本堂の机の上には乱れ神落败衆武蔵野和尚さんが 早稲田に通う頃を読んだというエノ具ク・アーデンの薄い本が載せられてあった彼は「響きリンリン」という故郷猿の歌を常に好んで吟唱したその調子には言うに言われぬ悲哀がこもった栗の玄関の前に春は芍薬の咲く小さい花壇があったがそこにその頃中海道の絵のようにかすかに暮れないを見せている中庭の萩は今を盛りに 先乱れた夜ごとの月は次第に明らかになった墓地と畑とをへり取った藩の並木が黒く空に見えて大きな芋の葉にはキラキラと梅雨が光った夕飯の後に製造は墓地を歩いてみることなどもあった新塚の柿に紅白の木毛が咲いて赤い小さいトンボがたくさん集まって飛んでいる。 外場の新しいのに大塩さんが例のちびひでを取ったのがあちこちに立っている土饅頭の上に茶碗が水を満たして置いてあって線香のともった後の白い灰がありありと残って見えた花立てにはみそはぎや帯内しなどが備えられてある古い墓も無縁の墓もかなり多かった片隅には雪倒れや小敷の死んだのを埋葬したところもあった 製造は時には物好きに日の文などを読んでみることがある。仙台で生まれて維新の時には国事に奔走して明治になってからここに来て病院を建てて土地のものに自負のように思われたという人の石碑もあった。製紙工場の最初の経営者の墓は未開円子の立派なもので寄付金をした有志の生命は金文字で高い墓石に掘りつけられてあった。それから、 日清の駅にこの金在の村から出征して旅順で戦死した一等卒の墓もあったこの墓地とは全く離れて裏の林の奥に丸い墓石が数多く並んでいるこれは歴代の寺の住職の墓である杉の古地の陰に笹やらならやらが茂って土は常にジメジメとしていた晴れた日には夕方の光線が 斜めに林に差し通って向こうに広い野の空がそれと覗かれた雨の日には小から雨だれがぼたぼた落ちて苔の生えた坊主の頭のような墓は鳴くように見られたここのお尚さんもやがてはこの中に春のだなどと生造は考えた太った背の高い神さんと 田舎の寺に埋めておくのは惜しいような学問なる和尚さんとがこうした寂しい平凡な生活を送っているのも考えると不思議なような気がするふと23日前のことを思い出して彼は微笑した彼は日記に軽い調子で夕方知らずして主の坊がワイフと共に湯の小さきに親しみてハイレルを見て突然のことに気の毒にもまた 煙管はされつ」と書いたのを思い出した湯殿は栗の入り口から入られるようになっていた大塩さんはふたきばかり前に葬儀に用いる棒や板などのたくさん本堂にあったのを利用して大工を雇ってきてそこに格好の湯殿を作って丸い風呂を据えて湯を立てた煙が刈ってから栗までなびいたその日は火をもらおうと思って 茶の間へ行ってみるとそこには誰もいないで笑い声が湯殿の方から聞こえた何気なしに行って覗いてみると夫妻は小さい末風呂に目白の押し合いのようにして入っている主宗は平気で笑って「これは偉いところを見られましたな」と言った製造にはこの滑稽な事実が単に滑稽な事実ではなくってそれを通して主宗の生活の状態と 夫妻の間柄とは一層明らかに見えたような気がしたこうして無意味に若い時の希望も何もかも捨ててしまってただ目の前の運命に服従してさて年を過ごして歴代の住職の墓の中に製造は自分の運命に引き比べてみた時には一羽船の詩人を学んで雲の研究をしてみようなどと思い立ったこともあった信濃の高原に見るような 複雑した雲の変化を見ることはできなかったが広い関東平野を縁取った山々から起こる雲の色彩には優れたものが多かった裏に出ると浅間の煙が正面に見えてその左に妙義がちょっと頭を出していてそれから荒船の連山北観覧の連山秩父の連山が波のように連なり渡った二上山の古城市のような形をした 肩のところに夕日は落ちていつもそこからいろいろな雲が湧き上がった右には赤城から日光連山が輪をなして続いた秩父の雲の名色の多いのに控えて日光の雲は暗色が多かった彼は青田を越えて向こうの藩の並木の辺りまで行った野良の仕事を終わって帰る百姓はいつも白地の一重を着て頭の髪を長くした 上岸寺の教員さんが手帳を持ちながらブラブラ歩いていくのに出っくわして挨拶をした時には田のあぜに佇たずんで何かしきりに手帳に書きつけているのを見たこともあった製造の手帳には日付と時刻とその時々に起こったさまざまな雲の状態と色彩と時につれて変化していく暴雲の様とがだんだん詳しく記された 平原の雲の研究という文を彼は書き始めた。彼岸の中日にはその原稿がもう大抵出来かかっていた。その日は本堂の如来様には珍しくろうそくが灯されて、和尚さんが朝のうち一時間ほど紫の衣に金蘭の袈裟をかけて度胸をした。庭の金木犀は風に連れて懐かしい匂いを、 古びた寺の部屋に送る。参傾者は朝からやって来てま桁の音がカラコロと長い敷石道に聞こえた。墓に猛ずる人々はまず本堂に上がって如来様を拝み栗に回ってそこに出してある火鉢で線香に火をつけ草の茂った井戸から水を汲んで手置きを下げて墓へ行った。寺では二三日前から火を取りを入れて掃除をしておいたので。 墓地はきれいになっていていつものようにしきみの枯葉や犬のクソなどが散らかっていなかった。参詣する者のうちには町の豪華の美しい少女もいれば島田に言ったおしろいの半ばハゲた田舎娘もあった。製蔵は神さんからもらった萩の餅に腹をふくらし涼しい風に吹かれながら昼寝をした。夢うつ,つの中にも鐘の音、小曲げたの音、 人の語れ合う声などが絶えず聞こえた「ケチガンの日から雨がひとひとと降った寂しい今年の秋が来た」「彼のこの頃の日記にはこんなことが書いてある」「10月1日去月28日より付着の新聞今日一度に来る夜善光寺小僧に三述を教う」「エノック・アーデン20ページのところまで進む」 この頃日足西に入りやすく、四時過ぎに学校をいで、五時半に羽生に着けば、日全く来る。夜九時湯に行く。秋の夜の御堂に友の涙冷ややかなり。二日晴れ。慣れしい木製の香りようやく衰え。裏の栗林にもず泣きしきる。今日より九時修行。米寿司よりやゆを買う。三日。 もろこし畑の夕日に群れて飛ぶ熱きつ明石熊谷の尾畑に手紙出す夕波の絵描き添えて4日晴れ久しく晴れたる空は夜に出て雨となりぬ裏の林に秋雨の木の葉打つ音静か。故郷の夢見る5日土曜日雨を尽きて行田に帰る6日 一日を楽しき家庭に暮らす。小ばと小島に手紙出す。夜、左右静かなり。七日、朝早く行く。稲、黄色く色づき。のの朝の雨、斜めなり。夜は学校に泊まる。八日、雨激しく、井戸端の柳の糸乱る。今宵も学校に泊まる。九日、早く帰る。 秋雨、ようやく晴れて、夕方の雲、風に動くこと早く、夕日、金色の色を言わし、木製の衰えたる匂い、かすかに匂う。夜、新聞を見、行台の荷物を包む。星隠れて、イチョウの実、落つることをしげし、栗の林に野脇立ちて、栗の国はに一鉢も寂しく、風の音にコオロギの声さむし。10日、 朝行田に会話を送り夕方着物を受け取るおばたより久しぶりにて同情の手紙を得たり曰くこの秋の君の心思えばありしことども思いしのばるこぞの冬今年の春という君が言葉にも千番無料の缶湧き出て心は遠く浄願寺の辺りうんぬん夜星木よくすんで 南に低く飛ぶ者二つ小ばに返事を書く曰く愚痴はもうやめた言うまい語るまい一人にて泣き一人にてもだえん清蔵はこの頃の日記のこぞの冬今年の春に比べていかにその調子が変わったかを考えざるを得なかったこぞの冬はまだ世の中はこうしたものだとは知らなかった美しい 派やかな希望も前途に輝いていたカルタをとってもボールを投げても面白かった親しい友達の胸にリコの寂しい影を認めるほど目も心も覚めておらなかった卒業の喜び初めて世に譲ずる希望その華やかな影はたちまち消えて秋は来た寂しい秋は来た裏の林に生み割れた栗の伊賀が見えて 晴れた夜は野脇がそこから寂しく立った。長い廊下の縁は足の裏に冷ややかに、本堂のそばの高い青霧からは雨だれが泣くように落ちた。章終わりこの録音はパブリックドメインです。リブリボックスドットオグのために録音されました。二十。 男性と女性と打ちまぜて三十名ばかり他の間の細い道をぞろぞろと通る。学校を出るときは「神よ、神さんよ」を一斉に歌ってきたがそれにも飽きて今では天出に勝手な真似をして歩いた。何かべちゃべちゃ喋っている女性ともあれば後ろを振り返って赤んべいをしてみせている男性ともある。 赤いまんまという花をつまんで列に遅れるものもあればトンボを追いかけて畑の中に入っていくものもある尋常二年級と三年級9歳から10歳までのいたずら盛りそうじて無邪気に甘えるような挙動を星蔵は事故の物思いの医者として常に可愛がったので「先生林先生」と生徒は顔を見てよくその後を追った。 学校から村を抜けてに出る。青島を折る旗の音がそこにもここにも聞こえる色の白い若い先生をわざわざ窓から首を出して見る旗織り女もある生蔵は袴をつけて麦わら帽子をかぶって先に立つと関さんは例の爪入れの汚れた白い夏服を着て生徒に混じって歩いた助教師もその後ろから半ケチで 汗をふきふきききついてきた。秋は半ば過ぎてもまだ暑かった。ホットのは外れの八幡宮に来ると生徒はバラバラと駆け出してその裏の土手に汗せのぼった。先にのぼった者は手を挙げて高く叫んだ。ぞろぞろとついてのぼっていって手を挙げている様が秋の晴れた日の空気を通してまばらな松の間から見えた。その松原からは、 利根川の広い流れが絵を広げたように美しく見渡された弥勒の先生たちはよく生徒を運動にここへ連れてきた生徒が砂地の上で相撲を取ったり草むらの中でバッタを折ったり右輪へ行って浅瀬でぼちゃぼちゃしたりしている間を先生たちは涼しい松原の階で気の置けない話をしたり新刊の雑誌を読んだり仰向けに 草原の中に寝転んだりした。平凡なる利根川の長い土手、その中でここ十丁ばかりの間は松原があって景色が目覚めるばかり美しかった。広松もあれば小松もある。松の下は海辺にでも見るようなきれいな砂で、ところどころ小高い丘と丘との間には青い草を下草にしたや絵のような松の貝があった。夏はそこに 色の濃いいが咲いた白い穂がそのすぐ前を通っていった星蔵はここへ来るといつも生徒を相手にして遊んだ鬼ごとの群れに混じって女の生徒に捕まえられて前かけで目隠しをさせられることもあるまた生徒を集めて一緒になって唱歌を歌うことなどもあったこうしている間は彼には不平も不安もなかった 自己の不運をくという心も起こらなかった無邪気な子供と同じ心になって遊ぶのが常であるしかし今日はどうしてかそうした快活な心になれなかった無邪気に遊び回る子供を見ても心が沈んだこうして幼い生徒にはかなき医者を求めている自分が情けない彼は松の甲に腰をかけて揚々として流れ去る に眺めったある日学校の帰りを一人寂しく歩いた空は晴れて夕暮れの空気の影細やかに野にはすすきの白い穂が風になびいたふと道の角に来ると大きな包みを背負って古びた紺の木半に埃りで白くなったわらじを履いてさも疲れ果てたというふうの旅人がひょっくり向こうの道から出てきて 羽生の町へはまだよほどありますかと問うた。もうじきです。向こうに見える森がそうです。旅人は彼と並んで歩きながら、なおいろいろなことを聞いた。これから川越を通って八王子の方へ行くのだという、何でも遠いところから商売をしながらやってきたものらしい。その言葉には東北地方の鉛があった。この近所に森という在業がありますか 知りませんな。では高木というところは聞いたようですけどやはりよくは知らなかった。旅人は今夜は羽生の町の梅沢という旅店に泊まるという。製造は町に入るところで旅店へ行く道を教えてやって田んぼの横道を右に分かれた。見ていると旅人はさながら疲れた鳥が根ぐを求めるようにテクテクと歩いて町へ入っていった。 何故ともなく他境という感が激しく胸をついて怒った。彼も旅人、我も同じく他境の人、こう思うと涙がほろほろと頬を伝って落ちた。「章終わり」この録音はパブリックドメインです。「リブリボックス .org」オのために録音されました。 秋は日に日に深くなった。寺の境にひょろ長い藩の林があって、その向こうの野の黄色く熟した稲には、夕日がひとしきり明るくさした。鴻巣に通う剣道には、白穂に近く、空車の通る音がガラガラといつも高く聞こえる。その頃、軌道演習にやってきた歩兵の群れや、王者の列や、牙の列が、 ゾロゾロと通った林の角に歩兵が三平線を敷いていると思うとバレバレと小銃の音が凄まじく聞こえる寺でも栗と本堂に兵士が七八人も来て止まった裏の林には馬が二三十頭もつながれてそれに飲ませる水を入れた四頭家がいくつとなく本堂の前の庭に並べられるサーベルの音靴の音 馬のいななく声にわかに辺りは騒々しくなった。夜は町の豪華の角に、南中隊本部と書いた関連書の布が白く闇に見えて、士官や総長が剣を鳴らして出たり入ったりした。それが一日二日で通過してしまうと、町はしんとして元の性室に帰った。製造は日日前の土曜日に 礼のごとく行弾に行ったが帰ってきて日記に「母は勤めて言わねど父君のさては何とか働きたまわば我が一家は平和ならましをこの思いいつも気候の時に思い浮かばざることなし」と書いた怠けがちに日を送って母親にのみ苦労をかける父親が彼には歯がゆくって仕方がなかった彼は病身で そして思いやりの深い母親に同情した。米紙に即興紙を貼って夜更けまで珍しごとに勤そしむ母親の来るごとを聞くといかなる犠牲も耐えなければならぬといつも思う。時には父親に内緒で財布の底をはたいて小遣いを置いてくることなどもある。それを父親は母親から引き出して使った。二三日前に帰った時にもあっちこっちに。 一円二円と細かい不義りができて困っているという話を母親から聞いた。行田文学は四号で拝観するという話があった。石川はせっかく始めたことゆえ、一二年は続けたいが、どうも費用がかさんで、印刷所に借金ができるようでも困るからという。育児はどうせそんな偏偏たるものを出したって、要するに道楽に過ぎるのだから、やめてしまう方が。 結局いい仕方だと賛成する製造はせっかく4号まで出したのだから今少し熱心に会員を募ったり寄付をしてもらったりしたならば続刊の計画は立つだろうと言ってみたがだめだった日曜日には荻生くんが熊谷から来るのを待ち受けて一緒に羽生へ帰ってきた荻生さんは心配のなさそうな顔をして面白い話をしながら歩いた途中で 手羽を噛んでみせた。それがいかにも巧みなので、製蔵は体を崩して笑った。製蔵は、お牛さんの無邪気で、のんきなのが羨ましかった。朝霧の深い朝もあった。野は秋、ようやくゆかんとして、また暑きこと一、二日、柿赤く、みかん青しと日記に書いた日もあった。秋雨は次第に冷ややかに。 漆の赤く色づいたのが裏の林に見えて前のイチョウの実は葉とともにしきりに落ちた吐いても吐いても黄色いイチョウの葉は切って積もる聖蔵は幼い頃故郷の寺で遊び仲間の子供たちと一緒に風の吹いた朝を待ちつけてイチョウの実を拾ったことを思い出したそれがまだ昨日のように思われるそこに現に子供の群れの中に自分も一緒になって 胃腸を拾っているるような気もする月日がいつの間にか経ってこうして昔のことを考える身となったことが不思議にさえ思われたこの頃は学校でオルガンに新曲を合わせてみることに興味を持って琴の六段や長唄の「畑などをやってみることがある「鉄管の残章」は「遍路町の「四分の四」でよく調子にあった遅くまでかかって熱心に 松下の楽譜を乗車した月の初めに宝球の一部を割いて枕時計を買ったのでこの頃は朝は決まって七時には目が覚めるそれに時を刻むセコンドの音が絶えず聞こえてなんだかそれが友達のように思われる一人で帰ってきても時計が待っている夜更けに目が覚めてもチクタクやっている物を思う心のリズムにも調子を合わせてくれるような気がする 彼は小ばにある半期に、枕時計の絵を描いて、この時計を、はともとも、我が妻とも思い出しつつ、この秋を寺ごもりする寂しの友を思え、と言ってやった。学校からの帰途には、露房の雄花に夕日が力弱くさして、盾の花の白い小川に色ある雲が映った。彼はどっぽの無三品の印象をさらに新しく胸に感じざるを得なかった。 寺の前の不動堂の高い縁側には子守の老婆がいつも三四人たかって手拍子を取って子守歌を歌っている。そのころ裏の林は夕日に輝いてその最後の予償は三門の裏の白壁の塀に明らかに照った。お牛さんはいつもやってきた。一緒に町に出てシルクを食うことなどもあった。それは僕だってのんきにばかりしているわけではありませんさ。 けれどいくら考えたって仕方がないですもの。なるようにしきゃならないんですもの。お牛さんは製造の常に沈みがちなのを見て、こんなことを言った。お牛さんは製造の常に悲しそうな顔をしているのを心配した。後の月は明るかった。裏の林に野脇の渡るのを聞きながら、栗の八丈の縁側に、和尚さんとお酒を飲んだ。夜はもう寒かった。靴は虫の声もかれがれに。 寒そうにコオロギがいいていた。秋は日に日に寒くなった行田からは「あわせ」と旅とを届けてくる章終わりこの録音はパブリックドメインです「LibriVox.org」のために録音されました「22」「小幡から来た手紙の一。今日ある人」 しいて名をのくから聞けば、君と加藤の姉との間には、多少の異議があるとのことに候ろうが、それは本当かいかに、お知らせ下されたく候。ろう。先日、加藤に愛しとき、それとなく聞きしに、そんなことは知らぬと申しそうろう。けれど、これは兄は知らぬからとて、事実無根とは断言できがたしなど笑い申し遭ろう。 君にも似合わぬ仕事かな。あることはありてよし、ないことはなくてよし。一匹の力をかさぬでもないのに、なんとか返事ありたくそうろう。加藤の浮かれ加減はお話にもならず。手紙が裏から来たとて、その一節を写してみてくれろと言う始末。存外熱くなれておれることと存じそうろう。秋寒し、近況以下。手紙の二。 お返事ありがとう。そんなことをしていられるかどうか考えてみようとのご反問の手厳しさ。君の心はよく分かった。けれど、あんなおしゃらくは嫌いだ、は少しひどすぎたりと思う。あの背の高い後ろ姿のいいところが気に入る人もあるよ。また、あの背の高いお嫌いな人が君でなくってはならなかったらどうする。嫌いだと言ったからとて、 そうか本当に嫌いだったのかと新事実を発見したほどに思うような僕にてはこれなくろう。こう申せばまた誤解呼ばわりをするかもしれねど簡単に誤解呼ばわりをする以上の事実があるのを僕は確かな人から聞いたの言えだめにろう。この次の日曜には行田から今一息車を飛ばしてやって来たまえ。この間白滝の君に会ったら 林さん、おかれなくって、と聞いていた。また例のそば屋で、ビールでも飲んで、語ろうじゃないか。小島からこの間頼りがあった。この頃に、杉山がまた東京の和瀬田に出て行くそうだ。歌をありがとう。思わんや、騒いへそぞろ、武蔵野に、七両北へ下野山。七両北といえば、足利ではないか。君の故郷じゃないか。いつか聞いた。 君のファーストラブの思い出ではないか。手紙の3。君の胸には何かがあるようだ。少なくともこの間の返事で僕はそう解釈した。解釈したのが悪いと言われても、これも仕方がなしと存じ候楼。かとこの頃別号を作たりたいと申しおり候楼。妙精の号を書きて、いまだ君のあたりを驚かさず候や。見ようと申せば、 すでにご存じなら、御用は御穂に通ずるは言うまでもなきことに候。ろう。世にして加藤の二枚のいずれを取らんとやと言えば、むしろ繁子を、恩順にして情に留める繁子を、幼き教え子を恋人にする小学教師のことなど思い出して微笑み申し候。ろう。また君の相変わらぬ小さき誇りをも思い出し候。ろう。手紙の四。 久しぶりで会談一日。こぞの冬頃のことを思い出し候。あの日は遅くならしことと存じ候。君の心の半ばをば我返したると言いてもよかるべしと存じ候。恋、それのみがライフにあらず。まことにしかりまことにしかり。君の口中さするにあまりあり。君のごとき志を抱いて世に出し最初の秋を。 かく寂しく暮らすを思えば、わらは不平など言いてはおられぬはずに候。手紙の五、葉書。運命ひとたび君を屈せしむ。なんぞ君の永久に屈することあらん。君の必ずふって立つの時、あるを信じて疑わず。生きの子の一人寂しの夜の秋、木星の香り湿りがちなる。これらの手紙をそろえて、 机の上に置いた。そして製造は考えた自分の書いてやった返事とその返事の友の心に引き起こしたこととを細かに引き比べて考えてみたさらに事故の真の心とその手紙の上に現れた状態とのいかに離れているかを思った美穂子のことから引いて紀子重子のことを頭に浮かべた上辺に現れたことだけで世の中は簡単に解釈されていく 打ち明けて心の底を語らなければいや心の底を詳しく語っても他人はその真相を容易に返さない親しい友達でもそうである彼は通説に孤独を感じた誰も知ってくれるもののない心の寂しさを必死と覚えた木枯らしが裏の林をドッと鳴らした章終わりこの録音はパブリックドメインです LibriVox.org リリのために録音されました。23。店長説には学校で式があった。学務委員やら、村長やら、土地の有識者やら、生徒の父兄やらがぞろぞろ来た。直後の箱をテーブルの上に飾って、菊の花の白いのと黄色いのとを紙に刺して、そのそばに置いた。女生徒の中には、 メリンスの新しい晴れ着を着て、エビ茶色の袴を履いたのもちらほら見えた。紋付きを着た男の生徒もあった。オルガンの音につれて、君が代と今日の良き日を歌う声が、行動の破れたガラスを漏れて聞こえた。それが済むと、先生たちが出口に立って、紙に包んだ歌詞を生徒に一人一人分けてやる。生徒はニコニコして、 おををしてそれを受け取った丁寧に懐にしまうものもあれば髪をあげて見るものもある中には門のところでもうむしゃむしゃ食っている行儀の悪い子もあった後で教員連は村長や学務委員と一緒に広い行堂にテーブルを集めて役場から持ってきた白の晒しをその上に敷いて人数だけの椅子をその周りに寄せた もち菓子とせんべいとが菊の花瓶の間に並べられる小遣いは大きなやかんに茶を入れて持ってきてめ名に配った茶碗についで回った大君のめでたい誕生日は騒がいでは収まらなかった小川屋に行ってビールでも飲もうという話は誰からともなく出たやがて教員たちはぞろぞろと田んぼの中の料理屋に出かける一番後から 校長が言った。小川屋の娘はきれいに髪を結って見違えるように美しい顔をして有り合わせの卵焼きか何かでお膳を運んだ一人前50銭の会費に有志からの寄付が56円あったそれでビールは景気よく抜かれる村長と校長とは愉快そうに今年の方策などを話していると若い連中は若い連中で検定試験や 講習会の話などをした大島さんがコップにビールを注ごうとすると助教員は手で蓋をしてコップを脇にやった「一杯ぐらい女だって飲めなくては不自由ですな」と大島さんは元気に笑った「西日が暖かに縁側にさして狭い庭にはダーリンの菊が白く黄色く咲いていた」「畑も田ももう大抵収穫が済んで」 向こうのまばらな森の階からは枯れ草を燃やす煙がところどころに上がったそばの街道をラッパの音がして例の大声通いの乗り合い場所が通ったその夜は学校に泊まった翌日は午後から雨になった黄色く色づき始めた野の奈良林から雨だれがポタポタ落ちる寺に帰ってみると障子がすっかり張り替えられて 部屋が明るくなっている。おぎゅうさんが、店長節の午後から来て、半日かかって、せっせと張っていったという。その友情に感激して、その後、会った時に礼を言うと、あまり黒くなっていたから、とおぎゅうさんは、別に何とも思っていない。君は僕の留守に掃除はしてくれる。ごちそうは買っておいてくれる。障子は張り替えてくれる。まるで僕の細工見たようだね。 と、製造は笑った。お塩さんも、お牛くんは本当にこまめで親切で優しい。女だとそれはいい彩くんになるんだったが、惜しいことをしました。こう言ってやっぱり笑った。晴れた日には、農家の広場に、遠見がすわしく回った。野からは、軽いねを満載した車が幾代となくやってくる。寒くならないうちに、奥手の収穫を済ましてしまいたい。 蕎麦もも取ってしまいたい麦も撒いてししままいたい。いいたた百姓はこう思って皆一生懸命に働いた10月の末から11月の初めにかけてはもう関東平野に特色の木枯らしがそろそろ立ち始めた朝ごとの霜はわらぶきの屋根を白くした寺の栗の入り口の広場にも小作米がだんだん持ち込まれる豊作でもなんとか理屈をつけて はかりを負けてもらう三段に保身するのが小作人の習いであったそれにいつも夕暮れのせわしい自分を選んで馬に積んだり車に乗せたりして運んできた大尚さんは入り口に出て挨拶してまず差しで俵から米を抜いてそれを明るい表に出して調べてみる「どうもこんな米では仕方がない」とか「あそこはこんな悪い米ができるはずがないが」 とかいろいろな苦情を持ち出すと小作人は小作人でそれ相応な申し訳をしてどうやらこうやら押し付けて帰っていく。豆を作った者は豆を持ってくる。そばを作った者はそば粉を納めに来る。来年は一つ立派に作ってみますからどうか今年はこれで勘弁していただきたい。誰もみんなそんなことを言った。どうも小作人などというものは 仕方がないものですな、と大塩さんは製造に行った。取り入れが済むと、町も村もなんとなくにやかに豊かになった。料理屋に三味線の音が夜更けまで聞こえ、一尾には極笛や遠物屋の店に赤い毛出しの娘を連れた百姓なども見えた。学校の宿直室に先生の泊まっているのを知って、アンんころ餅を重箱にいっぱい持ってきてくれるのもあれば、鶏を 一話料理しててて持ってきてくれるるもものもある寺では恵比寿港に新そばをかみさんが手から打って酒を一本つけてくれた木枯らしの吹き荒れた夜の朝はなれや栗の葉が本堂の前のそこここに吹きためられているイチョウの葉はすっかり落ち着くして鐘楼の鍵がなんとなく寂しく見える十一月の末には蝶ョウズバに薄氷が張った ののの友達も少なからず変わったたを製造はこの頃発見した石川は雑誌をやめてから文学にだんだん遠ざかって訪問しても病気で会われないこともある噂では近頃は料理屋に行って女を相手に酒を飲むというこの前の土曜日に製造は育児と石川と澤田とに誘われてこの頃興行している東京の役者の出る芝居に行ったが 友の調子も著しくさばけて、春あたりはあえて言わなかった冗談などをも人の前で平気で言うようになった。育児の調子もなんとなく砕けて見えた。星蔵ははしゃぐ友達の胸の中で、寂しい心で黙って舞台を見守った。二幕目が終わると、僕は帰るよ。こう言って彼は立ち上がった。帰るみんなは驚いて星蔵の顔を見た。 冗談かと思ったが、その顔には笑いの鍵は認められなかった。どうかしたのか、育児はこう尋ねた。うむ少し気分が悪いから。友達はそこそこに帰っていく製蔵の後ろ姿を気厳そうに見送った。後ろで石川の笑う声がした。製蔵は不愉快な気がした。表に出るとほっとした。それでも育児とは往来したが、 もう以前のようではなかった。あるよは清は石川に手紙を書いた。初めは真面目に書いてみたが、あまり余裕がないのを自分で感じて、わざと律後に書き直してみた。息を中を叫ぶ声まず消えて、さてはまた野にしも結んで軽るごと、慶ラの声はまた立たず、南祖や一夫の地にえいて、俗のかちまたに来る。 ああ闇なんか、また前日の息なきや。ついに闇なんか、イラの地帯。さて最後に、とつという字を一字書いて、封筒に入れてみたが、これでは共に警告するのに、なんだか甚だ、不真面目になるような気がする。いろいろ考えた末、こんなことはつまらぬ、言ってやったって仕方がない、と思って破って捨てた。 初冬の暖かい日は次第に少なくなって野には寒い寒い西風が吹き立った日向の学校のガラスにこの間まで灰がブンブン飛んでいたがそれももう見えなくなった他の買った後の氷が午後まで残っていることもある黄色く赤く色づいたなれや藩や栗の林も連日の西風にその葉がガラガラと散って里の子供が野の中で それを集めて焚き火などをしているのをよく見かける。大声街道を羽生の町へ入ろうとするあたりからは、日光の山々を名手にした野州の連山がことにはっきりと手に取るように見えるが、彼はいつもそこに来ると足をたたずめて立ち尽くした。彼のふるさとなる足川町は、その波のように起伏したしわの多い山のふもとにあった。ある日彼はそのふるさとの山に、 すでに雪の白く来たのを見た。お尚さんも長い夜を退屈があって、よく本堂にやって来て話した。夜など茶を入れましたから、と小僧を迎えによこすこともある。栗の奥の六畳、その間には長火鉢に鉄瓶が煮えたって、明るい竹筒大のご武心のランプのもとに、かみさんが裁縫を広げていると、お尚さんは小さい机をそのそばに持ってきて、 新刊の雑誌などを見ている寂しい寺とは思えぬほどその一間は明るかった茶請けは塩せんべいか法事でもらった安ん餅で文壇のことやその頃の作者かたや雑誌記者の話などがいつも決まって出たがあるよふと話が旅行のことに移っていった和尚さんはかつて言っていた伊勢の話を得になって話し出した首相は早稲田を出てから 半年ばかりして、伊勢の維新殿の千秋寺の中学校に、英語・国語の教師として雇われて2年ほどいた。伊勢の大病から二味の裏、宇治橋の下で橋の上から三景人の投げる銭を網で受ける話や、藍の山で昔女がへらで銭を受け止めた話などをして聞かせた。浅間山の帳ことに禅景みな梅で白いという合わせの話などが、 製造の憧れやすい心を引いた。それから京都奈良の話もその心を引き寄せるに十分であった。お尚さんの行った時はちょうど4月の休暇の頃で、祇園嵐山の桜は盛りであった。行き違う舞妓の顔やおぼろ月という紅葉三人の句を引いて、新京国から三条の橋の上の夜の苦いを面白く語った。その時は、 お嬢さんもおかれ心になって、セッタを買って、チャラチャラ音をさせて、明るいにぎやかな春の街を歩いたという。ならでは大仏、若草山、世界に珍しいブロンズの仏像、二千年昔の寺院などいうのをくまなく見た。生蔵の孤独な寂しい心は、これを聞いて、まだ見ぬところ、まだ見ぬ山水、まだ見ぬ風俗に憧れざるを得なかった。 一生のうち一度は行ってみたい。こう思って彼は事故のおぼつかない前途を見た。年の暮れは次第に近寄ってきた。行田の母からは、今年の暮れはあちこちの借船が多いから、どうか今から心がけて金をむやみに使ってくれぬようにと言って起こした。布団が薄いので、エビのようにかがめて寝る足は昼夜温まらない。 家に行ってやったところでだめなのは知れているし、出来合いを買う余裕もないので、どうかして今年の冬はこれで間に合わせるつもりで、足の方に着物や羽りや袴をかけたが、日ごとに募る良さをしのぐことができなかった。やむなく彼は米寿司から夜の布団を一枚借りることにした。その日の日記に彼は、今夜よりようやく暖かに寝ることをえと書いた。 行田から羽生に通う道は吹きさらしの部屋の習い顔も向けられないほど西風が激しく吹き荒さんだ日曜日の日の暮れ暮れに行田から帰ってくると秩父の連山の上に富士が薄墨色にはっきりと出ていて夕日が寒く平野に照っていた途中で日が全く暮れて寂しい田んぼ道を一人テクテクと歩いてくるとふとすれ違った人が「赤城さんなあ 山火事南米と言って通った振り返ると暗い闇を通してそこを当たるとおぼしきところに果たして火口が鮮やかに照って見えた山火事赤城の山火事関東平野に寒い寒い冬が来たという印であった今年の冬ごもりの寂しさを思いながら製造は歩いた章終わりこの録音は パブリックドメインです。リブリボックスドットオムのために録音されました。二十 c。林さん、あなたはうちの兄と美三子さんのことを知ってて？ユキコは笑いながらこう聞いた。少しは知っています。製造はやや顔を赤くしてユキコの顔を見た。 この頃のこともご存知この頃って、この冬休みになってからですかええ。ユキコは笑ってみせた。知りません。そう。とまた笑って、口をつぐんでしまった。昨日冬季休暇になったので、製造は新しい年を迎えるべく、羽生から行田のうちに来た。美保子が3、四日前に、浦和から帰ってきているということをも聞いた。今朝、 加藤の家を訪問したが、育児は出ていなかった。すぐ帰りかけたのを、母親と一子が、もう帰るでしょうから、と立って止めた。星蔵は、詳しく聞きたかったが、しかし、その勇気はなかった。胸がただ踊った。雪子が笑っているので、一体どうしたんですどうしたっていうこともないんですけど、やっぱり笑っていた。やがて。 変なことをお伺いするようですけど、あなたは兄と北川さんとのことで何か思っていらっしゃることはなくっていいえ。じゃああなた、二人の中に入ってどうかしたっていうようなことはなくって知りません。そう。ゆい子はまた黙ってしまった。しばらくしてから、私、小畑さんから変なことを言われたから。変なことって、どんなことです 何でもありませんけどもね。話が謎のようで一切要領を得なかった。午後とにかく北側に行ってみようと思って沼の淵を通っていると向こうから育児がやってきた。いや、どこに行った北側へちょっと。僕も今行こうと思っていた。と製造はわざと快活に。アート先生、帰っているって言うじゃないか。うむ。二人はしばし黙って歩いた。 一体どうしたんだしばらくして製造が効いた。何がしらばくれてるね君は。僕はちゃんと聞いて知ってるよ。何を大いに発展したって言うじゃないか。誰が話したちゃんと知ってるさ。誰も知ってるものはないはずだがな。と言って考えて。本当に誰が話したちゃんと材料は上がってるさ。誰だろうな。当ててみたまえ。少し考えて。 わからん。おばたが君、君のシスターに何か言ったことがあるかえ僕のことで。ああ、妹がしゃべったんだな。あいつ、バカなやつだな。まあ、そんなことはいいから、僕の言うことを返事したまえ。何をおばたが君のシスターに何か言ったかっていうことだよ。知らんよ。知らんことはないよ。僕が君とアートの関係について、中に入ってるとか、 ど「うむそういえばある」と育児は思い出したというふうで「君が北側によく行くのはどうかしたんじゃないかなんて言ったことがある」「君の死体についても何か先生言いやしなかったか」「冗談は言ったかもしらんが詳しくはよく知らん」「二人は黙って歩いた」「章終わり」「この録音はパブリックドメインです」 リブリボックス .org のために録音されました。25。育児と美穂子との新しき発展について、製造はいろいろと詳しく聞いた。節子から美穂子にある手紙の中に、育児が長い手紙を入れてやったのは一月ほど前であった。やがて、育児にあてて長い返事が来た。その返事を彼はその世とある料理屋で、 酒を飲みながら製造に示した。その手紙には甘い恋の言葉がところどころにあった。育児の手紙を寄宿舎の暗いランプの光の下で繰り返し繰り返し読んだことなどが書いてある。お互いにまだ就業中であるからおっしゃる通り社会に成功するまで固い交際を続けたいということも書いてある。これで見ると育児もそんなことを言ってやったものと見える。製造は その長い手紙を細かく読むほどの余裕はなかった。彼はとびとびにそれを見たが、ところどころの甘い蜜のような言葉は、彼の寂しい孤独の目の前にさながらさまざまな色彩でできた花輪のようにちらついて見えた。酒によって得意になって、友の寂しい心をも知らずに、平気に驚きを言う育児の態度が、憎くもあり、腹立たしくもあり、気の毒にもなった。 製造はただふんふんと言って聞いた。そのかわり僕は僕のできる限りにおいて君のために尽力するさ。そんなことを育児はいくども言った。おばたもそんなことを言っていたよ。僕だって君の心持ちぐらいは知っているさ。こんなことをも言った。育児はまた石川のこのごろ溺れている数の芸者の話をした。先生。 この頃は非常に熱心だよ。君も知っているだろうが自転車を買ってね遠乗りをするんだとか何とか言って毎日のように出かけていくよ東京から来た校長とかいう女で写真を大事にして持っていたよ金持ちの息子なんていうものの心はまるで我々とは違うね君勉強なんぞしないでも立派に一人前になっていかれるんだからね できるだけの力を尽くすといった言葉、その言葉の階にユキコがいることを製蔵は明らかに知っていた。けれどそれが製蔵にはあまり嬉しくは思われなかった。つんと済ましたユキコの姿が目の前を通ってそして消えた。彼は今さらに美穂子の姿の一層強い影をその心に印しているのを予想外に思った。こういう道行きになるのは 彼も兼ねててよく知っていたことであるある時はそうなるのを友のために祈ったことすらあるけれど想像していた時と事実となった時との間は甚だしく違った製造の心は寂しかった事故の境遇が実際生活の上からも恋愛の上からも学問修行という上からもますます消極的に傾いてきて例えば柱と柱との間に 小さく押ししし付けられてしまったたような気がした初めはどうしても言わなかった先が後になるとその反動で激しく発してきて帰る頃には歌を歌ったり詩を吟じたりして育児を驚かしたしかし一段落を告げたというような気がないでもなかった恋を失ったのは辛いが恋に自由を奪われなかったのは嬉しいような気もする今までの 友達に対しての心持ちも少しく離れてかえって事故を明らかに目の前に見るように思った。彼は懐に金を7円持っていた。その中の幾分を父母の補助に出すつもりであったが旅行をする気がないでもないのでわざとそれをしまっておいた。年の暮れももう近寄ってきた。西風が毎日のように関東平野の小さな町に吹き荒れた。 乾物屋の店には数の子が山のように積まれ魚屋には酒が半台の上にいくつもなく並べられた旧暦で正月をするのがこの近在の習慣なので町はいつもに変わらず浸透して赤い腰巻きをした田舎娘も見えなかった軍役所と警察署と小学校とそれにおだった金持ちなどの締め飾りがただ目に立った 六畳にはこたつがしてあった。製造は多くそこに日を暮らした。雑誌を読んだり、小説を読んだり、時には心理学をひもといてみることなどもあった。そばでは母親が新仕事の合間を見て製造の綿入れを縫っていた。午後にはどうかすると町へ行って、ち菓子を買ってきて茶を入れてくれることなどもある。ある夜木枯らしが吹き荒れて、雨に混じってみぞれが降った。 父と母と生蔵とはこたつを取り巻いて表にあるる凄まじい冬の音を聞いていたがこうした時に起こりかけた一家の財政の話が愚痴っぽい母親の口から出て借金の多いことが幾度となく繰り返された「どうも困るなあ」生蔵はため息をついた「今少し商売がうまくいくといいんだがどうも不景気でなあ何をやったってうまいことはありゃしない」父親はこう言った 「本当にお前には気の毒だけれど毎月今少し手伝ってもらわなくっては」「母親は息子の顔を見た」「それは私は倹約をしているんですよこれで」と製造は言ってタバコもろくろく吸わないぐらいにしているんですけれどお前には本当に気の毒だけれどお父さんにも今少し稼いでもらわなくっちゃ」「製造は父に向かって言った」「父は黙っていた」財政の内容を持ち出して、 母親がくどくどと名を語った。製造は母親に同情せざるを得なかった。彼は熱心に借金の不得策なのを説いて、貧しければ貧しいように生活しなければならぬことを言った。最後に彼はしまっておいた金を三円出して渡した。友達を訪問しても、もう以前のように面白くなかった。育児は絶えずやってくるが、こっちからはめったに出かけていかない。 会うと必ず美穂子の話が出る。それを聞くのが製造にはこの上なくつらかった。北側にも行ってみようとは時々思うがなんだかめ,めめしいような気がしてよした。散歩もこの頃は野が寒くそれに辺りに見るものもなかった。彼は退屈すると一軒置いて隣の家に出かけて行って日当たりのいい縁側に七つ八つぐらいの娘の子を相手に汽車後はじきなどをして遊んだ。 髪ののの長いい眉の美しい子がその中にあった。警察へ転任してきた警備とかの娘でまだ小学校へも上がらぬのにいろはも数学もよく覚えていた百人一首もとびとびに暗唱して恋歌などを無意味な可愛い声で歌って聞かせた製造は1から16までの数を加減して試みてみたが大抵は間違いなくスラスラと答えた 彼はセンチメンタルな心の調子でこの娘の子のやがて生いたたん行くを想像して見ぬわけにはいかなかった「幸あるよ優しき恋を得よ」こう思った彼の胸には限りなき哀愁がみなぎり渡った熊谷に出かけた日は30日で西風が強く吹いた小島も桜井も東京から帰っていたおばたは琴に熱心に彼を迎えたけれど彼の心は 昔のようにに快活にはなれなれかった旧友は皆製蔵の青い顔に沈んだ調子と消極的な言葉とを怪しみ見た製蔵はまた一層快活になった友達に対してなんだか肩身が狭いような気がした熊谷の町はにやかであったここでは締め飾りが長蛇の軒ごとに建てられて通りの角には年の暮れの位置が立った代々締め 昆布、エビなどが行き通う人々の目に鮮やかに見えるどの店でも弓針提灯をつけて魚屋には酒ごまめ数の子動物屋には毛糸シャツズボン下などが山のように並べられてある夜は人がぞろぞろと通りをひやかして通った大晦日の朝製造は寂しい心を抱いて西風に吹かれながら例の長い街道を てくてくと行団に帰った。今更に感じられるのは境遇につれて変わりゆく人々の感情であった。昨年の今頃こうしたことがあろうとは夢にも思っておらなかった。親しい友達の間柄がこういうふうに離れ離れになろうとは知らなかった。人は境遇の動物であるという言葉を彼はこの頃ある本で読んだことがある。その時はそんなことがあるものかとよそごとに思って捨てた。 けれどそれは事実であった。うちに帰ってみると、借金取りはあっちこっちから来ていた。母親がいちいち頭を下げて、それに応対している様は見るに忍びない。父親は感情が取れぬので、日の暮れる頃、しょぼしょぼとしおれた姿で帰ってくる。あ,あああ、仕方がねえ。とため息をついて、予算の半分ほどもない財布を母に渡した。製造は見かねて、金をまた二円出した。 夜になってから母親は巾着の残りの銭をジゃラジゃラ音をさせながら形ばかりの年越しをするために町に買い物に行った。のし餅を3枚、ごまめを1袋、さきを5切れそれに明日の煮しめにする里芋を5合ほど風呂敷に包んで「重い重い」と言ってやがて帰ってきた。その間に父親は豆苗を紙棚と台所と便所とにつけて 火鉢には火をカッと起こしておいた。やがて年越しの禅はできる。父親は吐いた頭をさえてしきりに神棚を拝んでいたがやがて禅に向かって「でもまあこうして親子三人年越しのお膳に向かうのはめでたい」と言って箸を取った。豆腐汁に鮭ごまめは生で2匹ずつお膳につけた。一室は明るかった。母親は 今夜中に仕立ててしまわねばならぬ仕事があるので、遅くまでせっせと針を動かしていた。製造はそのそばで年賀状を15枚ほど書いたが、最後に毎日つけるに記帳を出してペンで書き出した。31日、今年もまた暮れゆく。思いに思い乱れてこの34年も暮れゆかんとす。思うまじとすれど、思わるるはこの年の暮れなり。かくて最後の決心はなりぬ。 無言沈黙実行我は運命に従うの人ならざるべからずとてもとてもかくてかかるようなれば我は多多くは言わじ明星神聖来たるああついについに三十四年は過ぎされぬ我が一生において多く忘れるべからざるとしなりしかないわじ言わじただ思い至りし一つはこれよ曰くかかるようなり 一人岩で、一人思わん、ああ。彼は日記帳を閉じて、そばにやって、新着の明星を読み出した。章終わり。この録音はパブリックドメインです。リブリボックス、ドットオンのために録音されました。二十六。一月一日、三十五年。 これは三年の前、小ばと言うなる歌を知るさんと、企ててつづりたるが、その白き魔物にて、今日までしつられたるを取り入れて、今年の日記書きてゆく。去年、それもまだ昨日、ついに世のかくてかかるよと思い定めては、またも胸の乱れて、口やかましく情け得すべも知らず。草深き里に一人住み、一人自ら、 多せんにしかじくては息なしと友のらわんも知らねど、とてもかからねばならぬ我がよの運命、それに逆らわん比喩なきにはさらさらあらねど、二十四年恵み深き母のないきに、ママよ二年三年はかくてあえても悔しからじと思えばこそよ。さて、かくいかんとする今年の日記よ。いわじ、ただ世にかしこかれよ。 ただ平和なれよ。ついにただ無言なれよ。恋はついに苦しきもの。我今またこれを失するも悔しからじ。加藤のそれ、彼の信じ、懐に剣を隠すを知らぬにあらねど、アラスわんはさすがに後ろめたく。さらばとて彼もまたかかる人とは思いしてんこそ世にかしこかるべし。今日初めて熊谷のおばたに手紙出す。 二日昨夜鈴木にて一夜幼き昔を語り明かす。ああ我をして少年少女を愛せしめよ。またもかくてのように神は幸を幼き者にのみ下したまえり。ああ我をして幼き者を愛せしめよ。ああとそれや何なるぞとてもあさましき声に荒らさわんとにはあらじと思えば。 時に夕方ごとき、うれい性も乱れんもしれじを。ああ、などて、このましからぬ、思いのすそうぞ。はかなきことなるかな。ああ、ついについにかくてかかるなり。夕方、西に、くれないの細き雲、たなびき。昇るほど、薄紫より、ついに薄積みに。下に、秩父の山、くろぐろと美しいけれど。それは、光あり、力ある、それにはあらで。 冬の雲は寒く寂しき、たとえんに恋に破れ、世に捨てられて、ついに平たるあるものの心のごときか。三日、昼より風入れて、小勢なることをしきりなり、冬ののは寒きかな、すさむ嵐のすさまじきかな、人のよう寒しとみて、野に立てば、さてはいずれにいかん。夕べの迷いに、またも神に、救え、と呼ばんの願いなきにあらず。 4日夕方沢田来たるかと我らを勧めて北側に枯れた取りに行く彼や何らの友情も知らぬ者友を降りて我がりを縁とするものかまた例の君の望むことにて我が力にてできるべき限りにおいて言えを言う我曰くなしとこの言も果たして彼の心よりの言葉か いつかたまたま学友会の大会に招かれていくすなわち立ちて集会において時間の役を守るべきことにつきて述ぶ核のごとき会合において縁談に立つしは初めてなれば心少しくためらいなきにあらざるしが重いしより冷静をもって終わりたり余興として小縁林の講談もあり6日 加藤とゆきこと鈴木くんの妹の君とカルタトる。夜この外に西風寒く吹く。ああ我はこの力弱き腕を軸を高きにすますすら容易ならざるに。なおも一人の母と一人の父とのために走らざるべからざるか。さもあればあれ。冷酷なる運命の道に寒う嵐をしてそのままにすさしめよ。我に思うところあり。 何ぞ乱れに何時の家中に陥らんや。松は男の立ち姿。一に夜負けまい、ふけふけ嵐。枝は折るよと根は折れぬ。正直正太夫。この頃の木枯らしに、さては南の森かに、弟の弱きむくろはいかにあるらん。心のみにて今日も大人わず。かくて明日は東に行く身なり。七日。 羽生の寺に帰る。心には書くと思い定めたれどさすがに冬枯れののは寂しきかな。マル子よ、御身は今は大化におわすや。少子や、我はなお御身を超えり。さあれ、ああさあれとてもかかるようならば、我はただ一人小いうて一人泣くべきに。なんとて御身を煩わすべきぞ。主の僧と泥を食うて親しく語る。 夜寒しい。九日。今朝、この冬。この年の初雪を見る。夜、お牛くん来たり。わがために炭とお菓子とをもたらす。冷ややかなる人の世に、友の心の温かさよ。寝合は我をして友に幕とならしめよう。夜十時半記す。十日より二十日まで。この間、十日余り一日。思いは乱れて寺へも帰らず。 かくて本院の願いにはあらねど、さすが人並み賢く悟りたる者を、さらでもなおとやせん、かくやすらんのまどい、はては神にすがらん力もなくて、人とも多くは言わじな、語らじなと思えば、いと物多くて日頃親しきともにふみかかんもい,いや、行代うかんもいとうにはあらねど、また物多く、かくて絵もかけず、しもいでず、 この十日は一人過ぎぬ。土曜日に小木をくん来たり、一夜を語る。情深く、心小さきとも。加藤は恋にえい。おばたは自ら好んで俗にいる。この間彼の手紙に曰く。好んで詩人となるなかれ。好んで俗物となるなかれ。と。あ,あさても、好んでしかも詩人となりえず。さらばとて俗物となりえず。 はてはまどいのとやかくと、あつき情のふと消えゆくうらんよう覚えて、しついより沈黙へ、沈黙より冷静に、かくて苦笑に止まらん願い、とわにと言わじ、かくてしばしよと思えば悲しくもあらじ。さあれ、こが嵐らしくすさむ日は、幸い大きいともの多くもいては、またもこの里のさすがに寂しきかな。まもえよ、万事かからんのみ。 霊一番飛び殿下の思いなきにあらねどまた静かに我が身の運命を思えばああしばしはかくてありなん見られる心を沈むるのは幼き者と絵、えっと詩と音楽と近き数日黙々として多く語らず一人思い思うこういうふうに彼の日気は続いた昨年の春頃に比べて心の調子筆の調子が 著しく消極的になったのを彼も気が付かずにはいられなかった時には昨年の日記帳を紐解いて読んでみることなどもあるがそこには改虐もあればしゃれもある笑いの会が至るところに認められる今と比べて世の中の実際を知らぬだけそれだけのんきであった消極的に全てから恋から世から友情から家庭から 全く離れてしまおうと思うほどその心は傷ついていた。寺の本堂のひと間は彼にはあまりに寂しかった。それに二り足らずの道を朝に夕べに通うのは面倒くさい。彼は放浪する人々のように宿直部屋に寝たり村の境に行って泊まったり時には寺に帰って寝たりした。自炊が物言いので弁当をそこここで取って食った。 駄菓子ななどどで昼飯を済ましておくことなどもある本堂の一間にお牛さんが行ってみると、主は大抵留守で、机の上には塵が積もったまま、古い神聖と名字をとが辺りに散らばったままになっている。お尚さんは、林くんどうしたんですかあまり久しく帰ってきませんが、学校に何か忙しいことでもあるんですかねと言った。お牛さんが心配して、 忙しい郵便事務の隙を見て、わざわざミルクまで出かけていくと、製造は別に変わったようなところもなく、いつも武将にしている紙もきれいに刈り込んで、ニコニコして出てきた。どうもこの寒いのに、朝早く起きて通うのがつらいものだからね。君、ここで小遣いと一緒に寝ていれば、子供はぞろぞろやってくる自分まで、ゆっくりと寝ていられるものだからな、などと言った。八丈の人まで、 投げしの釘には古箱缶だの三尺帯だのがかけてある机には生徒の作文の手で直しかけたのと彼がこの頃始めた水彩画の写生しかけたのとが置いてあった教授が終わって校長や同僚が帰ってから製造は自分で出かけて菓子を買ってきて二人で食った彼は茶を飲みながら 枚写生したまずい水彩画を出して共に示した。学校の門と柿で夕日の差し残ったところと母愛の中に富士の薄く出ているところとそれに生徒の顔の写生が一枚あった。お牛さんは手に取ってじっと見入って「君もなかなか器用ですね」と感心した。製造はこの頃集めた筆能ついた新しい歌曲をオルガンに合わせて弾いてみせた。 冬はいよいよ寒くなった。昼の雨は夜のみぞれとなって、あくれば校庭は一面の雪。早く来た生徒は雪だるまをこしらえたり、雪合戦をしたりして騒いでいる。美しく晴れた軒には、雀がやかましく桃さえずりをしている。雪の来た後の道路は、電泥が連日乾かず、高い足でもどうかすると、うずまって取られてしまうことなどもある。乗り合い場所は、 屋根の老いまで羽を上げて通った。机の前の障子に差し残る冬の日陰は少なくとも生存の心を鎮静させた。なるようにしかならんという状態からやがて自分の尽くすだけを尽くして潔く運命に従おうという心の状態になった。ため息と涙との後に静かな寂しいしかし甘い安静が来た。みぞれの降る湯はに湯は寒み。 あられたばしる音、しきりさえる寝覚めを、母いかならん、と歌って、家の母の名付けを思ったり、寒き寂しきやわのとこも、さあれ心静かなれば、さすがに苦しからじ、と日記に書いて、自ら一人慰めたりした。またある時は、思うことなくて暗さばや、我が世の昨日は幸なきにもあらず、幸ありしにもあらず、と書いた。 また、ある日の日記には、昨夜、一個のロースを罠にかかる。哀れなる者よ、何時も運命の仕事を免れ得ぬ不運事か。ひそかに助け、餌れべくは、助けも餌すべきを、我も何時を隠すべき絵にしもつ人間なればぞ。哀れなる者よ、むしろ何時は日ごとの餌に迷うよりは、かくてこのまま、この罠に追われ。哀れなる者よ、と書いてあった。 日曜日を羽生の寺にも行田の家にも行かず今日は日曜日またしても一日をかくてここに過ごさんと一人朝は遅くまでいねたりと書いて宿直室に過ごした育児も桜井もおばたも高等師範の入学試験を受けるために浦和に行ったという知らせがあった光明天皇祭の日を久しぶりで行田に帰ってみると話し相手になるような友達はもう一人もいなかった ゆき子は例の白々しい態度で彼を迎えた。彼はむしろ快活な無邪気なシエ子を懐かしく思うようになった帰る時母親は昨日から丹精して似てあった船の甘露煮を檻に入れて持たせてよこしたこのごろは全く世に離れて一人暮らした新聞もめったには手にしたことはない第五師団の分取り問題青森第三連隊の 雪中行軍投資問題、購読事件、二号活字は一面と二面とに毎日見える。平成ならば新聞を忠実に注意して見る彼のこととて、いろいろと話の種にしたり、日記をつけておいたりするのであるが、この頃はそんなことはどうでもよかった。人が話して聞かせても、そうですかと言って相手にもならなかった。愛読していた瑠孝の、 岩屈をも中途でよしてしてまった学校の庭のお城には竹やぶが五十坪ほどあって夕日がいつもその葉を起こして宿直室に差し込んでくるがあるよその向こうの百姓屋から「服はうちお庭外」と呼ぶ親父の声が漏れて聞こえた「ああ今日は節分かしらん」と思って製造は新聞の正月の F6 日記を出してみた。 それほど彼は世事に疎く暮らした。毎日4時過ぎになると前の銭湯の版木の音が静かな寒い茅葺き屋根の多い田舎の街道に響いた羽生の和尚さんと酒を飲んで「どうです一つ社会を風靡するようなことをやろうじゃありませんか何でもいいですからこんなことを言うかと思うと自分はどんな授業をするにしても社会の改良でも 思想界の救済でもそれは何をするにしても人間として生きている上は生きられるだけの物質は得なければならないそしてそれはなるべく自分が社会に尽くした仕事の報酬として受けたいと自分は思うそれには自分は小学校の教員からだんだん進んで中学程度の教員になろうかそれとも自分はこの高き美しき小学教員の生涯を持って満足しようか などとと考えるることもある一方には多くの友達のように華々しく世の中に出て行きたいとは思うがまた一方では小学教員をたっとい神聖なものにして少年少女の無邪気な伴侶として一生を送る方が理想的な生活だとも思った。共に離れ恋に離れ社会に離れてわざとこの孤独な生活に生きようというような反抗的な考えも起こった。 ある日校長が言うた。どうですそうして毎日宿直室に泊まっているくらいなら、寺から荷物を持ってきて、ここに自炊なりなんなりしているようにしたら。そうすれば私の方でもわざわざ宿直を置かないでいいし、君にも真鯛が出なくって経済になる。第一、二流の道を通うという労力が省ける。羽生農将さんもこの間行ったとき、一体どうなさるんです こうを開けていらっしっては、真鯛を頂戴するのもお気の毒だし、それに、冬は通うのに、ずいぶん大変ですからな、と言った。製造は、寺に寄宿する頃の心持ちと、今の心持ちと、著しく違ってきたことを考えずにはいられなかった。その頃から比べると、希望も目的も感情も、全く違ってきた。行田文学も拝観した。文学に集まった友の群れも離散した。 彼自身にしても、文学書類を読むよりも、絵画の写生をしたり、音楽の譜の本を集めて、オルガンを鳴らしてみたりすることが多くなった。それに、行田にもそうたびたびは行きたくなくなった。彼は月の中頃に、布団と本箱とを羽生の寺から運んできた。章終わりこの録音はパブリックドメインです。 リブリボックスドットオームのために録音されました。27。へ兵さんな、とんでもねえこんだってな。本にさ、けさ行くとき、おら出くわしただよ。網持って行くから、この寒いのに日暮りに行くけ。ご苦労なこっちはなって挨拶しただよ。わからねえもんだよな。どうしてまあ、そんなことになったんだんべ。本にさ、 あそこはほっきりで、なんでもねえところだがな。いったいどこだな。そら、あの西の肝臓さんの田ん中のほっきりでこねていたんだってよ。泥深い中に体が半分つさつさったまま首こうたれて冷たくなったんだってよ。あけねえ今だな。今日ははあ、おに日だってに、これもはあ、そういう縁をもって生まれてきたんだんべ。わしらもはあ、この春は エブリナンズはよすえよべ湯気のこもった狭い銭湯の中で村の人々はこうした噂をした。騎兵というのは村外れの小屋に住んでいる五十ばかりの親父で雑魚や土壌を捕らえてはそれを売ってその日その日の口を濡らしていた。毎日のように汚い封をして古いつくろった網を担いで川やらおっきりやらに出かけていった。途中で 学校の先生や村役場の人などに出くわすといつも丁寧に授業をしたそれが今日ホッキルの中で凍えて死んでいたという製造は湯に浸かりながら村の人々のさまざまに噂し合うのを聞いていたこうして生まれて生きて死んでいく人をこうして噂し合っている村の人々のことを考えずにはいられなかった古網を張ったまま泥の中に凍えた体を立てて死んでいた 親父の様をも想像した。ぼうとした湯気の中に、水桶に落ちる水の音が聞こえた。章終わり。この録音はパブリックドメインです。リブリボックスオンのために録音されました。二十八。授業も済み、同僚も大方帰って、 校長と二人で宿直室で話していると、そこにザッ売りリがやってきた。旦那、船を安く買わんけ。障子を開けると、ニコニコした親父が、ビクをそこに置いて立っていた。船はいらんな。安く負けておくで、買ってくんなさい。校長さんは製造を帰り見て、君はいりませんか安ければ少し買って、甘露人にしておくといいがね。と言った。 で2つのビクには5寸ぐらいから3寸ぐらいの船が金色の腹を光らせてごちゃごちゃしている少し小さいなと校長さんは言った小さいどころか観露人にするにはこのくらいが極だなそれに板倉で採れたんだがで骨はやらけ種類としては太刀のいい船なのを校長はすぐ見て取った 利川を渡って一里そこに板倉沼というのがある沼のほとりに雷電を祀った神社があるそこらあたりは利根川の川底よりも低い湿地で小さい沼が一面にあった上州から来る船や雑魚のうまいのはここらでも評判だ行くわけだね七なら高くはねえと思うんだが七は高い目方をよくして奥田で七で買ってくんなせえ 五ぐらいならいいが五なんてそんな値はねえだじゃあ今半分引くべえ」。清三は校長さんのものを買うのに上手なのを笑って見ていた六掛けで話が決まって小遣いがそこに桶とすり鉢とを運んできたピンとするほど量りを負けた船はひくひくとあざと動かしている親父はやがて銭を受け取って軽くなったビクを担いで帰っていく「安い安い」。 これを似ておきゃ君十日もありますよ。こう言って校長さんは船の中でも大きいのを一尾掴んで「どうも上州の船はいい。苔がまるでこっちで取れたのとは違うんですからな」と言って製造に示した。半分に分けて後をに入れて小遣いが校長さんのうちに持って行った。その日は船の料理にくれた。まな板の上で苔を取って金串にそれを刺して。 いろりに火を起こして焼いた小遣いはそのそばでせっせとわらじを作っている。一匹で金串が全く締められるような大きなのも二つ三つはあった。薄く焦げるくらいに焼いてそれをわらに刺した。ずいぶんあるもんだねと数えてみて十九串ある。安かっただ。校長さん負けさせる名人だ。これくらいの船で六っていう値があるもんかな。小遣いはそばから行った。 試みに煮てみようというので、極しばかり小鍋に入れて、コンロにかけた。寝るとき味わってみたが、骨はまだ硬かった。自炊生活は製造にとって、結局気楽でもあり、経済でもあった。多くは豆腐と油揚げと唐酒とで火を送った。船の甘露煮は、二度目に煮たときから成功した。砂糖をあまり使いすぎたので、分けてやった小遣いは、 林さんの甘露には、菓子を食うようよだ、と言った。生徒は時々萩の餅やあんび餅などを持ってきてくれるもろこしともち米の子で接したというあんくロんなどをも持ってきてくれるどうかして勉強したい田舎にいて勉強するのも東京に出て勉強するのも心持ち一つで同じことだ学費を親から出してもらう友達にも負けぬように学問したいと思って 心理学や倫理学などをせっせと読んだが余儀なき依頼で高等の生徒に英語を教えてやったのが始まりでだんだんナショナルの「置や「2」を持って襲われに来る者が多くなって後にはこう暇を潰されてはならないと思いながら夜は大抵宿直室に生徒が集まるようになった2月の末には梅が咲き染めた障子を開けると竹やぶの中に花が見えて 風につれていい匂い匂がするある日彼は机に向かって「ひなは寂しきこの里に咲き手いでにし白梅や人へ抱きてただ一人低く知らぶる春の歌と歌ってそれを手帳に書いた寂しい思いが脈々として胸に上ったふとそばに古い中学世界に梅の絵にひな乙女を描いた絵はがきのあるのを発見した彼はそれを手に取って その歌を書いて、都を知らぬひな乙女と書して、さてそれを浦和の美穂子のもとに送ろうと思った。けれど、監督の厳重な寄宿者のことを思ってよした。ふと美穂子の姉に、一個というのがあって、音楽が好きで、その身も二三度手紙をやり取りしたことがあるのを思い出して、符をつけてそこにやることにした。彼は夕暮れなど校庭を歩きながら、この自作の歌を低い声で歌った。 低く調らぶる春の歌と歌うとつくづく自分の寂しい儚い境遇が目の前に浮かび出すような気がして涙が流れたこの頃、友達から手紙の来るのも少なくなった熊谷の小幡にもこの間行った時書生上の意見が合わないので議論をしたがそれからだいぶうとうとうしく暮らした育児から来る手紙には美穂子のことがきっと書いてあるので 返事を書く気にもならならかった。それに控えて弥勒の人々にはだいぶ婚姻になった。この頃ではどこの家に行っても先生先生と立てられぬところはない。それに同僚の中でも市販公でのキザない地の悪い教員が数に行ってしまったので気の置ける人がなくなって学校の空気がしっくり自分に合ってきた。もの日の休みにも日曜日にも大抵宿直室で暮らした。 利根川を越えて散るばかり高取というところに天満宮があって3月初陣の大祭には近在から境内に利水のうちもないほど人々が参詣した製造も昔一度行ってみたことがある見せ物露天ワニ口の音が絶えず聞こえたことに手習いが上手になるようにと親がよく子供を連れて行くのでその日は毎年学校が休みになる午後製造が宿直室で手紙を書いていると 産経に行った生徒が二組、三組寄って行った。章終わり。この録音はパブリックドメインです。リブリボックスドットウのために録音されました。二十九。ホットには旗がたくさんあった。一ごとに百単以上町に持って出る家が少なくとも七八件はある。 もちろん、畑屋と言っても、軒を連ねて、部落を成しているわけではない。ちょっと見ると、普通の農家とはあまり違っていない。空豆、さや遠藤の畑が、周りを取り巻いていて、夏は夏日やきゅうりが、そこら一面にできる。とうもろこしの広場も、ガサガサと風になびく。けれど、家の中に入ると、様子がだいぶ違う。がが、 いくつとなく入り口の向こうにあってそこに先行職人がせっせと糸を染めている白い糸が山のように積んであるとそのそばで雇い人がしきりにそれを得るわけている反物を入れる大きな戸棚も見える前の広庭には高い物干し竿が幾並びにも順序よく並んでいて朝から紺糸がずらりとそこに押しらねられる 糸をるザグリの音が衆のようにあっちこっちからにぎやかに聞こえる畑の周りにはチンバとをる音が盛んにした辺りの村落の浸透しているのに控えてここには活気が満ちていた金持ちも多かった田んから入ってきた若い男女も随分あった夫は風紀の悪い村と近所から言われている埼玉新報の 三面種にもきっとこの村のことが毎月一つや二つは出る畑の亭主が女皇を片足から冠して牢屋に入れられた話もあれば利根川に臨んだ崖から越後の女と上州の男とが心中をしたことなどもある街道に接して誰るま屋も二三軒はあった8月が来ると盛んな盆踊りが毎晩そこで開かれた。 学校に宿直しているとその踊る音が手に取るように行動のガラスに響いてはっきりと聞こえる11時を過ぎても容易にやみそうな気配もない去年の9月製造が宿直に当たった時はちょうど月の抑えた夜で柿には虫の声が雨のように聞こえていたホットの盆踊りはそれは盛んですが林さんまだ行ってみたことはないんですか それじゃあぜひ一度出かけてみなくってはいけませんな。けれど林さんのような色男はよほど注意しないといけませんぜ。袖ぐらいちぎられてしまいますからな。と訓動の杉田が笑いながら言った。しかし製造は行ってみようとも思わなかった。ただその面白そうな音が夜更けまで聞こえるのを耳にしたばかりであった。その他にも夫のことについて製造の聞いたことはいくらもあった。 1> 1 2年前まではここに男ぶりのいい教員などが宿直をしていると夫の女は群れをなしてずかずかと庭から入ってきてずうずうしく話をしていくことなどもあったというそれから生徒を見ても夫の風義の悪いのは分かった同じ行儀の悪いのでもそこから来る生徒は他とは違っていたいやひな歌を口癖に教場で歌って水を満たしたちわを持って 立たたせられる子などもあった春になって野にすみれが咲く頃になると星造は散歩を始めた古ぼけた茶色の帽子をかぶった背のすらりとした痩せぎすな姿はそこにもここにも見えた百姓は学校の若い先生が野川の橋の上に立ってぼんやりと夕焼けの雲を見ているのを見たこともあるし朝早く役場の向こうの道を歩いているのに出会うこともあった 役場の小遣いと立ち話をしていることもあれば、畑にいる人々と挨拶していることもある。時には学校の女生徒を二三人連れて、林の中で花を摘ませて花束を作らせたりなんかしていることなどもある。弥勒野の林の角で夕暮れの空を写生していると、いやあ、先生だ先生だ。先生が何か描いてだいやあ、絵を描いてるんだ。 あの雲を描いてるんだぜ。などと、近所の生徒がぞろぞろとその周りに集まってくる。うまいなあ先生は。それは当たり前よ。先生じゃねえか。ああ、あれがあの雲だ。その下のがあのうちだ。黙って筆を運ばせていると、勝手なことを言ってしゃべっている。どうしてあんなうまく描けるのかと、疑うかのように、じっと先生の顔をのぞき込む子などもあった。 翌日学校に行くとその生徒たちは珍しいことを見て知っているというふうにそれを他の生徒に風潮した「先生昨日描いてた絵を見せてください」などと言った製造はだんだん近所のことに詳しくなった林の奥に思いもかけぬ一軒家があることも知った豪農のうちの菓子のカキの向こうに柳の生えた小川があってそこに高等二年生で 一番できる女性との血があることをも知った。そのうちには草の茂った井戸があって、羽根つぶれるべがかかっていた。ちょうどその時その娘はそこに出ていた。お前の血はここだねと言って通り抜けようとすると、おっかさん、先生が通るよと言った。母親は小川で後ろ向きになってせっせと何か物を洗っていた。 数に通う街道には畑があったり森があったり藩の並木があったりしたある時奈良の林の中に色の濃いスミレが咲いていたのを発見してそれを根越しにして取ってきて鉢に植えて机の上に置いた村を外れると街道は平坦な田んぼの中に通じて白い塵りがかすかな風に上がるのが見えた旗回りの車や疲れた旅客などがお料り理おり通った あるよ学校の前の繁殖が激しくなった竹藪の向こうに出てみると空がぼんやり赤くなっているやがてその火事はてこばやしであったことが分かった翌々日の散歩にふと気がつくと製蔵はその焼けた家屋の前に立っているのを発見したこの間焼けたのはこのうちだなと彼は思ったそれは村道に接した一軒家でわらで囲った声がきが もうその隅にできていた焼け跡には灰や焼け残りの柱などが散らばっていて、る側の半分焼けた流し元では、助けをした女がしきりに前腕を洗っている。声がけの中からは村の人が出たり入ったりしている。彼は平和な田舎に骨つ然として起こった事件を考えながら歩いた。一夜の不意の出来事のために、一家の運命に大きな頓んざを 浸すべきことななどをも、思いいやらぬわけにはいかなかった。金銭の尊い田舎では新たに一軒の家屋を建てるためにもある個人の一生を激しい労働に費やさねばならぬのである彼はただただ巧妙に熱し学問に熱していた熊谷や行田の友人たちをこうしたハードライフを送る人々に比べて考えてみた続いて日ごとに新聞紙上に現れる 偉い人々のライフをも描いいてみた。偉い人にはそれはなりたい立派な生活を送りたいしかし平凡に生活している人もいくらもある一家の幸福弱い母の幸福を犠牲にしてまでも巧妙に赴かなくってはならぬこともないむしろ自分は平凡になる生活に甘んずるこう考えながら彼は歩いた寒い日に体を泥の中に突き刺して凍え死んだ親父の おきりにも行ってみたことがある。そこには足とカやトが新芽を出して河津が音を立てて水に飛び込んだ森の中には荒れ果てた社があったり林の角からは富士がよく見えたり谷、に蓮月草が敷いたように見事に咲いていたりしたそれにこうして住んでみると聞くともなしに村のいろいろな話が耳に入る火事を苦にして陽水に身を鳴いた女の話旅人にだまされて 林の中に引っ張り込まれて強姦された村の子守の話3人組の強盗が抜刀で上村の豪農のうちに入って主人と細君とを縛り上げて金を奪っていった話前の仲買いの男と借婦と心中した話など聞けば聞くほど平和だと思った村にも辛い悲しいライフがあるのを発見した地主と小作人との関係 不者と貧者の華々しい見学清い理想的な生活をして自然の穏やかな懐に抱かれていると思った田舎もやっぱり相当の血また利欲の世であるということがだんだん分かってきたそれに田舎は存外わいせつで陰ビで不潔であるということも分かってきた人々の噂話にもそんなことが多いやれどこの娘はどうしたとかどこの神さんはどこの誰と不義をしているとか 誰はどこにこっそり妾を囲っておくとか、女のことで夫婦喧嘩が絶えないとか、そういうことが絶えず耳を打つ。それにそうした噂がまんざら嘘でないという証拠も時には目にも映った。彼はある日また利根川のほとりに生徒を連れて行ったが、その夜次のような新大使を作って日記に書いた。松原遠く日は暮れて、利根の流れの緩やかに、 眺め寂しき村里のここに人とせ彼の湯を儚き声も夜も捨てて願いもなくてただ一人寂しき歌う我が歌を哀れと聞かんすべもがな。彼は時々こうしたセンチメンタルな心になったがしかしこれはその心の状態のすべてではなかった。村の若い者は夜遅くなってから倉橋の川向こうの世にもある中田まで 女牢街に行く話などをも面白がって聞いた大声から通う六雲堂は酒でも飲むと遮脱な口ぶりでそこから近いその遊郭の話をして聞かせることがある群馬埼玉の2県はかつて廃昇論の盛んであった土地なのでその館内には誰もばかり発達して遊郭がない足利の福井は遠いし佐野の荒町は不便だしここから若者が出かけるには茨城県の 小か中田には大声まで乗れ合い場所の弁がある。大声から土手の上を煮るほど行って、ねの私を渡れば中田はすぐである。店があれでも五六軒はありますかな。昔奥州街道が栄えた自分には、あれでもなかなかにやかなものでしたが、今ではだめですよ。私など若い時にはそれはよく出かけたものですな。 利川の私をいつも夕方に渡っていくんだが、夕焼けの雲が水に映って、それは面白かったのですよ、と老君度は笑って語った。時には、今の若い者はどうも硬すぎる。学問をするから、どうしてもそんなことはバカバカしくってする気になれんのかしれんが、エビ茶とか、久し神とかに関係をつけると、後ではのっぴきならんことが起こって、身の破滅になることもある。 それに一人で本ばかり読んでいるのは若い者には良し悪しですよ。神経衰弱になったり、健言に飛び込んだりするのはそのためだと言うじゃありませんか。青病丹のような顔をしている青年ばかりこしらえちゃ学問ができて思想が高尚になったって何の役にも立たん。ちと若い者は公然の気を養うぐらいの元気がなくっちゃいけませんな。などと言う。生 青い顔をして一人寂しそうにして宿直室にいると「あんまり勉強すると肺病が出ますぜ少し遊ぶ方がいい学校の先生だって同じ人間だそう道徳倫理で束縛されては命が続かん」こう言って笑った校長が師範学校から出た当座まだ今の細工ができない自分川越でひどい尺婦にかかって そそれがバレそうになって転校した話や、ついこの間までいた師範での教員が小川屋の娘に気があって毎晩晴れに行った話などをして聞かせたのもやはりこの老婦運動であった宿直室に来てから清造はいろいろな実際を見せられたり聞かせられたりした中学校の学僧や親の家や友達のサークルや呼ばなれた寺の本堂などで知ることのできないことをだんだん知った。 ホットの方に散歩をしだしたのは田植え歌が野に聞こえる頃からであった花が散ってやがて若葉が新しい色彩を村にみなぎらした道の角で旗を売っている女の前に立って村の若者が何かしゃべっていると女は知らん顔でせっせとおさを運んでいる旗屋の前には旗回りの車が一二台置いてあって物干しに並べかけた昆虫が初夏の美しい日に照らされている 愛の匂いがどっからともなくくしてくる。竹藪の階から優しい歌がかすかに聞こえる家族街道方面とは全く違った感じを彼に与えた向こうはしんとしている人気に乏しい娘などもあまり通らない害して活気に乏しいがこちらはどのうちにもこのうちにも糸を送る音と旗を折る音とがいきりなしに聞こえる村から離れて田んぼの中に 飲食店が一軒あって夕方など通ると若い者が二三人きっと酒を飲んでいる亭主はだらしない風でそれを相手に無駄話をしているカカは汚い鼻たらしの子供を叱っているほっとの右に下村君堤名村などという小技があったわらき屋根が明日の星のように散らばっているがここでは利根川は少し北に偏って流れているので土手に行くまでに かなりある土手にはやはりホット菓子のように所々に赤松が生えていた。篠崎も茂っていた。朝露の人土に置いた草原の中にアザミやらなでしこやらが咲いた。土手の上をのんきそうに散歩している彼の姿を辺りの人々は常に見た。松原の中に入って草を敷いて、送信した人のように前に白穂の静かに動いていくのを見ていることもある。 学校の先生さん、嫌に青い顔しているだ。女さ、欲しくなったんだんべと、土手下の、元気なババアが言った。旗り女の中にも、製造の男ぶりのいいのに大騒ぎをして、その通るのを待ち受けて出てみるものもある。下村君の村落に入ろうとするところに、大和商事を半分開けて、せっせと終日旗を折っている女がある。丸顔の、目のぱっちりした。 眉の切れのいい十八区の娘であった。星蔵はわざわざ回り道していつもそこを通った。見返る星蔵の顔を娘も見返した。ある時こういうことがあった。土手の松原からホットの方に降りようとすると、向こうから旗折女が三人ほどやってきた。星蔵は何の気もなしに近寄っていくと、女どもはげたげた笑っている。一人の女が他の一人をつっつくと、 一人はまた他の一人を突っついた。他の人を製造は不思議なことをしていると思ったばかりで同じ調子でステッキを振りながら歩いていった坂には両側から茂った奈良の若葉が美しく夕日に光ってちらちらした通りすがるとき女どもは道をよけて笑いたいのを強いて抑えたというような顔をして男を見ているからかう気だなということが初めて分かったがしかし別段悪い気もしなかった 侮辱されたたとともも決まりが悪いとも思わなかったむしろこっちからも相手になってからかってやろうかと思うくらいに心の調子が軽かった通り過ぎて一二軒行ったと思うと女どもはげたげた笑った製造が振り返ると一番年笠の女がおいでおいでをして笑っているこっちでも笑ってみせるとずうずうしく二足三足し近寄ってきて学校の先生さん一人が言うと林さん いい男の林さんと続いていった生で知っているのを製造は驚いたいい男の林さんも彼には著しく意外であった曲がり角で振り返ってみると女どもは坂の上の道に固まってこちらを見ていた川向こうの上旬の赤岩付近では女の風紀の悪いのは非常で学校の教員は独身では務まらないという話を思い出した何でもそこでは 先生が独身で下宿などをしていると夏の夜など5人も6人も押し掛けて行って無理やりに連れ出してしまうという「仕方がないから夜は鍵をかけておく」こうそこに染めていた人が話した彼は心に微笑みながら歩いた「だるま屋もそこに一、二軒はあった昼間は家に青い顔をした女がだらしのない風をして店に出ているが夜になるとそれがみんなお作りをして 見違ったようにきれいな女になって、客を相手にキャッキャと騒いでいる。だんだん夏が来て、その店の前の棚の下には縁台が置かれて、夕顔の花が白棒の中にはっきりと際立って見える。あなた、どうしたんですよ、この頃は。だって仕方がない、忙しいからな。ちゃんと種はあがってるよ、そんなこと言ったって。種があるならあげるさ、憎らしい、本当に浮気者。 ピシャリと女が男の肩を打った。痛いバカめ。と男が打ち返そうとする。女は打たれまえとする。男の手と女の腕とが互いに絡み合う。女は体を斜めにして足を円台の外に伸ばすと赤い毛出しと白い腿のあたりとが見えた。製造はそうしたそばを見ぬようにして通った。夜はことに驚かれた。道のほとりに若い男女が一組となく立ち話をしている。 闇には白地の浴衣がそこにもここにも見える笑う声があちこちにした今年の夏休みがやがってきたおばと育児とは高等師範の入学試験に合格してこの9月からは東京に行くことに決まった桜井は浅草の工業学校に入学したその合格の知らせが来たのは5月頃であったが彼は心の反問をなるたけ表面に出さぬようにして落ち着いた平凡な 普通の祝い状を三人に出しておいた。六月に行田に行った時にちょっと育児にあったが、もう以前のような親しみはなかった。会えばさすがに君僕で隠すところなく話すが、別れていれば思い出すことが少なく、従って訪問も滅多にしなかった。美穂子にも一度会った。頬のあたりが肥えて目には優しい表情があった。けれど製造の心はもうそれがために動かされるほど、 その会が濃くっっておらなかったただ見知り腰の女のように挨拶して通った。やがて8月の中頃になって育児は東京に行った。石川もこの頃は病気で鎌倉に行っている。熊谷の友達で残っているものは学校にいる頃もそう婚意にしていなかった人々ばかりだ。製造もつまらぬからどっか旅でもしてみようかと思った。けれど母親の苦しい家計を見かねて。 円渡してしててまっったので財布にはももういいいくらも残っていない近所の山にも行かれそうにもないで月の20日にはどうせ狭い暑いうちに寝ているよりは学校の風通しの良い宿直室の方がいいと思って弥勒へと帰ってきた途中で久しぶりで浄願寺に寄ってみるとお塩さんは昼寝をしていた風通しの良い十条で話したお塩さんはビールなどを出してチヤホヤした ふとそこに、久し神に言って、紫色の目線の矢がすりを着て、白旅を履いた、十六ぐらいの美しい色の白い娘が出てきた。帰りに、お牛さんに会って聞くと、あれは君、大塩さんの目だよ。夏休みに東京から来てるんだよ。どうも田舎の土臭い中に育った娘とは違うね。どっか肺からのところがあるね。こう言って笑った。お牛さんは依然として元のお牛さんで、 町の菓菓子子屋から餅菓子を買ってきてきご馳走した。郵便事務の暑い忙しい中で初中休暇もなしに不平も言わずに生活している友達のズンズン出ていくのを羨もうともしない製造の心持ちでは荻生さんのような諦めのよい運命に従順な人は及びがたいとは思うがしかし何となく飽き足らないような気がする楽しみもなく道楽もなく てて生きていられると思う。「その日どうですあまりつまらない一つ料理へでも行って女でも相手にして酒でも飲もうじゃありませんか」と言うと「酒を飲んだってつまらない」と言って賛成しなかった製造は熱い誤解のない誇り道を不満足な心持ちを抱いて学校に帰ってきた「章終わり」この録音はパブリックドメインです。 リリブリボックス org のたために録音されました30盆踊りがにやかであった空は晴れて水のような月夜が幾夜か続いた樽拍子が歌に連れて手に取るように聞こえるそのにやかな気配を寂しい宿泊室で一人じっとして聞いてはいられなかった製造は誘われてすぐ出かけた盆踊りのあるところは村の真ん中の広場であった 人が遠近からぞろぞろと集まってくる。樽拍子の音が揃うと白い手ぬぐいをかむった男と女とが手をつないで輪を作って調子よく踊り始める。上手な音頭取りにつれて誰も彼も熱心に踊った。9時過ぎからは人がますます多く集まった。踊りつかれると後からも後からも新しい踊り手が加わってくる。輪はだんだん大きくなる。 樽拍子はますますすてくる。もうよほど高くなった月は向こうの広々した田から一面に広場を照らして木の貝の黒く地に印した間に踊り子の踊っていく様がちらちらと動いていく村にはぞろぞろと人が通った万葉集の加害の庭のことがそれとなく製像の胸を通った男は皆一人ずつ相手を連れて歩いている猥いせつなことを平気で話している 世の規範を忘れてこの一夜を自由に遊ぶという心持ちが辺りに道渡った柿の中からは明かりがさして笑い声がした向こうから女連れが34人来たと思うと突然製造は袖を捉えられた「学校の先生林さんいい男林先生嵐のように声を浴びせかけられたと思ったのも瞬間であった両手を捉えたり後ろから押されたり 組んだ白い手の中に抱え込まれたりして争おうとする間に二三軒たじたじと連れて行かれた「何をするんだバカ」と言ったがダメだった月は互いに争うこの一群を明らかに照らした女のキャッキャと騒ぐ声が辺りに響いて聞こえた「いや学校の先生がアマッチョにいじめられている」と言って笑って通っていくものもあった樽拍子の音が歌につれてますます景気づいてきた 章終わり。この録音はパブリックドメインです。リブリボックスドットウのために録音されました。三十一。週期高齢祭の翌日は日曜で、休暇が二日続いた。大祭の日は朝から天気が良かった。製造はその日。 大声のロークンドンの家に遊びに行って、ビールのご馳走になった。人に着いたのはもう四時を過ぎておった。古い汚い、日差しの低い、弥勒ともいくらも違わぬような町並みの前には、羽生通いの乗り合い馬車が夕日を帯びて、今着いたばかりの客を降ろしていた。ラムネを並べた汚い休み茶屋の隣には、バグや隙などを売る古い大きな家があった。野に出ると、 赤トンボが群れをなして飛んでいた。利根川の土手はここからもうすぐである。二三丁ぐらいしか離れていない。製蔵はふとあることを思いついて、細い道を右に折れて、土手の方に向かった。明日は日曜である。行田に行く用事がないでもないが、行かなくってはならないというほどのこともない。老君堂にも校長にも、今日と明日は留守になるということを言っておいた。 懐には木の折れたばかりの半月の月給が入っている。いい機会だ。と思った心は、ある新しい希望に向かってそぞろに震えた。土手に登ると、利根川は美しく夕日に入っていた。その心がある希望のために動いているためであろう。なんだかその波のきらめきも、色の調子も、空気の濃い影も、すべて自分の踊りがちな心と、 しっくりあいあっているように感じられた。半ばはらんだ穂が夕日を受けて緩やかに緩やかに下っていくと、洋々とした大河の趣をなした川の上には、初秋でなければ見られぬような白い大きな雲が浮かんで、川向こうの人家や白壁の土蔵や森や土手が濃い空気の中に浮くように見える。土手の草むらの中にはキリギリスが鳴いていた。土手には ところどころ松原があったり、渡し小屋があったり、奈良林があったり、わらぶきの百姓屋が見えたりした。渡し船には、ここらによく見る旗回りの車が2台、自転車が1つ、コウモリガスが2個、商人らしい四十ぐらいの男はまぶしそうに夕日に手をかざしていた。船の通る少し下流に、ひとところ浅瀬があって、きらきらと美しくきらめき渡った。道は長かった。 川の上に群がる雲の姿の変わるたびに水脈の緩やかに曲がるたびに川の感じが常に変わった。夕日は次第に低く水の色はだんだん何度色になり空気は身に染み渡るように濃い深い影を帯びてきた。星蔵は事故の影の長く草の上に引くのを見ながら時々自ら帰りみたり自ら罵ったりした。 立ち止まって堕落した心の状態を失し,しても見た。行田のうちのこと東京の友のことを考えた。そうかと思うと懐から汗に汚れた財布を出して半月分の月給が入っているのを確かめてにっこりした。にえあればたくさんだということはかねてから小耳に挟んで聞いている。西洋楼というのが中田では一番大きな家だ。そこにはきれいな女がいるということも知っていた。 足をとどめさせる力も大きかったがそれよりも足を進めさせる力の方が一層強かった心と心とが戦い情と意図が争い理想と欲望とが絡み合う間にも体はある大きな力に引きずられるように先へ先へと進んだ渡瀬川の利根川にがする辺りは広々としてまことに坂東太郎の名に背かぬほど 大河の趣をなしていた。夕日はもう全く沈んで、対岸の土手にかすかにその横が残っているばかり、先ほどの雲の名残と見えるちぎれ雲は、縁を赤く染めてその上におぼつかなく浮いていた。白穂が物うそうに深い緑の上を滑っていく。月き屋の羽織に白地のかすりを着て、安い麦わらの帽子をかぶった製造の姿は、キリギリスが鳴いたり、 鈴虫がいい声を立てたり、バッタが飛び立ったりする土手の草道を急いで歩いていった。人通りのない日暮れ近い空気に、広い洋々とした大河を前景にして、その痩せぎすな姿は浮き出すように見える。土手と川との間のいつも水をかぶる平地には、小豆や豆やモルコシが豊かに茂った。ふとある一種の響きが川にとどろき渡って聞こえたと思うと、 前の長い長い栗橋の鉄橋を汽車が白い煙を立てて通っていくのが見えた土手を降りて破体という村落に入った頃にはもうとっぷりと日が暮れて明かりがついていたある百姓屋では柿のところに行水だらいを持ち出して今日は久しぶりでまた夏になったような気がしたなどと言いながら若いかみさんがこういった白い乳を夕闇の中に見せて ぼぼちゃぼちゃゃやっていた鉄道の踏切を通る時番人が白い鳩を出していたがそれを通ってしまうと上り汽車がゴーっと音を立てて過ぎていった彼は二三度道で中田への渡し場の在りかを訪ねた夜が来てから彼は大胆になったもう後悔の念などはなくなってしまったふと路傍に汚い飲食店があるのを発見してビールを1本傾けて うどんの森を3杯食った。ここではかみさんがわざわざ通りに出て渡し場に行く道を教えてくれた10日ばかりの月が向こう岸の森の上に出て渡し場の船べりにキラキラと美しく砕けていた肌に冷ややかな風がおりお理吹いて通って柔らかな裏の音がギーギー聞こえる岸に並べた二階屋の屋根がくっきりと黒く月の光の中に出ている 水を越して響いてくる玄関の音が、製蔵の胸をそぞろに涙立たせた。乗り合いの人の顔は皆月に白く見えた。船頭はクワイキセルの火をぽっつり赤く見せながら、小腰にロをした。十分後には、製蔵の姿は、張り店にごてごてとおしろいをつけて、赤いものづくめの衣服で飾り立てた女の格子の前に立っていた。こちらの軒から、 あちらの軒に歩いて行った細い格子の中に入って危うく羽織の袖を破られようとしたこうして夜ごとに客を向かうる不幸せな女に引き比べてこうして心の上肉の渇きを癒しに来た自分の浅ましさを持って肩をそびやかした車の通りをぞろぞろと冷やかしの人々が通る馴染み客を見かけてちょいとあなたなぞという声がする格子に寄りあうて 何か何な々んなんと話しているものもある。威勢よく入ってトントン階段を上がっていくものもある。入会からは三味線や鼓の音がにぎやかに聞こえた。五六軒しかない貸し座敷しはやがて尽きた。一番最後の少し奥に引っ込んだ関所の蜂の格子のそばに置いてある家には、いかにも土白匠の娘らしい丸く太った女がおしろいをゴテゴテと不器用に塗りつけて二三人並んでいた。 その家から五六軒藁の久しの低い人家が続いてやがて暗い畑になる。製蔵はそこまで行って引き返した。見て通ったいろいろな女が目に浮かんで上がるならあの女かあの女だと思う。けれど一方ではどうしても上がられるような気がしない。初心な彼には幾たび決心しても幾たび自分の臆病なのを罵ってみてもどうも思い切って上がられない。 で今度は通りの真ん中を自分は冷やかしに来た客ではないというようにわざと大股に歩いて通ったそのくせ気に入った女のいる張り店の前は注意した菓子の渡し場のところに来て彼はしばらく立っていた月が美しく不当に砕けて今着いた船からぞろぞろと人が上がったいっそ私を渡って帰ろうかとも思ってみたけれどこのまま帰るのは 目的を果たさずに帰るのは不甲斐ないようにも思われるせっかくあの長い暑いニルの土手を歩いてきて無意味に帰っていくのもバカバカしいそれにただ帰るのも惜しいような気がする渡し船の行って帰ってくる間彼はそこに立ったりしゃがんだりしていた思い切って立ち上がったその家には店に義父が2人出ていた大きいランプが眩しく彼の姿を照らした 張り店の女郎の目がみんなこっちに注がれた。うちから迎える声も何もかも彼には夢中であった。やがてがらんとした部屋に通されて、おなざし動きかれる。右から二番目とかろうじて彼は言った。右から二番目の女はしずと呼ばれた。どちらかといえば子作りで、色の白い、髪のふさふさした、この家でも売れる子であった。眉と眉との遠いのが、 どことなく身鉾を忍ばせるようなところがある。製造にはこうした社会の全てが皆新しく珍しく見えた。引き付けということも面白いし女がずっと入ってきて客のすぐ隣に座るということも不思議だし大の物のとか言って大きな皿に少しばかり寿司を入れて持ってくるのも異様に感じられた。彼は自分の初心なことを女に見破れられまいとして 心にもない車両を行ったりこうしたところには通人だというふうを見せたりしたが二階回,回しの中年の女には初心な人ということがすぐ知られた彼はただ酒を飲んだ川屋ははしごを降りたところにあったやはり関所の鉢が置いてあったり吊りしのぶがかけてあったりしたガラスの箱の中にご武心のランプが明るくついて羽能の,の赤い草履が濡れているのではないが なんとなく湿っていた。便所には大きな立派な青い模様の出た瀬戸焼きの便器が据えてある。アルボスの匂いに混じって臭い臭気が花と目を打った。女の部屋は6畳で、裏2階の奥にある。古いタンスが置いてあった。長火鉢の落としはブリキで、金材でできた安い鉄瓶がかかっている。そばに一冊除学世界が置いてあるのを生存が手に取ってみると。 去年の六月に発行したものであった。こんなものを読むのかえ、感心だね、と言うと、女はにっと笑ってみせた。その笑顔を美しいと製造は思った。部屋の裏は物干しになっていて、そこには月がやや傾き火炎となって指していた。隣では太鼓とシャミセの音が賑やかに聞こえた。シ終わりこの録音はパブリックドメインです。 リブリボックス .org のために録音されました。32。翌日は昼過ぎまでいた。出るとき女が送って出て、ぜひ近いうちにね、きっとですよ、と囁くように言った。昨夜、床の中で聞いた不幸せな女の話が流れるように胸にみなぎった。私を渡って栗橋に出て、昨日の道を帰るのは なななんだか不安なような気がした土手で知ってる人に合わんものでもない行田に行ったという者が方角違いの方面を歩いていては人に怪しまれるで彼は昨夜聞いておいた鳥はの方の道を選んで歩き出した書回にも似合わず女はしんみりとした調子でその父母の古賀の少し手前の財にいることを打ち明けて語ったその財閣に行くにはやはり 鳥はみのだだそう鳥貸しには城州の本郷に渡る渡良瀬川の渡し場があってそれから大高島までにり栗橋に出ていくよりもかえって近いかもしれなかった製造の麦わら帽子は毎年出水に浸かる木陰のない低地の間の葉の半ば赤くなった桑畑に見え隠れして動いていった行く先には 田があったり畑があったりした。河原の草やぶの中にはやはりキリギリスが鳴いた。歌詞の渡し場では赤い雲が静かに川に映っていた。向こう岸の土手では糸立てを着て紺のな半を白い埃りにまみらせた旅焼きんどらしい男が大きな荷物を背負ってさまさま疲れたような封をして歩いていった。そこからは とね、渡邉の二つの大きな川が合流する様が手に取るように見える。呉橋の鉄橋の向こうに中田の遊郭の屋根もそれと見える。彼はしばし立ち止まって別れてきた女のことを思った。本郷の村を通って道はまた土手の上に登った。昨日向こう岸から見て下った川を今日はこの岸から遡っていくのである。昨日の心持ちと今日の心持ちとを 製造はは比べて考えずにはいられなかった踊りがちな冴えた心と落ち着いた疲れた心。わずかに一日川は同じ色に同じ姿に流れているがその間には今まで経験しない深い溝が築かれたように思われる。もう自分は堕落したというような悔いもあった。麦倉菓子には涼しそうな茶店があった。大きな土地の木が影を作って 冷たたそうな水にラムネがつけてあった彼はラムネに梨を2個ほど手酢から皮をむいて食ってさて花子座の敷いてある木の貝の縁台を借りて仰向けに寝た昨夜ほとんど眠られなかった疲労が出て頭がぐらぐらした涼しい心地のいい風が皮から来て青い空が歯の間からちらちら見えるそれを見ながら彼はいつか寝入った 彼が寝ている間、私場にはいろいろなことがあった。鶏のひよっこを猫は狙って飛びつこうとするところを、茶店のばあさんは慌てて追うと、猫が桑畑の中に入って、にゃーにゃー泣いた。私船は着くたびにいろいろな人を降ろしては、またいろいろな人を乗せていった。自転車を走らせてきた町の旦那衆もあれば、反物を満載した車を引いてきた人足もある。 上流の赤い岩にレンガを積んでいく船が、二艘も三艘も、竿を弓のように張って流れにさかのぼっていくと、その傍らを、帆を張った船が、ぎっと火事の音をさせて、いくつも通った。一時間ほどたって、婆さんが、裏にゴミを捨てに行ったときには、縁台の上の客は、足をだらりと内に裂いて、顔を仰向けに口を少し開いて、心地よさそうに寝ていたが、 呉釣りに行った村の若者がびくをさえて帰る時には足を二本とも円台の上に曲げて肘を枕にして高いいびきをかいていたその横顔を夕日が暑そうに照らした額には汗がにじみだけた胸からは財布が見えた彼が目を覚ました頃はもう五時を過ぎていた水の色もやや夕暮れ近い影を帯びていた製蔵は銀河の時計を出してみて 思いのほか長く寝込んだのにびっくりしたが、落ちかけていた財布をふと開けてみて、銭の感情をした。6円あった金が2円50銭になっている。彼はちょっと考えるようなふうをしたが、その中から20銭銀貨を一つ出して、ラムネ二本の第七銭と、梨二個の第三銭との釣り銭をばあさんからもらって、白銅を一つ茶台に置いた。 大高島の私を渡る頃にはもう日がよほど低かった。彼は大声の本堂には出ずに田の中の細い道をあちらにたどりこちらにたどりしてなるだけ人目にかからぬようにして弥勒の学校に帰ってきた。彼の顔を見ると小遣いが「お牛さんな来さしゃったがあったんべえか?」いや「行子に行ったんならぜひ羽生によるはずだが」って言って。 不思議がっていさしちゃったが、帰りにも合わなかったかな合わない。待っていさしちゃったが、羽生で待ってるかもしんねえって、三時頃帰って行かしった。そうか、羽生には寄らなかったもんだから。こう言って彼は羽織を脱いだ。章終わり。この録音はパブリックドメインです。リブリボックス ドットオフのために録音されました。33。次の土曜日にも出かけた。その日もお牛さんは、訪ねてきたが、やっぱり留守だった。行田の母親からも、用事があるから来いと、たびたび行ってくる。けれど、顔を見せぬので、父親は、数まで来たついでに、わざわざ寄ってみた。別段、変わったところもなかった。この頃は、二課店の調べで、忙しいと言った。 先月は少し本を買ったものだから、贈るものを贈られなかったという申し訳をして、机の上にある本を出して父親に見せた。父親は去る出入り先から売却を頼まれたという文章室の算水を投げしにかけて、どうも少し怪しいところがあるんじゃが、まあまあこのくらいならとにかく収まる品物だから、などと呑気に眺めていた。母親の手紙では、 家計が非常に困っているような様子であったが、父親にはそんな風も見えなかった。帰りに50銭貸せと言ったが、製造の財布には60銭しかなかった。月末までゆでにくらいなくては困るというので、20銭だけ残して、あとをすっかり持たせてやった。父親は包みを背負って、半ば剥げた頭を夕日に垂らされながら、学校の門を出て行った。金のない 幾日間の生活はつらかったが、しかし、心は寂しくなかった。朝に晩に夜に、彼はその女の赤い打ちかけ姿と、眉の間の遠い色白の顔とを思い出した。その度ごとに優しい言葉やら、表情やらが流れるようにみなぎり渡った。その女は初回から製造の人並み優れた男ぶりと、優しいおとなしい様子とに、 になみみななにらぬ情を見せたのであるが、それが一度行き二度行くうちにだんだんと募ってきた。製造は月末の来るのを待ちかねた。菓子を満足に超えるのが中でも一番つらかった。机の引き出しの中には餅菓子とかビスケットとか洋うとかいつもきっと入れられてあったが、この頃ではただその名残の赤い青い子ばかりが残っていた。 やむなく彼は南京豆を1銭2銭と買って食ったり近所の同僚のところを訪問して菓子のごちそうになったりした後には菓子屋のババアをときつけて月末払いにして借りてきた音楽はやはり熱心にやっていた歩を集めたものがだいぶたまった授業中商家の科目が彼にとって一番面白い楽しい時間で新しい歌に歩を合わせたものを 生徒に歌わせて自分はさも一角の音楽家であるかのようにオルガンの前に立って表紙を取った一人で部屋にいる時も口癖に消華の譜が出たこの間女の部屋で酒に酔って響きりんりんを歌ったことが思い出された女は黙ってしみじみと聞いていたやがて「ビア歌ですかそれは」と言った信濃の詩人が若々しい悲哀を歌った詩は 千年の群れの,の集まった席で歌われたり寂しい一人の散歩ののに歌われたり無邪気な子供らの前でオルガンに合わせて歌われたりそうした女のいる狭い室で歌われたりした清三はその時女にその詩の意味を解いて聞かせて再び声を低くして称した二人の間にそれがあるかすかなしかし力ある愛情を起こす動機となったことを 製造は思い起こした。弥勒のに再び秋が来た前の竹藪を通して寂しい日陰がさした教員室のガラス窓を小遣いが終日かかって掃除すると一層空気が新しく細やかになったような気がした仮稲を積んだ車が晴れた野の道に音を立てて通った東京に行った友達からはそれでも月に五六旅訪れがあった 学僧から高山の秋を慕った歌なども来た。夕暮れには赤い夕焼けの雲を望んで、弥勒の野に静かに幼子を伴侶としている寂しき友の心を思うと書いてあった。弥勒の野から都を望む心は一層摂であった。学僧から見た夕焼けの雲と町に連なる明らかな夜の灯火が一層恋しいと彼は返事をしてやった。 羽生の野や行代の街道や熊谷の町の新そばに昨年の秋を送った彼は今年は弥勒野から利根川の菓子の道に秋の静かさを味わった。羽生の寺の本堂の裏から見た秩父連山や浅間岳の噴煙や赤城春名の垂直には全く遠ざかって利根川の土手の上から見える日光を名手とした両門の連山に夕日のあたるさまを見て暮らした。 ある日、お牛さんが来た。明日が土曜日であった。君、少し金を持っていないだろうか。お牛さんは産円ばかり持っていた。気の毒だけれども、うちの方に少しいることがあって、明日行くのに、ぜひ持っていかなければならないんだが、月給はまだ当分おりまいし、困ってるんだが、どうだろう、少し都合してもらうわけにはいかないだろうか。月給が降りると、すぐ返すけれど、 お牛さんはちょっと困ったが、いくらいるんです、三円ばかり。僕はちょうどここに三円しか持っていないんですが、少しいることもあるんだが、それじゃあ二円でもいい。お牛さんはやむを得ず、一円五十銭だけ貸した。翌朝、それと同じ調子で、製造は老君堂に一円五十銭貸してくれと言った。老君堂は、僕もこの通り、と笑って、どうかばかりの財布を振ってみせた。 関さんもやっっっぱり持っていなかった幾度か躊躇したが思い切って最後に校長に話した。校長は貸してくれた。昨日の朝行田から送ってくる新聞の中に混じって見慣れぬ男の筆跡で中田の消印のしてある一通の封書の入っていたのを誰も知らなかった。午後から行田の家に行くとて出かけた彼は今泉に入る前の道から右に折れて森から田んぼの中を歩いていった。 しばらくして利根川の土手に上がる松原の中にその古い中折れの帽子が見えた大高島に渡る私の中に彼はいた章終わりこの録音はパブリックドメインです「リブリボックスドットオ g のために録音されました34渡瀬川の私を彼は 少なくとも月に2回は渡った。秋は次第に炊けて、奈良の林の葉はバラバラと散った。虫の鳴いた足腹も枯れて、白のすすきの穂が白金のように日陰に光る。巣の現れた河原には白い詐が降りて、何度色になった水には寒い風が吹き渡った。麦倉の馬場の茶店にも、もう縁台は出ておらなかった。土地の黄ばんだ葉は、 小屋の屋の根を埋めるばかりに切り積もった農家の庭に忙しかった遠見の音の絶える頃には土手を渡る風はもう寒かったその長い道を歩く度数は女に対する愛情の複雑してくる度数であった思い出がだんだんと多くなってきたカエルを雨に降られて本郷の村落のとっつきの百姓屋にその晴れ間を待ったこともある 夜遅く栗橋に出て大声の土手を昼夜歩いて帰ってきたこともある女の心の下手がたいのに奉納したことも一度や二度ではなかった遊郭に上がる者の,の初めて感じる嫉妬女が回しを取る時の不愉快にもやがてデッグした待っても待っても女はやってこない自己の愛する女を他人が自由にしている全身を 事故に捧げていると女は称しながら、それが果たしてそうであるか否かのわからない疑惑。男は女に対するすべての疑惑をだんだん意識してきた。女はまた女で、その男の疑惑につれて、時々容易に示さない深い情けを見せて、男の心を巧みに奪った。もうこれっきりいかん。あれらは男の機嫌を取るのを商売にしているんだ。 アりらの心は幾うにも働くことができるようにできている。自分に対すると同じような媚びと笑いと情けとをすぐ隣の部屋で他の男に与えているのだ。忘れてもいかん、忘れてもいかん。今まで使った金が惜しい、などと憤慨して帰ってくることもあったが、しかしそれは複雑した心の状態を簡単に一時の理屈で解釈したもので、女の心には もっと真面目な面白いところがあることがだんだん分かった。怒ったり泣いたり笑ったりしている間に、二人の間柄にはいろいろな色彩やら思い出が加わった。女のもとにせっさと通ってくる中に、製造の知っている客が少なくとも三人はあった。一人は栗橋の船宿の息子で、家には相応に財産があるらしく、格帯に眼鏡をかけて、 取りちなどをかぶってよく来た。色の白い竹のすらりとした講談師であった一人は古賀の裁判所の初期で年はもう三十四五家には女房も子供もあるのだが根が道楽の酒好きで三日と書か,かずにやって来る女はそのしつこいのに困り抜いてお客で来るのだから仕方がないけれどああいう人に勤めなければならないと思うと つくづく嫌になってしまうよ。あなた、早くこういうところから出してくださいな、などと言って甘えた。そういう時には、る橋野にそう言って出してもらってやろうか、などと柄にもない口を清造は聞いた。と、女は決まって男の膝をぴしゃりと平手で打って、これほど持って苦労しているのにという紋切り型の表情をしてみせた。それから今一人、 塚崎の金持ちの百姓の息子が通ってきた。田舎の女郎屋のこととて、部屋の作りも完全していないので、落ち合うとその様子がよくわかる。その息子は丸顔のぼっちゃんぼっちゃんしたかわいい顔をしていた。かわいいおとなしい人よ。なんだか弟のような気がして仕方がない、と女はのろけた。その他にもまだあるらしかったが、よくわからなかった。 ひげの生えた中年の男も来るようであった。製造は女の胸に誰が一番深く影を記しているかを探ってみたが、どうもわからなかった。自分の影が一番深いようにも思われることもあれば、要するにうまく丸められているのだと思うこともある。あの時女はしみじみと泣いて、そのあれむべき境遇を語った。黒目がちな目からは涙がほろほろとこぼれた。 製造はその時、事故の境遇と女に対する事故の関係とを真面目に考えた。自分は小学校教員である。そういうことがちょっとでも知れれば、勤めていることはできぬ身の上である。それに家はかろうじて生活していく貧しい生活である。この女と一緒になることができないのは、初めから別れきったことである。この女がある人に見受けされるなり、年季が満ちて、 故郷に帰ることができるなりするのをむしろ女のために祝している。製蔵はゆっくりなき矢にしでこうした関係となっていく二人の状態を不思議にも意味深くも感じた。製蔵はまた一歩を進めて今の生活のたつきをも捨てて貧しい父母、ことに自分を唯一の力と頼む母をも捨ててこの女と一緒になる場合を想像してみた。巧妙のために 生運の志を縁がために、母を捨てることができなかったように、やっぱり彼には、どうしてもそうした気にはなれなかった。帰りは、時々、宿礼が来たり、日陰がさしたりするという日の午後であった。いつも渡る渡瀬川の私を渡って、土手の上に来ると、ちょうど目の前を白いペンキ塗りの汚れたツー丸が、煙突からは梅園をみなぎらし、水深機からは、 水を切る白い波を立てて川を下っていくのが手に取るように見えた。看板の上には汚れた白い服を着たボーイが二三人仕事をしているのが小さく見えた。製造は立ち止まってじっとそれを見つめた。白い煙が細くずっと立つと思うと汽笛の尖った響きが灰色に曇った水の上にきたたましく響き渡った。利根川は揚々として流れて下る。 行くものを各のごしという感が製造の胸を襲ってきた。章終わり。この録音はパブリックドメインです。リブリボックスドットオのために録音されました。三十五。製造の中田がよいは誰にも知られずに冬が来てその年も暮れた。 その間ににも危険に思ったことは 2, は二、三度ある。一度は村の見知り腰の若者の横顔を張り店の前でちらと見た一度は大高島の都選の中で村の学務委員と一緒になった今一度は大声の土手を歩いているとひょっくり同僚の関さんに出くわしたその時はこれはてっきり乾破されたと胸をどきつかせたが 製造のいつもの散歩壁を知っている関さんは別に疑うような興奮をも漏らさなかったけれど菓子屋酒屋小川屋米屋などに借金がだんだんたまった「林さんどうしたんだろうこの頃は払いがたまって困るかな」と小川屋の主婦は娘に言った貸し屋のババアは「今月は」 少しは入れてもらわねえじゃ。よく行ってくんなれ。と、学校の小遣いに頼んだ。小遣いは小遣いで、どうしたん断んべ。廃子さん元は金持っていた方だが、この頃じゃ根っからおかずも買いやしねえ。いつも漬物で茶をかけて飯をすましてしまうし。肉など何日にも煮てくった試しがねえ。などと、この頃はあまり数の残りの。 ごちそうに預からないで、ぶつぶつと不平そうに独り言を言った。同僚の関さんや、羽生の小牛さんなどが訪ねてきても、以前のようにビールも出さなかった。様子の変なのを一番先に気づいたのは、やはり行田の母親であった。わざわざ三人の道をやってきても、そわそわといつも落ち着いていないばかりではない。友達が東京から帰ってきていても、訪問しようでもなく、 昔のように相談を仕掛けてもふむふむと聞いているだけで相手にもなってくれない。それに何のかのと言って毎月のものを置いていかない。あれほど好きであった雑誌をろくろく買わず、上得意の町の本屋にも賭けをこしらえない。母親は息子のこの頃どうかしているのをそれとなく感じて時々心を読もうとするような目つきをしてじっと製造の顔を見つめることがある。 ある時、こんなことを言った。この間ね、いい嫁があるって、世話しようっていう人があるんだがね、お前ももう身も決まったことだし、どうだ、もらう気はないかえ星蔵は母の顔をじっと見て、だって自分が食べることさえ大抵じゃないんだから、それはそうだろうけれど、お前ぐらいの月給で女房を子を養っている人はいくらもあるよ。一緒になって、 学校の近くに引っ越して、契約して暮らすようにすれば、人並みにはやっていけないことはないよ。でもまだ早いから。でもこうして離れていては、お前がどんなことをしているかわからないし、と笑ってみせて。それに、お前だって不自由な思いをして、いつまで学校に立って仕方がないじゃないか。お母さん、そんなことを言うけれど、僕はまだこれで望みもあるんです。 今少し勉強して中学の教員の免状ぐらいは取りたいと思っているんだから今から女房などを持ったって仕方がありゃしないそんな大きな望みを出したって仕方がないじゃないかねだって僕一人田舎に埋もれてしまうのは嫌ですもの一、二年はまあ仕方がないからこうしているけれどいつかどうかして東京に出て勉強したいと思っているんです。 音楽の方をこの頃少しやってるから、来年あたり試験を受けてみようと思っているんです。今から女房など持っちゃわざわざ田舎に埋もれてしまうようなもんだ。だって入れたところで学費はどうすんのさね。音楽学校は完備があるから、そうしてうちはどうすんのだえその時はお父さんとお母さんで暮らしてもらうのさ。 三年ぐらいどうにでもしてもらわなくっちゃ。それはできないことはないだろうけれど、お父さんはああいう風だし、私ばかり苦労しなくっちゃならないから。製造は黙ってしまった。またある時は次のような会話をした。お前、加藤のユキさんをもらう気はないユキさん、なぜくれてもいいようなおっかさんの口ぶりだったからさ。どうして それと、はっきり言ったわけじゃないけれど、立って望めばくれるような様子だったから。嫌なこった、あんな白々しいおしらくは。だって、育児さんとお前は兄弟のようだし、くれさえすりゃ望んでも欲しいくらいな娘じゃないかね。嫌なこった。この頃はどうかしたのかえ加藤にもめったにいかんじゃないか。利益交換なぞ、嫌なこった。こう言って、製造はぷいと立ってしまった。 母親にはその意味がかからなかった。「1月には育児も美保子も帰っていた」「育児にも23度会って話をした美保子についての話はもうしなかった」「育児はむしろ消極的に恋愛の無意味を語った」「なぜあんなに熱心になったか自分でもわからない」「ちょうど盛りがついたもののようなものだったんだね」と言って笑った。そのくせ育児と美穂子と美子は よく相えて散歩した。男は講師の聖帽をかぶり、女は紳戚の久しみに言って、派手な幅の広いリボンをかけた。おばたの手紙によると、二人はもう恋愛以上の交際を続けているらしかった。製造は嫌な気がした。ちょうどその頃、熊谷の小滝の話が新聞に出ていた。小滝の落石という見出しで、伊勢崎の豪商に値引きされる話が、 日明かし半分に書いてある「小滝には深谷の金持ちの息子で今年大学に入学したいい人があった」「そのとこに小滝はなみなみならぬ情けを見せたがその家には許嫁のこれも東京の跡目女学校に入っている娘があって到底望みを達することができぬので泣きの涙で今度いよいよ引かされることになった」と書いてあるその合唱は 年は四十五六で、女房も困もある。同棲一、二年、辛い年を収めると、また前に戻って二度のお勤め、こんばんは奴隷の艶やかな声が聞かれるだろうから、今からお馴染みの方々はその時を待っているそうだ、などと冷やかしてあった。本当の事情は知らぬが、製造はそうした社会に追い立った女の身の上を思わぬわけにはいかなかった。 思いのままにならぬ世の中に、さらに思いのままにならぬ境遇に身を置いて、浮草のように浮き沈みしていくその人々の身の上がしみじみと思いやられる。小滝のある間は、その美しい姿と、縁なる恋とのする間は、友人が離散し去っても、幼い頃の思い出が薄くなっても、熊谷の町はまだ彼のために、懐かしい町、恋しい町、忘れがたい町であったが、 今はそれさえ他郷の人となっってしまった。頭の噛え生めかしい細い小道をいくら歩いてもニコニコといつも元気のいい顔を見せて幼い頃の農村のよしみを忘れない我らの小滝を見ることはできなくなったのである製造は三が日を済ますと母親の止めるのを振り放って今までにかつてない寂しい心を抱いて西風の吹き荒れるさ里の街道を 魅力へと帰ってきた。それでも懐には中田に行くためのお金が三円残してあった章終わりこの録音はパブリックドメインです「リブリボックスドットオ g のために録音されました」三十六三月のある寒い日であった渡瀬川の渡し場から 中田に来たる間の夕暮れの風はヒューヒューと肌をさすように寒く吹いた。灰色の雲は空を覆って、折々通るほのかいも暗かった。明かりのつく頃、中田に来て、いつもの通りはしごを上がったが、なじみでない心臓が来て、真面目な顔をして、二階の別の部屋に通した。いつも、客がいるときでも、行くとすぐ顔を見せた女がやってこない。 不思議にしていると、やがてなじみの心臓が上がってきて、おいらもな、おめでたいことで、この十五日に見抜けができましたでな。製造は、金槌か何かで、がんと頭を打たれたような気がした。あなたさんにもな、ぜひ行く前に、一度お目にかかりたいって言っていましたけれど、あなたはちょうどお目にならんし、急なものだで、手紙をあげてる暇もなし。 御依覧も、残念がっていましたけれど、仕方がなしに、あなたが来たら、よく行ってくれってな。それにこれを渡してくれって置いて行きましたから、と風呂敷包みを渡した。中には一通の手紙と、半紙に包んだ四角なものが入っていた。手紙には、金釘のような字で、おぼつかなく別れの紋切り型の言葉が書いてあった。残念、残念、残念、残念。 という字がいくつとなく目に入ったしかし見受けされていったところは書いてなかった。半紙に包んだのは写真であった。おばさんは手に取って、「花魁も罪なことをする人だよ」と笑った。見受けされていった先は話さなかった。相方はかねて知っている静江の妹女郎が来た。顔の丸い太った女だった。製蔵は黙って酒を飲んだ。 黙ってその妹女郎と寝た。妹女郎は行った人の話をいろいろとして聞かした。製蔵は黙って聞いた。翌日は早く帰都に着いた。存外心は平静であった。どうせこうなる運命だったんだ、と自ら口に出して言ってみた。何でもない、当たり前のことだ、と言ってみた。けれど、平静であるだけ、それだけ彼は深い打撃を受けていた。土手に上がるとき、 憎いやつだ。復讐をしてやらなければならん。復讐、復讐。と叫んだ。しかし心はそんなに激してはおらなかった。イ幾ラの茶店では茶を飲みながら、もうここに休むこともこれぎりだ。大高島の私を渡って、いつものように感動をいこうとしたが、これも思い返して、なあに、もう分かったってかまうもんか。で、大声に出て、わざと浪群堂の家を通った。 道は製造の常に似ず際立ってはしゃいでいるのを不思議に思った。製造は出してくれたビールをぐんぐんとあおって飲んだ。何か一つ大きなことでもしたいもんですが何でもいいから世の中をびっくりさせるようなことをこんなことを言った。そしてこれと同じことを昨年羽生の寺でお潮さんに言ったことを思い出した。 たまらなく寂しい気がした。章終わり。この録音はパブリックドメインです。リブリボックス .org のために録音されました。三十七。その年の9月、午後の残暑の控えを受けて、上野公園の音楽学校の校門から、入学試験を受けた人々の群れが、 ぞろぞろと出てきた。羽織袴もあれば、洋服もある。久しがみにすみれ色の袴をはいた女学生もある。校内からは、ピアノの音がゆるやかに聞こえた。その群れの中に、爪襟の背広を着て、古い麦わら帽子をかむって、一人テクテクと平際に寄って歩いていく男があった。靴は埃りにまみれて白く、毛獣のコウモは、 冷めてて色になっていた。それは田舎からわざわざ試験を受けに来た製造であった。入っただけでも心が震えるような天井の高い部屋。ひげの生えた太った立派な体格をした試験委員。大きなピアノには中年の袴を履いた女が後ろ向きになってしきりに大変な音を立てていた。製造は田舎の小学校の 小さなオルガンで学んだ研究が、何の役にも立たなかったことをやがて知った。一生懸命で集めた各局の譜も、全くトロに属したのである。彼は初法の試験にまず失敗した。顔を真っ赤にした自分の小さな哀れな姿が、いたずらに試験官の笑いを買ったのが、まだ目の前にちらついて見えるようであった。ダメ、ダメ、と一人で言って彼は頭を振った。 公園の露破台は木の陰で涼しかった。風が折々心地よく吹いて通った。彼は心を鎮めるためにそこに横になった。向こうには縁台に赤い血統を敷いたのがいくつとなく並んで、赤いたすきであえどった若い女のメリンスの帯が見える。中土島の姿もくっきりと見える。赤い地に氷という地を白く抜いた旗がちらちらする。 動物園の白いはっぴを着た漁舎はぶらぶらしていた出殺所には田舎者らしい二人連れが大きな財布から銭を出して札を買っていた東京に出たのは初めてである試験を済ましたら動物園も見よう博物館にも入ろう一通り市中の見物もしようお茶の水の寄宿舎におばたや育児をも訪ねよう こういろいろ心の中に計画してやってきた。田舎の空気に汚れた今までの生活を逃れて、新しい都会の生活をこれから開くのだと思うと、中学を出た頃の若々しい気分にもなれた。昨日、吹き上げの停車場を立つときには、久しぶりでさまざまな希望の念が胸にみなぎったのである。彼は路肌に横たわりながら、その希望と 今の失望との間に挟まった一番の光景をまた思い浮かべた。露破台から起き上がる気分になるまでには少なくとも一時間は経った。馬車はもういなかった。なにわし婦人とも言いそうな立派な貴婦人が可愛らしい洋服姿の子供を三四人連れてそこから出てきて、危機として馬車に乗ると、御車は鞭を一当て当てて、後に白い埃を立てて、 ガガラガラとっっていったその白い埃を見つめたのを彼は覚えている。せめて動物園でも見ていこうと思って彼は身を起こした。単調の鶴、絶えず花をまく大きな像遠い国から来たカンガルー、ラクダだのロバだのシカだの羊だのが別段珍しくもなく歩いていく彼の目に映った。 ライオンの前ではそれでも久しく立ち止まって見ていた。養魚室の暗いトンネルの中では水の中に明らかな光線が差し通って金魚や鯛などが泳いでいるのが鮮やかに見えた。水玉がそこからもここからも上がった。カモメやオシやその他様さまざまな水鳥のいる前の露破台に彼はまた腰を下ろした。辺りを様々な人が、 いいろろなことを言ってろぞろ通る子供は鳥のにや,やかに飛んだり泣いたりするのを面白がって柵につかまって見とれている。しばらくして彼はまた歩き出した。高田の狐田の狸田のいるところを通って、猿が歯をむいたり赤い尻を掘り立てているところを抜けて、北極熊や北海道の大きな熊のいるところを通った。 孔雀の見事な羽も刺して興味を引かなかった彼は入った時と同じようにして出て行った東照宮の前では女学生が派手なコウモリ傘を刺して歩いていたパノラマには古ぼけた日清戦争の絵か何かがかかっていて札盤が退屈そうにあくびをしていた竹野台に来て彼はまた三度露は台に腰をかけた眼下に横たわっている大都会 イラ,カがイラカに続いて煙突からは黒い凄まじい煙が上がっているのが見えるあちこちから起こる物音が一つになってなんだかそれが大都会の凄まじい叫びのように思われるここに罪悪もあれば授業もある巧妙もあれば風紀もある飢餓もあれば絶望もある新聞紙上に毎日のように現れてくる三面事故のことなども胸に昇った竹の台から降りると 前に広小路の雑踏が広げられた。馬車鉄道が後から後から幾代となく続いていく。水巻がその中を平気で水をまいていく。人力車が掛け声で走っていく。しばらくして製造の姿はその通りの小さい蕎麦屋に見られた。いらっしゃい、と若い女の黄色い声がした。ざるひとつ、という声が続いていた。製造は 夕日の差し込んでくる座敷の片隅であつらの来る間を大きな男が大釜の蓋を取ったり立つたりするのを見ていた釜の蓋を取ると湯気が白くパッと上がった長い竹の端でかき回してザブザブと水で洗ってそれをざるに手で持ったお待ち遠さまと女はそれを善人の巣で運んできた足の裏が黒かった製造はざるを二杯 天ぷらをを杯食ってビールを一本飲んだ。酔いが回ってくると少し元気がついた「帰ろう」「おばたや加藤を訪問したって仕方がない」「懐から財布を出して勘定をした」「やがて雑踏の中を停車場に急いで行く彼の姿は見られた」「シ終わり」「この録音はパブリックドメインです」 LibriVox.org リリのために録音されました。38。お牛さんが、おしょうさんを訪ねて、次のような話をした。どうも、困りますんですがな。と、お牛さんが、例の人のいい調子で、さも心配だという顔をすると、それは、困りますな。と、おしょうさんも言った。どうも、思うようにいかんもんですから、ついそういうことになるんでしょうけれど。 校長からお聞きですかい,いえ、校長から直に聞いたというわけでもないんですけれど、借金もできたようですし、それに星蔵君が宿直室にいると、女がぞろぞろやってくるんだって言いますからね。一体あそこは風呂はが悪いところですからな。ずいぶん面白いんですって、星蔵君一人でいると、学校の裏の垣根のところから声をかけたり、 わざと土くれを放り込んだりするんですって。そうして誰もいないと庭から回って入ってくるんだそうです。そしてその中に誰か相手ができてるんですかよく分かりませんけれどできてるんだそうです。どうせ旗織りかなんかなんでしょうええ。困るですなそういう女に関係をつけてはどうしうさんも誕じた。しばらくしてから 早く神さんを待たせたらどうでしょう。この間も行田に行きましたから、ついでに寄ったんですが、おふくろさんもそう言っていました。加藤君のシスターはもらえないのですか先生が嫌だって言うんです。だって前にラブしていたんじゃないんですかどうですか製造くんよく話さんですけれど、加藤君と何か仲違いかなんかしたらしいですな。そんなことはないでしょう。 いや、あるらしいです。と、お牛さんは、ちょっと途切れて、この間も言ってましたよ。僕はこういう運命なら仕方がない。一生独身で子供を相手にして暮らしても遺憾がないって言ってましたよ。独身もいいが、そんなことをしては仕方がない。本当ですとも。と、お牛さんは、友達思いの心配そうに、校長が可愛がってくれるからいいですけれど、軍資学の 耳にでも入ると大変ですからな。それに、狭い田舎ですから、すぐぱっとしてしまいますから。今度来たら、それとなく言っていただきたいものですが。それは言いましょう、と大将さんは言った。それに、製造君は体が弱いですからな。道牛さんは、やがて言葉を継いだ。やっぱり、異病ですか。ええ、相変わらず。 甘いものばかり食っているんですから。甘いものと、音楽と、絵の写生と、この三つが、僕の寂しい生活の医者だ、などと前から言っていましたが、この頃じゃ、この夏の試験を失敗してからは、集めた符は押し入れの奥に入れてしまって、消化の時間切り、オルガンも鳴らさなくなりましたから。よほど失望したんですね。ええ、それは熱心でしたから。 試験前の二きばかりというものは、そのことばかり言ってましたから。つまり、今度のことなども、それから来てるんですな、と大将さんは考えて、本当に気の毒ですな。ずいぶん寂しい生活ですものな。それに、真面目な性分だけ、いっそ辛いでしょうから。私みたいに、のんきだといいんですけれど。本当に、君とは違いますね。と大将さんは笑った。 章終わり。この録音はパブリックドメインです。リブルボックス。のために録音されました。三十九。製造の借金は。なかなか多かった。この二月ばかり。自炊をする元気もなく。三度三度、小川屋から弁当を運ばせたので。その感情は。 円までに上った酒屋に3円菓子屋に3円荒物屋に5円前からそのままにしてある米屋に3円そのほか同僚から1円2円と借りたものも少なくなかったお牛さんにも4円ほど借りたままになっていた中田に通う頃に大尚さんに融通してもらった2円も返さなかった金の価値の尊い中では 何よりも先に、これから信用が崩れていった。章終わりこの録音はパブリックドメインです。リブリボックスドットオグのために録音されました。始終。ところがどうした動機か、製造は急に真面目になった。もちろん校長からコンコンと解かれたこともあった。 おしさんからもそれとなく忠告された。けれどもそのためばかりではなかった。頭が急に新しくなったような気がした。事故の不真面目であったのが今更のように感じられてきた。落ちていく深い谷から一刻も早く浮かび上がらなければならぬと思った。失望と空虚と寂しい生活とから起こった体の不摂生。この頃では 何をする元気もなく散歩にも出ず雑誌も読まず同僚との話もせず毎日の授業もお勧めだから仕方がなしにやるというふうに青白い不健康な顔ばかりしていた毒となく体が気だるく時々熱があるのではないかと思われることなどもあった持病の胃はますます募って口の中は常に乾いた不真面目な生活が この不健康な肉体を通じて、通切なる開墾を伴ってきた。弱かったが、しかし、強かった1、一、二年前の生活が、目の前に浮かんで通った。絶望と、悲哀と、赤爆とに耐え得られるような、まことなる生活を送れ。絶望と、悲哀と、赤爆とに耐え得られるごとき勇者たれ。運命に従う者を勇者という。 夜かりしかな、不真面目なりしかな、幼稚なりしかな、空想寺なりしかな。今日よりぞ我勇者足らん。今日よりぞ我我が以前の生活に帰らん。第一、体を重んぜざるべからず。第二、責任を重んぜざるべからず。第三、我に母あり。彼は我に母ありと書いて、 筆を持ったまま顔を上げた。胸が迫ってきて青白い方に涙がほろほろと流れた。彼は中田に通い始める頃から日記をつけることをよした。めったなことを書いておいて万一他人に見られる恐れがないではないと思ったからである。彼は柳氷を開けてその頃の日記を出してみた。9月24日。 高齢祭。その文字に主で剣天が打ってあった。その次の土曜日の上に、大高島から向こう岸の土手に渡る記事が書いてあった。日記は大々ながらも、その年の10月の末頃まで続いていた。利根川の募集の様や、落ち葉や小枯らしのことも書いてある。10月の23日の上に、この日雨寒し、と書いてあった。 あとは白紙になっている。その時、日記なんてつまらんものだ。やはり他人に見せるという色気があるんだ。自分のやったことや心持ちが十分に書けぬくらいならよすほうがいい。自分の心の大部分を占めてる女のことを一行も書くことのできぬような日記なら、断然よしてしまうほうがいい。こう思って筆を立ったのを覚えている。その間の間 一年と二三ヶ月の月のことを製造は考えずにはおられなかった。その間は彼にとっては暗黒な時代でもあり、また複雑した世相に触れた時代でもあった。事件や心持ちを十分に書けぬような日記ならよす方がいいと言ったが、それと反対に日記に書けぬようなことはせぬというところに、日記を書くということのまことの意味があるのではないかと彼は考えた。 彼は再び日記を書くべく慶詞を五六十枚ほど手図から閉じてその第一ページに前の三か条をれ々しく掲げた明治三十六年十一月十五日彼はこう書き出した「章終わりこの録音はパブリックドメインです」「リブリボックス ドットオームのために録音されました。四十一。過去は死し,したる過去としておむらしめよ。我をして我が日々のライフの友たる少年と少女とを愛せしめよ。生活の資本は健康と金銭とを要す。我をして清き生活を営ましめよ。こういう短い句は日記の中に絶えず書かれた。 またある日はこういうことを書いた。野心を捨てて平和に両親の老後を養い売れば、これ世の成功にあらずや。母は我と共にすまんことを予想しつつあり。またある時は次のようなことを書いた。親しかれし昔の友。我より捨てされしはおるかなりき。情薄かりき。我をして再び、 その温かき昔の友情を復活せしめよ。所詮境遇は境遇なり、運命は運命なり。彼らを羨みて捨てされし、我の小なりしことよ。喜ぶべきかな友情の復活。一昨日、小ばより打ち解けたる手紙あり。今日また、加藤より常に満たされたる頼りあり。小ばは、 自分の読み古したる植物の書籍近きに送らんといううれし。校長も同僚も製蔵の態度のにわかに変わったのを見た。製蔵は一昨年あたり熱心に集めた動植物の標本の整理に取り掛かった。野から取ってきて紙に貼ったままそのままにしてあったのを一つ一つ誰にもわかるように分類してみた。今年の夏休みに 3日ほど秩父の三峰に関さんと遊びに行った時採集してきたものの中には珍しいものがあった関さんは文部の中学教員検定試験を受ける準備としてしきりに動植物を研究していたその旅でも実際について関さんはしきりに製造にその趣味をこすいした小ばたからやがてその教科書類が到着したこの秋まで 音楽に熱心であった心は、だんだんその方面に移っていった。わからぬところは関さんに聞いた。村の百姓たちは、再び若い学校の先生の散歩姿を、野道に見るようになった。写生しているその周りに、子供たちが和を描いていることもある。彼は、弥勒野の初等の林や野を絵はがきにして、小ばや加藤に送った。 見たびこの寂しい中に寒い西風の吹き荒れる年の暮れが来た前の竹やぶには薄い夕日がさして青地やつぐみの鳴き声が柿に近く聞こえる二十二日頃から日課店の調べが忙しかった旧の正月に羽生で曲をせられる成績品展覧会に出品する準備もそれ相応に整頓しておかなければならなかった図が ウリンポンポ模写公案画写生画模様画それにつづり方に作文昆虫標本植物標本などもあったそれを生徒の多くの作品の中から選ぶのは一通りの労力ではなかったどうか来年は好成績を博したいものだと校長は言ったそれにどうしてかこの頃はよく風邪をひいた散歩をした時は咳が出たり 湯に入った後では熱が出たりした。タバコを飲むとどうも頭の具合が悪い。今までに覚えたことのない軽い一種のめまいを感じる。君どうかしたんじゃありませんか医者に診てもらう方がいいですぜと関さんは24日の授業を終わって別れようとするときに言った。荻牛さんを羽生に訪問したときにはそう大して苦しくもなかった。けれど上岸寺に行って 久しぶりでお塩さんに会って話そうと思った希望は警察署の前まで来て中止すべく余儀なくされた。熱も少なくとも38度5分ぐらいはある。それに咳が出る。ちょうどそこに行田に戻り車がうろうろしていたので安く賃貸をねぎって乗った。寒い道を日のくれぐれにようやく家に着いた。年の暮れを一間にこもって寝て送った。 母親は心配していろいろ慰めてくれた。幸いにして熱は取れた。大晦日にはちょうど昨日帰ったという加藤の家を訪れることができた。育児は製造の安田顔と青白い皮膚とを見た。話しぶりもどことなく消極的になったのを感じた。何ぞというとすぐ衝突して議論をしたり、大晦日の夜を感激して暁の3時まで 町中や公園を話し歩いたりした3年前に比べるとこうも変わるものかと思われた2人はこのごろ東京の新聞で流行る宝探しや玄米一生の米粒調べの話などをした満潮法の宝を小石川の葛山に余家の学生が掘りに行って探し当てたことを面白く話した続いて西路談判の交渉が難しいということが話題に上った どうも東京では近内よほど先立っている。新聞の調子を見てもわかるが、どっかこう、いつもに違って真面目なところがある。いよいよ先端が開けるかもしれないと育児は言った。製造もこの頃では新聞紙上で、この国家の大問題を熱心に見ていた。そんな大きな戦争を始めてどうするんだろうといつも思っていた。二人はその問題についていろいろ話した。 陸軍では賞賛があるが海軍ではトン数がロシアの方が勝っていてそれに戦闘艦が多いなどと育児は話した元日の朝床の間の花瓶に彼は珍しく花を生けた早咲きの椿はわずかに赤く花を見せたばかりで厚い濃い緑の葉は黄色い柑橘の小さいのと趣に飛んだ対象を成した別につる梅もどきの 赤い実の鈴なりになったのを指していると母親は「私この梅もどきっていう花大好きさこの花を見るとお正月が来たような気がする」こう言って通った父親は今朝、猫の額のような畑の角で下どけの土をザクザク踏みながら白い手を泥だらけにしてしきりに何かしていたがやがてようやく芽を出し始めた福寿草を鉢に植えて 床の間に飾った。朝日の貝が薄く障子に刺した親子は三人楽しそうに並んで贈入を祝った製造の日記は次のごとく書かれた明治37年1月1日新しき命と確信等を与うべく新しく苦心と成功と喜びと悲しみ等を下すべく信念は来たれる。 若き新年は向上の後期なり願わくば清く楽しき生活を営ましめよ。新年とをを床の政児の花瓶に母が好みの鶴梅もどき小ばに手紙出すこれより勉強して2年3年の後検定試験を受けんとする科目は植物に志すよし言いやる風心地いいようやく優れたれば明日あたりは 野外射精とてがわんなどを作ろう二日だ津の門のあたりに射精すべきところありたれど風吹きて終日寒ければやむきっこが数えし玄米一号の粒数七千二百五十六三日昨夜入浴せしため風再び元に戻る休暇中に野外射精の望みたゆ四日 満潮法の米調べ発表。玄米一升7万3250粒。今年は契約せんと思う。材能の,の,の常に今日なるは心を温めしむる現象にあらず。所詮生活に必要なるだけの金は必要なり。五日。念願の礼今年は書く。六日。牧野由紀子。由紀子は昨年の暮れ前橋の判事と結婚せり。 より美しき絵はがきの年賀状を来たる。腫れ物再発する。七日、病後療養と腫れ物のため気候を伸ばす。紅葉、舟頭腸、看板読みかけてやめる。罪悪が発端なり、中学世界買ってきて読む。加藤帰京す。八日、健康を得たし、健康を得たし、健康を得たし。九日、 カンボタン読みて夜に入って読料す。罪悪に伴う悲劇中の苦悶、女主人公ルイザの熱性なる執着。400ページの大団円はラブの成功に終わる。タバコは風の影響にて、にわかにその量を減じ。あるば吸い、なくば吸わぬというようになれたり。長くこの方法が惰性となればよけれどいかにや。明日はまた。 との人となるべし。日露の危機外交より戦機に移らんとすと新聞紙しきりに言う御人の最も好まぬ戦争はついに咲くべからざるか寂しい寒い寄宿室の生活はやがてまた始まった昨年の11月から節約に節約を加えて借金の返却を心がけたので財能は常に常に冷ややかであった 気が悪く気分が優れぬので、努めて運動をしようと思って、生徒を相手に校庭でよくテニスをやった。彼の青白い髪の生えたスライト痩せた姿はいつも夕暮れの空気の中に鮮やかに見えた。彼は土曜日の日記の中に、平日の家業を正直に済ませ、満足にジムを取り、暖かき晩餐の後、その日の新聞を読み終わりて、さて一日の反省に、 何らもだゆることなく、安息すべき明日の日曜を思えば、テニスの運動の影響とて、右手の筋肉の筆取るに震えるのほか、耐えて平和ならざるなし、と書いた。また、M の都合あれば帰宅したけれど思い止まる。節約の結果、三銭の刻みたばこ四日を保つ、と書いた。しかし、彼は夜眠られなくって困った。 眠ったと思うとすぐ夢に襲われる。大抵は恐ろしい人に追いかけられるとか、刀で切られるとかする夢で、目が覚めるとぐっしょり寝汗をかいている。心持ちの悪いことは例えようがなかった。中学校交友会の開放が年2期に来た。同窓の友の消息がおぼろげながらこれによって知られる。アメリカに行った者も,もあれば、北海道に行った者も,もある。 本期の解放には、寄宿者生徒松本何が氏が自ら捨てて自殺した顛末が書いてあった。深やピストルの音がして、人々が驚いてはせ寄ったことが詳しく記してあった。彼は今まで思ったことのない死について考えた。夜はその夢を見た。寄宿者の窓に明かりが明るくついて、人がガヤガヤしている。ピストルが続けざまになった。 自殺したた男は窓から飛んできた朝ごとの霜は白かった夜半のみぞれで竹の葉が真っ白になっていることもあったラケットをさばいて校庭に立っている彼のやせぎすな姿を人々は常に見た時計やらぬ小川の氷の上に青地が飛びむなしい枝の桑畑にはつぐみが鳴き藩の根の枯れ草からは食いなが羽音高く驚き立った 奈良や栗の葉は全く落ち着くして草の枯れた利根川の土手はただ一体に大舎色に塗られて見えた他には大根の葉が浸と捨てられてあった月の中頃に母親から来た小荷物には毛糸のシャツが入っていた手紙には「寒さ激しくござ候あいあまり寒き時は日を休み風邪ひかぬようご用心下されたく候」 よきことはあしきことにつけ、お前一人頼りにござそうろう間、御身大切にお守り下されたくそうろう、と書いてあった。この頃は、母を思うの情が一層切になって、土曜日に帰る道でも、地語を背に負った親子三人連れの連絡した姿などを見ては、涙をこぼした。母親もこの頃、ろ、生蔵の際立って優しくなったのを喜んだが、 しかしまた心配にならぬでもなかった。にわかに気の弱くなったのは病気のためではないかと思った。製造が行くと、珍仕事を午後から休んで、白玉の汁粉などをこしらえてもてなした。寝汗が出るということを聞いて、お前本当にお医者にかかってみてもらわなくていいのかね、と顔に心配の色を見せて行った。時にはお牛さんを羽生から誘ってきて、 宿直室に一夜泊まらせることなどもあった。お牛さんはこのごろ話のある養子の口のことを語って、その家は君、相応に財産があるんですって。今に立派な旦那になったら、担当んとごちそうをしますよ。君ぐらい一人置いてあげてもいい、などと冗談を言って快活に笑った。お牛さんは床に入ると、すぐいびきを立てて安らかに熟睡した。こうして安らかに世を送りうる人を、 製造は羨ましく思った。関さんは、スイカズラや、ジャヌヒゲや、ダイオウなどを枯れ草の中に見いだして教えてくれた。寒い冬の中にも、際立って暖かい春のような日があった。野は平らかに、静かに広く、寂しく、しかも心地よく刈り取られて、藩の広長い、虚しい幹が、青い空に干すように見られた。彼は午前七時には必ず起きて、 燃えるような朝日の影の霜けぶりの上に登るのを見ながらいつも深呼吸を四五十度やるのを例にしていた「どうしてこう気分が優れないんだろうどうかしなくては仕方がない」などと時には自ら励ましたしかしやっぱり胃腸の具合は良くなかった寝汗も出た「章終わりこの録音はパブリックドメインです」 リブリボックス org のたために録音されまし四十二ある暖かい日曜に関さんと連れ立って羽生の原という医者のもとに見てもらいに出かけた町の横丁に黒い歌舞伎の門があって庭の松が濃い緑を見せた白い四苦をかけたねだいが診察室にあってそれにとなった薬局には 午前10時ごろの暖かい冬の光の通ったガラスの向こうにいろいろの薬剤を持った小さい大きい瓶が棚の上に並べてあるのが見えた。医者は378の髪を長くした丁寧な腰の低い人で聴診器を耳に当ててまず胸から腹の辺りを見た次に肌を脱がせて背中の辺りを見てコツコツと軽くたたいた。 やはり胃腸が悪いんでしょうな」こう言って肩のごとき薬を医者はくれた春のような日であった連日の更生に下どけの道も大方乾いて街道にはところどころ白い埃も見えた霞に包まれて頂の雪がおぼろげに見える両毛の山々を後ろにして二人は話しながら緩やかに歩いた野の角に 背を後ろにひなたぼっこをして、ぶんぶん糸繰り車を食っている猫背のばあさんもあった。名題の角のうどん屋には、二三人客が腰をかけて、そばの大釜からは湯気が白く立っていた。野には日当たりのいいところには草がすでに燃えて、なずななど青々としている。関さんはところどころで足を止めて、そろそろ芽を出し始めた草を取った。 そしてそれを製造に見せた。風呂敷にも包まずに持っている製造の水薬の瓶には、のの温かい光が差し通った。章終わり。この録音はパブリックドメインです。リブリボックス .org のために録音されました。四十三。先生と優しい声がした。 照準を開けると、久し神に言って、ちょっと見ぬ間に、非常に大人びた、女性との田原秀が、ニコニコと笑って立っていた。昨年の卒業生で、出来のいいので評判であったが、卒業すると、すぐ浦和の師範学校に行った。高等二年生の時から、製造が手がけて教えたので、ことに彼を懐かしがっている。高等四年の頃に、 新大使などを作ったり和文を書いたりして製造に見せた「うちはちょっとした農家で散歩の折に製造が寄ってみたこともあった」「あまり可愛がるので林先生は田原さんばかりひいきにしている」などと生徒から言われたこともあった丸顔の色の白い田舎には珍しいハイカラな子で音楽が好きで製造の教えた新体紙をオルガンに合わせてよく歌った」 師範学校の寄宿舎からも常に自然の運命の熱情のと手紙をよこした。教え子の一人より懐かしき先生へと書いてきたこともあった。時には使用くださいなどと言ってくることもあった。田原さん、製造は立ち上がった。どうしたんです続いて尋ねた。今日用事があって、うちに回りましたから、ちょっとお伺いしましたの。 言葉から様子から、こうも変わるものかと思うほど、大人びて、イからになったのを、製造は見た。先生、ご病気だって聞きましたから、誰に関先生に。関さんに、どこで会ったんです村の角でちょっと。なあに大したことはないんですよ、と笑って。例の胃腸です。あまり甘いものを食いすぎるものだから。秀子は笑った。先生と生徒とは、 日曜日の午後の明るい部屋に相対してしばし語った。寄宿者の話などが出た。今年卒業するはずの行田の美穂子の話も出た。依然として昔の親しみは残っているが、女には娘になった隔てがどことなく出ているし、男には生徒としてよりも娘という漢字がいつもの隔てのない会話を妨げた。 机の上には半分ほど飲んだ水薬の瓶が夕日に明るく見えていた清三は今朝友から送ってきた「音楽の友」という雑誌を広げて秀子に見せた口絵には紀元200年頃の学生戦闘セリシアの像が出ていたオルガンの妙音から出た花とエンジェルの幻影と学生はじっと見ている清三はこの人はローマの貴族に生まれて 熱心なるエホバの信者でオルガンの創造者であるということを話して聞かせた美容花のごとくであったということをも語ったオルガンの音がやがて聞こえ出した小遣いが行ってみると若い先生が指を動かしてしきりに音を立てている傍らにエビ茶の袴をつけた秀子は笑顔を含んで立った皇帝は静かであった午後の控えにスズメが ちゃちゃと泣きしきった。テニスコートの線が明らかに残っていて、宿直室の長い縁側の隅に、ラケットやボールやネットが置いてあるのが見える。庭の片隅には、教授用の草木が植えられてあった。秀子を送って、製蔵はそこに出てきた。バラの新芽が出ているのが目についた。製蔵はこれを秀子に示して。もう芽が出ましたね。早いもんだ。もうじき春ですな。 本当に早いことと秀子はその一葉をつまみ取ったやがて郊外の道を急いで帰っていくエビチャバカマの姿が見えた「章終わり」この録音はパブリックドメインです「リブリボックス .org のために録音されました」「四十四日露開戦」 8日の旅順と9日の仁泉とは旧来のように人々の耳を驚かした帰遠説の日には校門には日照記が立てられ坑道からはオルガンが聞こえた東京の騒ぎは日ごとの新聞市場に見えるように思われた一月以前から政治界の雲行きの速やかなのは田舎で見ていても気がもめた召集令はすでに下った 村役場の平時係が夜に日を継いでその命令をっこに伝達すると二十四時間にその間下に集まらなければならない想定たちは父母妻子に別れを告げる暇もなくあるは夕暮れの田舎道にあるは停車場までの乗り合い馬車にあるは奈良林の間の野の道に一包みの荷物を抱えて急いで国人に赴く姿が続々として見られた。 南埼玉の一軍から徴収された者は304名その頃はまだ東武線ができぬ頃なので信越線の吹上駅鴻巣駅桶川駅大羽線の栗橋駅蓮田駅九九駅などがその集まる主なる停車場であった交通のシにあたった町々ではいち早く国旗を立ててこの兵士たちを見送った 停車場の柵内には町長だの平時係だの学校生徒だの親類友達だのが集まって汽車の出るたびにごとに万歳を看護してその功を盛んにした。製造は行田から弥勒に帰る途中そうした想定に幾たりも出くわした。両順人選の改善があってから静かな田舎でもその話が至るところで繰り返された。 町から町へ村から村へ配達する新聞屋の鈴の根は忙しげに聞こえた。新聞市場には二号活字が霊れ々いれいしく掲げられていろいろの計画やら風雪やらが記されてある。十二日は朝から曇った寒い日であったが予想のごとく敵の裏城艦隊が津軽海峡に襲来して商船・中野浦丸を強沈したという知らせが来た。そのの津軽海峡の 崎というのはどこにあたるかそれを確かめるため校長は教授用の大きな大日本地図を教員室にかけた老君堂も関さんも助教師も皆そこに集まった「母こんなところですかな」と老君堂は言った製造は裏上から一直線にやってきた敵の艦隊と合鎮された我が商船等を想像して久しくその掛け図の前に立っていた湯屋でも床屋でも 戦争の話の出ぬところはなかった。憎いロシアだ、凝らしてやるというジジイもあれば、そうした大国を敵として果たして勝利を得られるかどうかと心配する老人もあった。子供らは旗をこしらえて戦争の真似をした。けれど、害して田舎は平和で、夜はいつものごとく竹藪の外にわらやの明かりの光が漏れた。ちょうど旧暦の正月なので、街道の家々からは、 酒に酔って笑うう声声や歌う声もしたこの頃彼は朝は6時半に起床し夜は9時に寝た正月の餅とうどんとに胃腸を壊すのを恐れたがしかし大したこともなくて過ぎた節約に節約を加えた経済法はだんだん成功して負債も少なくなり校長のあ戦で始めた頼もし校にも毎月50銭をかけることもできるようになった 午後の2時頃にはいつも新聞が来た。戦争の始まってから互いに変わった新聞を一つずつ取って交換してみようという約束ができた国民に満朝法に東京を日日に時事それに前の床屋から放置を持ってきたこの多くの新聞を読むことと日記をつけることと運動をすることと石鹸をすることと風を吹かぬように努むることと タバコをやめることと、土曜日の帰宅を待つことと、それくらいがこの頃の仕事で、他にこれといって変わったこともなかった。しかし、タバコとお菓子とをやめるは容易ではなかった。気分が良かったり、胃が良かったりすると、机の周りにもち菓子の殻の竹皮や、日の出の袋などが転がった。写生にはだいぶ熱中した。天気の良い暖かい日には、 がばんと絵の具とをたえてよくのに出かけた。稲城、藩の林、ほっきりの枯れ足、それに雪の野を描いたのもあった。ある日学校の付近の勾配を描いてみたが、色彩がまずいので、花が桃かなんとのように見えた。嫁なよもぎ、なずななどの緑をも写した。月の末に尾畑から手紙が届いた。少しく病を得て、 この春休みを故郷に送るべく決心した。久しぶりで一度会いたい。こちらから出かけていくから日取りを知らせてよこせとのことであった。り順における第一回の閉塞の記事が新聞史上に載せられてある日であった。製造は喜んで返事を出した。金曜日には行くという返事が折り返してくる。製造はおぎうさんにも来遊を促した。その前夜は月が明るかった。 彼はそれに対して久しぶりで友のことを思った。章終わり。この録音はパブリックドメインです。リ i b r i v o x o r g のために録音されました。四十五。おばたは昔に比べて著しくこえていた。薄いひげなどを生やして頭をきれいに分けた。 高等師範の制服がよく似合って見える。以前の快活な調子で、こういう生活も面白いな、などと言った。お牛さんは、製蔵と小畑と教員たちとが、ボールを取って校庭に立ったのを縁側から降りる低い階段の上に腰掛けて見ていた。小畑の玉はよく飛んだ。引き返っかいて、製蔵の玉には力がなかった。二三度勝負があった。製蔵の死体には、 汗が流れた。心臓の鼓動も高かった。苦しそうに息をつくのを見て、君はどうかしたのか。こう言って、おばは、製造の血色の悪い顔を見た。体が少し悪いもんだから。どうしたんだ。持病の胃腸さ。大したことはないんだけれど。大事にしないといかんよ。おばたは再び、友の顔を見た。三人は快活に話した。 製造が出してみせる写生を一枚ごとに手に取って披露したお牛さんの軽いダジャレもお料理は混じったそこに関さんがやってきて昆虫採集の話や植物採集の話が出る三峰で採集したものなどを出してみせるおばたは学校にある珍しい標本や昨年の秋に採集に出かけた時のことなどを話して聞かせるにぎやかな声が いつもはしんとした宿直室に道渡った。夕飯は小川屋に行って食った。甘気を帯びた夕日がパッと障子を明るく照らして、酒を飲まぬ小牛さんの顔も赤い。おばたは美穂子や紀子のことはなるたけ口にのぼさぬようにした。彼は談笑の間にも著しく製造の活気がなくなったのを見た。小牛さんは製造のいない時に、あれでも去年は、 なかなか盛んだったんですからな。こう言って女が学校にやってきたことなどを小ばに話して聞かせた。小ばは少なからず驚かされた。夜は小川屋から一組の布団を運んできた。まだ寒いのでお牛さんは小遣い部屋に行ってはよく火を火鉢に入れて持ってきた。菓子もつき、湯茶もつき、話もつきてようやく寝ようとしたのは11時過ぎであった。 便所に出て行ったおばとは帰ってきて、雨が降ってるねと声低く言った、雨。とあす朝早く帰るはずのお牛さんは困ったような声を立てた。明日は土曜、明後日は日曜だ。行田には今週は帰らんつもりだから、雨は降ったって構いやしない。君も明日一日遊んでいくさ。めったに三人こうして一緒になることはありやしない。と星蔵は。 こう、お牛さんに行ったが、子外にようやく音を立て始めた天敵を聞いて、愉快だな。こうした我々の会合の背景が雨になったのは実に愉快だ。今夜はしめやかに昔を語れて、天が雨を降らしてくれたようなものだ。今日が大いに起こってきたという風である。小ばの胸にも彼の胸にも中学校時代のことがムラムラと思い出された。製造は、 帰りが遅くなると、いつもこうして一枚の布団の中に入って、熊谷のおばたの書斎に泊まるのが常であった。顔と顔と合わせて、眠くなって、どっちか一方、うんうんと受け身になるまで話をするのが例であった。あの頃が思い出されるねえ、とおばたは寝ながら言った。お牛さんが一番先にいびきを立てた。もう寝ちゃった、早いな、とおばたが言った。そのおばたも やがて疲れて熟睡してしまった。生臓は目が覚めてどうしても眠られない。子外にはさっと降って通る雨の音が聞こえる。いろいろな勘が後から後から胸をついてきて胸がいっぱいになる。こうした優しい友もある世の中に長く生きたいという思いがみなぎり渡ったが、それとともに涙がその青白い方をほろほろと伝って流れた。 中田の女の女とも続いいて思い出された。長い土手を夕日を帯びて辿っていく自分の姿がまるで他の人であるかのように鮮やかに見えた涙が寝巻きの袖で拭いても拭いても出た明る朝おばたは言った「ゆうべ君はあれからまた起きたねどうも眠られなくって仕方がないから起きて新聞を読んだ何か ゴソゴソ音がするから、目を開いてみると、君はランプのそばで起きている。君の顔が白くはっきりと際立っていたのが今でも見える。こう言って製造の顔を見て、夜寝られないかえどうも寝られんで困る。やはり神経衰弱だね。土曜日は半日授業があった。お木生さんは朝早く雨をついて帰った。おばたは校長や製造の授業ぶりを参観したり、 教員室で関さんの集めた標本を見たり、時間ごとに教員に連れられて、ぞろぞろと教場から出てくる生徒の群れを見たりしていた。助教員は黄色い声を立てて生徒を叱った。竹やぶの中には椿が赤く咲いて、その縁にある盛りを過ぎた梅の花は、雨に濡れて泣くように見えた。生徒は袴を履いて、痩せ果てた体と青白い顔とを教室のテーブルの前に、 浮き出すように見せて高等二年生に治療を教えていた午後からは二人はまた宿直室で話した三時には馬車がラッパを鳴らして羽生から来たが御業者は今朝お牛さんに頼んでやった豚肉の新聞包みを小遣い部屋に放り込むようにして置いていった包みの中にはネギと手紙とが添えてあった手紙には明日午後から羽生に来い待っていると書いてあった 雨は終日止まなかった。怖い田舎の豚肉も2人を淡く言わせるには十分であった2人は高等師範のことやら旧友のことやら戦争のことやらをあかず語った「今年はだめだが来年は一つ是非検定を受けてみたいんだが」と製造は言った日曜日には馬車に乗って羽生に出かけた旅順が陥落したという評判が盛んであった まだそんななに早く取れるはずがいいという人々もあった。街道を鈴を鳴らして走っていく豪外売りもあったお牛さんは銀行の2階を借りて2人を迎えたごちそうにはいり鶏と鶏肉の汁と豚鍋と金子餅今日はなんだか飯の方が副植物のようだねと製造は笑った製造のいないところでおばはお牛さんに「林君、どうかしてますね」 体がどうも本当じゃないようですね。僕も実は心配してるんですがね。何か悪い病気じゃないだろうか。さあ。今のうちに進めて根本から了知させる方がいいですぜ。手遅れになっては仕方がないから。本当ですよ。持病の胃が悪いだなんて言ってるけれど、本当にそうかしらん。町の医者は腸が悪いんだって言うんですけれど、しっかりした医者に、 見せた方がいいと思うね。本当ですよ。翌日の朝、銀行の二階で三人は別れた。小幡は製造に行った。本当に、体を大切にしたまえ。章終わり。この録音はパブリックドメインです。LibriVox.org のために録音されました。 四十六戦争はだんだん法を進めてきた。鄭州の騎兵の衝突軍事交際応募者の公共我が艦隊の裏城攻撃領順郊外の激戦臨時議会の会員第二回閉塞運動広瀬中佐の壮烈なる戦死第一軍の出発につれて第二軍の編成国民は今は真面目に 戦争の意味とと結果とを自覚し始めた野はだんだん暖かくなって菜の花が咲きスムレが咲きタンポポが咲き桃の花が咲き桜が咲いた号外の来るたびに田舎町の軒には日照木が建てられ停車場には万歳が唱えられ畑の中の藁屋の付近からも手製の小さい国旗を振って子供の戦争ごっこをしているのが見えた。 学校では学年末の日課祭典に忙しく続いて簡易な試験が始まりそれが済むと卒業証書授与式が行われた軍長はテーブルの前に立って卒業生のために祝辞を述べたがその中には軍国他ジのことがルルとして説かれた皆さんは記念とすべきこの明治37年に卒業せられたのであります日本の歴史の中で 一番真面目なとき、一番大事なとき、こういうときに卒業されたということは忘れてはなりません。皆さんは第二の日本国民として十分なる覚悟をしなければなりません。平凡なる軍長の言葉にも、時世の言わせる一種の強みと承敬とが現れて聞く人の心を動かした。斜星町には瓶の梅花、水仙、学校の門、 大声の桜などがあった。慎長下の花はやや巧みにできたが、葉の陰にはいつも失敗した。それから日市町、門城町なども採集した。小畑が送ってくれた岡博士役の進化論講和が机の上に置かれて、その中頃にスムレの花がしおりの代わりに挟まれてあった。菓子は好物のうぐいす餅、菜はうどに、 蜜葉に加え漬物は京菜の新付け、け生徒は草餅やぼたん餅をよく持ってきてくれた利根川の土手にはさまざまな花があったある日清蔵は関さんと大声からホットまでの間を歩いた清蔵はいちいち花の名を手帳につけた三ツた食べらこ子地獄の釜の蓋仏の座仏爪の遠藤 カラスのエンド、ノミノフスマ、スミレ、タチツボスミレ、サンシキスミレ、ゲンゲ、タンポポ、イヌガラシ、コケリンド、ハコベ、アカジクハコベ、カキドーシ、サギゴケ、フキ、ナズナ、ナガバグサ、シャクナゲ、ツバキ、コゴメザクラ、モモ、ヒボケ、ヒナギク、ヘビイチゴ、オニタベラコ、 母子きつねのぼたんそら豆ショ終わりこの録音はパブリックドメインです「リブリボックス、ドットオグのために録音されました新たに作った学校の花壇にもいろいろの草花が集められた農家の柿には 梨の花と八重桜畑には遠藤と空豆麦笛を鳴らす音が時々聞こえてツバメが街道を斜めに突っ切るように飛び違ったアリハチアブラムシ夜は名の知れぬ虫がしきりにずいずいと鳴きカエルの声は湧くようにしたアケビグミサギゴケキンポウゲ十二ヒトエタケニグサ 地むしろ南天萩などを野から取ってきて花壇に移したやがて山吹きが散ると芍薬牡丹ツジなどが咲き始めたこの春を彼は全く花に熱中して暮らした新緑を通した日の光が洪水のように一室にみなぎり渡った彼はそこで田原秀子にやる手紙を書き珍しいいろいろの花を封じ込めてやった 秀子からも少なくとも一週に一度は必ず返事が来た歌が書いてあったり新大使が書いてあったりした我が愛する懐かしの教えごとこっちから書いてやるとあっちからは「公式懐かしき先生マイルと書いてよこした章終わりこの録音はパブリックドメインです 『リブリボックス .org』のために録音されました。48この頃、移転問題が親子の間に繰り返された。学校に自炊していては不自由でもあり不経済でもある。うちの都合から言っても別に行団に住んでいなければならぬという理由もない。父の商売の得意先もこの頃では熊谷・目沼方面よりむしろ数を 大声、小がに多くなった。離れていて土曜日に来るのを待つのもつらい。それにお前ももう年頃だからそうなのがあったら一人嫁をもらって私にも安心させておくれよ。母はこう言って笑った。製造は以前のように反対しようともしなかった。昨年から比べると心もよほど折れてきた。絶えず動揺した。 東京へ、もうだいぶ薄らいだ。ある時、おばたへやる手紙に、当年の白滝は知らず知らずの間に、ついに母を守るのこう太らんといたしおりそうろう、と書いたこともある。羽生がいいよ。あまり田舎でも仕方がないし、羽生なら知ってる人も二三人はあるからね。母がこう言うと、そうだ、引っ越すなら羽生がいい。得意先にもちょうど都合がいい。 父も同意するそこには欧将さんもいればお牛さんもいる学校にも一里半ぐらいしかないから通うのにもそう難儀ではない製造もこう思ったお牛さんにも頼んだある日曜日を父親と一緒に羽生に出かけて行ってみたこともあったその日は第二軍が両東半島に上陸した広報の来た日で一週間ほど前の 連城戦勝とともに人々の心は全くそれに奪われてしまった。街道にも町にも国旗が軒ごとに絶えず続いた。万歳万歳、突然町の横丁から小躍りして飛んで出てくるものもあった。どこの家でもその話ばかりで持ちきって借家などを教えてくれるものもなかった。ネギシュロ 昼顔ママコの尻拭いなどが咲き梨桃梅の実は小指の頭ぐらいの大きさになるところどころに茶摘みをする女の赤いタツキと白い手ぬぐいとが見え裸で茶を制している茶師の歌が通りに聞こえた下見原には一夜空想高灯台などの花があったやがて麦の根元は黄ばみあやのつぼみはいで。 菓子の花は散り、庭柳の花は咲いた。蚕はすでに三眠を過ぎた。続いて、白ん、ぎしぎし、立葵、川骨、野芝、月見草、鉄金要、石竹などが咲き、裏の畑の霧の花は高く香った。蚊や、葦、マコも、菫などの葉も茂って、きりはしきりになく。 金州の戦い、大連湾の占領、第三軍の編成、旅順の背面攻撃。敵も旅順は頑強にやるつもりらしいですが、どうも海軍だけではダメのようですな、などと校長が言った。旅順の陥落についての日が同僚の間に予想される、あるいは6月の中頃といい、あるいは7月の初めといい、あるいは8月にはどんなに遅れても、 取れるだろうと言ったやがて鶏1羽と卵15個の賭けをしようということになる。そして陥落の広報が達した日には休日であろうが何であろうが職員一等学校に集まって大々的祝宴会を開こうと決意した。6月に入ると麦は硬熟して刈り取られきゅうりの茎短きに花を持ち三草のあるところには ホタルが闇を塗って飛んだ細い雪の下、伸びる毒ダミ、カモジグサ、ナワシロイチゴ、ツユグサなどが咲いた。雨は降っては晴れ、晴れてはまた降った。ある日、美穂子の兄から珍しくはがが届いた。彼は士官学校を志願したが、不合格で、今では一年志願兵になって麻布の留守師団にいた。受注白九は、 戦地に赴く望みあり幸いに祝せよと得意そうに書いてあった。それに限らず彼は野から畑から町から月桑を捨てそろばんを捨て筆を捨てて国事に赴く人々を見て心を動かさざるを得なかった。海の外には同胞が汗を流し血を流して国のために戦っている。そこには新しい意味と新しい努力がある。 平成、政権を意にした政治家も志をいつにしてこうに報じ金を守るにもっぱらなる資本家も喜んで軍事交際に応じ挙国一致千載一遇の宗挙は着々として実行されている新聞史上には日ごとに壮烈なる最後を遂げた士官や勇敢なる威嚴を奏した一兵士の記事をもって満たされそれに続いて各地方の団体の 熱心なる忠君愛国の状態が見るように記されてある。自分も体が丈夫ならば、三年前の検査に保守などという憐れむべき資格でなかったならば、満州ののに我が同胞と共に銃を取り、剣を振るって、わずかながらも国家のために尽くすことができたであろうに、などと思うことも一度や二度ではなかった。彼はまた、 第二軍の写真班の一員として従軍した原教科の従軍記のこの頃日露戦争実記に出始めたのを喜んで読んだ。恋愛を書き少女を描き空想を生命とした作者があるいは法圓のみなぎるのにあるいは獅子の欲たわれる塹壕にあるいは帰還法の凄さまじくなる丘の上にそのさまざまな感情と情景を除した筆は 少なくとも彼の想像をそこに連れて行くのに十分であった。3年前にイタリアンストローの粋な帽子をかぶって羽生の寺の山門から入ってきたその人酔って死を吟じて果ては本堂の木魚や鐘をたたえたその人が第二軍の司令部に従属してその混乱した戦争の渦巻きの中に入っているかと思うと一層その記事がはっきりと目に映るような気がする。 急行軍の放射軍司令官の戦場に赴く朝の行進縫製を前傾にした茶褐色の剥げた丘その厨房の中を水筒を肩からかけピストルを腰に巻いて手帳と鉛筆と手にして飛んで歩いている一文学者の姿を彼は羨ましく思ったある日和尚さんに原さんからもお便りがありますかと聞くと ええ、この間近州から絵はがが来ました」と省さんは机の上から軍事郵便と赤い反応してある一枚の絵はがきを取って示したそれには同じく従軍した地名な画家が趣旨のそばにあやみが紫に咲いているところを描いていた「いい記念ですなええこういう花がたくさん戦場に咲いていると見えますなあ」「記にも書いてありましたよ」と製造は言った ショー終わり』『この録音はパブリックドメイン』です」「リブリボックス .org のために録音されました」「四十九」「さみだれの中に一日カッと晴れた日があった」「薄い灰色の中から鮮やかな青い空が見えて光線がみなげるように青葉に照った」 行田からの帰り道、長野の上皇寺の前まで来ると、何かことがあると見えて、三門の前には人が多く集まって、がいがいと話している。小学校の生徒の列も見えた。青葉の中から白い旗がなびいた。戦死者の葬式があるのだということがやがて分かった。製造は三門の中に入ってみた。白い旗には、近衛歩兵第二連隊、 一等卒白井倉之助の例と書いてあった「五月十日の戦いに愛がのうがんで戦死したのだ」という「付録コートを着た知事代理や制服を着けた警部長や羽織袴の村長などが皆改装した」「村の世話役があちこちに忙しそうにそこらを歩いている」「遺骨を納めた缶は白い布で巻かれて本堂に据えられてあった」 ちょうど思想のお経が住んで知事代理が「西門」を読むところであったその太い錆びた声がひとしきり広い本堂に響き渡ったやがてそれに続いて小学校の校長の西門が住むと今度は戦車の親友であったという教員が法書に書いた西文を高く掲げて震えるような声で読み始めたその声は時々耐えてまた続いた おえつする声があちこちここから起こった棺が墓に運ばれる時広場に集まった生徒は両側に列をたして整然としてこれを見送ったそれを見ると生臓はたまらなく悲しくなった軍司令部と一緒に原京子が出発する時小学校の生徒が両側に整列して万歳を唱えたその時彼は何時幼き第二の国民よ 国家の将来はかかって何時らの創建にあるのである健在なれ何時ら幼き第二の国民よと心中に絶叫したと書いてあるその時ほど熱い涙が胸に迫ったことはなかったと書いてある製造も今そうした思いに胸がいっぱいになった幼い第二の国民に質疑を送られる一位戦死者の霊。放園のみなぎったのに最後の苦痛を味わって 冷たく横たわった一平卒の姿と、こうした梅雨晴れの鮮やかな故郷の日光のもとに、悲しく営まれる葬式の様とが一緒になって、製造の目の前を通った。どうせ人は一度は死ぬんだ。こう思った彼の方には涙がこぼれた。彼はいつか寺を出て、例の街道を歩いていた。光線はキラキラした。青葉と青空の雲のイとが、 の,の上にあった二三日前からしきりに包うられる行き置きの日立丸遭難と徳利寺における陸軍の戦勝とが繰り返し繰り返し思い出される初瀬吉野都の沈没などをも考えて果たして最後の勝利を締めることができるだろうかという不安の念も起こった野に道後僧があるのを見てそれを取った。 そばにある名を知らぬ赤い草花は学校の花壇に植えようと思って根から掘って紙に包み汚れた手をみそはぎの茂る小川で洗ったふと一昨日浦和の秀子から来た手紙を思い出して考えはそれに移る羽生に移転してからの新家庭にその明らかな笑顔を得たならばいかに幸福であろうと思った 彼はこの頃秀子を自分の家庭に引きつけて考えることが多くなった。羽生町の入り口では、東武鉄道の線路人夫がしきりに開通工事に忙しがっていたが、そのそばの藁葺き屋には色の冷めた木木がひらひらと火に光った。章終わりこの録音はパブリックドメインです。